マリサ、出かけよう。なんだヤブから棒に。ちょっと前に地下コロニーを作った時、大量の資源が眠っていたじゃない。ダイヤモンドとかダイヤモンドとかダイヤモンドとか。ダイヤモンド以外もたくさんあっただろうが。要するにお前は地下に眠るダイヤを採掘して、がっぽり大儲けしたいというわけだな。その通り。地下生活の勝手はもうわかっているから、早速ダイヤモンドの採掘に向かうよ。まったく、付き合わされる身にもなってほしいぜ。それでは、出発。いやー、懐かしの地下。って、なんだここは、以前の地下とは全く違うじゃないか。また変なところに飛ばされたか。にしても癖なおい。真夏の公衆便所の匂いがするよ。どうやらここの地層は汚染土をたくさん含んでいて、そこから汚染酸素が湧き出しているようだ。よく見ると周囲には汚染溜まりが大量にあるし、そこからも汚染酸素が出ているよ。以前見た惑星とは植生も違うし未知の動物の姿も見える。これは過去の経験が通用しないかもしれんな。大丈夫。前は1000日以上地下生活をしていたからもうプロです。まあ場所は変わってもまずやることは周囲の採掘だな。これから生活をするために地下コロニーを建設するから、まずは空間を確保しないといけないね。周囲の地層を削って居住空間を確保するんだぜ。よし、採掘開始だー。で、これから生活のためにコロニーを建設していくが、どんなコロニーにしようかな。前回のノウハウを全部ぶち込んでいるので、順当にいけば前回のコロニーを超える出来になるはず。わかりやすい死亡フラグやめろ。うお。採掘してたら冷たい汚染水が降ってきた。ここらは汚染水の溜まり場が結構あるから、水抜きを考えながら採掘していく必要がありそうだな。今掘り進めている地層は柔らかいものが多いね。泥やおでいといった、水分をたっぷり含んだものが多いからな。泥もおでいも前回のコロニー開発では見られなかったものだよ。他にも見たことのない鉱物もあるし、前回と同じ感覚で開発を進めると痛い目を見るかもしれんぞ。大丈夫、ダイヤを持ち帰るまで死にはしないさ。このお気楽まんじゅう。採掘を続けているけど、まずは生活空間を整えないとね。で、地層を掘り進めていったけど、汚染水が足を濡らして非常に不愉快だよ。そこは我慢しろ。それでこの青い金属質の鉱石はコバルトというみたいだな。ゴブリンと並ぶあの雑魚キャラ。それはコボルトですね。そういえば前の惑星には、銅鉱石がたくさんあったけど、この辺では全く見かけないね。金属を消費する設備の建設には、コバルト鉱石を使用していった方がいいみたいだな。ま、設備が作れるなら鉱石なんて何でもいいよ。それでは地下生活で真っ先に作るべき施設、トイレを建設していこうか。あ、施設は新しいもの、しか詳しく説明しないからね。過去に作ったことがある施設をまた一から説明するのは二度手間だからな。施設の効果が知りたいという人は前回のシリーズを見てね。野営トイレの建設場所はここでいいな。大人になって公衆の場で漏らすというのは、社会的な死を意味するからトイレは最も重要な設備だよ。しかし本当に臭いなここ。脱臭機を作ろうよ。この採掘マシンは新品だから、前回の建設データは入ってないぞ。また一から研究をし直しなのか。とりあえず足を濡らすのを防ぐために、そこらの汚染水を拭き取るか。あとトイレの横に洗面台を置かないとね。置くのはいいが、周囲にあまり水がないな。そうか。手を洗うのには水が必要だった。全くないわけではないが、前の惑星と比べると心もとないようだ。早く汚染水を水に変える装置を作らなきゃ。トイレの建設が終わった後は何をすればいいんだっけ。ああ、そうそう。酸素を生産しないと。急ぐ必要はないぜ。あちこちから汚染酸素が放出されている。少人数ならこの汚染酸素だけで十分間に合うだろう。汚染酸素を吸うのか。汚染酸素も酸素のうちだぜ。それに酸素散布装置を作ったところで、あれがないじゃないか。あれ？ああ、浴槽か。確かに周囲を見回しても、あの緑のふかふかした浴槽がどこにもない。浴槽は序盤の酸素生成の要だったが、それがないとなると、ここのコロニー運用は変えないとだな。そうだね。トイレと洗面所はもうすぐ完成するから、次は寝室を作っていこう。はしごをかけてその上に寝室を作るとするか。そうだね。あと周囲の状況をもうちょっと確認しておこうか。水はここにある。右の方にはもっと奥の水があるね。あと左側にも貯水池がある。で、下には氷バイオームか。おや、これは塩水間欠泉かな。データによると雪塩水間欠泉らしい。マイナス10度程度の塩水を吹き出すようだ。コロニーの冷却に利用できそうだ。工業を
始めたらすぐにコロニーが熱くなるからな。終了時間の合図だ。トイレトイレ。ああ、このボットン便所使うのも久しぶりだな。前回は早々に水洗トイレにしたが、今回はどれくらい汲み取り式を引っ張るかな。ふう、すっきりした。それじゃ食事を取ろうか。なんか土から出てきた球根っぽいものを食べようか。そいつは沼ビーツだな。そこら辺に自生しているぜ。栽培を始めるまではこの沼ビーツが主食になりそう。そのためには研究を始めないとな。おっと、私もトイレに行かせてもらおう。人が食事をしているところで用を足さないでよ。便所飯してるお前らが悪いんだろうが。ところでその沼ビーツはどんな味だ？もちろん、ゲロまずに決まっているよ。こんな汚染された環境で育っているんだからそうだろうな。そして久しぶりに地べたに寝ることになったよ。ああ、背中が痛いぜ。明日からはベッドで寝られるように、今から建設の予約をしておこう。霊夢、そこら辺にいる謎の生物だが、図鑑で調べたところビリビリナメクジという名前らしい。ビリビリナメクジ、電気でも起こすの？まあ名前から察せるがその通りだぜ。ビリビリナメクジは日中に体内に電気を溜め込んで、寝ている間に電気を放出するという特性を持つ。へえ、家畜にすれば発電に利用できそうだね。あと金属鉱石を食べさせることで水素を吐き出すようだ。水素は電解装置からいくらでも取れるからいいや。さて、二日目を迎えたことだし、引き続きコロニーを形作っていくぜ。現在汚染水を集めるために、下に下にと掘り進んでいるぜ。液体は一箇所に集めておいた方が管理しやすいからね。しかし汚染水に浸かりながらの作業だから、こけしが低体温症になってしまった。私もだいぶ寒くなってきたよ。低体温症はぶっちゃけ大した症状じゃないから気にせず行こう。ちょっとはみんなの体調に気を配ってよ。それよりもいきなり硬い岩盤に行き当たったな。ダイヤマークがある地層は硬質採掘の技術が必要なんだっけ。マリサは硬い岩も掘れたでしょ。前回に見つけた技術はもうすっかり忘れているぜ。あ、そうですか。まあかくいう私も地下生活で得得した技術をすっかり忘れているんだけどね。勘を取り戻すまで長い時間がかかりそうだぜ。さて、研究端末と端末を動かすための電力を用意しないとね。そこにある水たまりは手押しポンプで回収することにしたぜ。まあちょっと使ったらなくなりそうな量だけどね。霊夢、いいものを見つけたぜ。これは雪水間欠泉だね。そしてその下には火山があるぜ。げげ、また厄介なものが。まあそういうな。今回はマグマの熱を使って蒸気発電をしていきたいと思っているんだ。マグマは私たちの手に負える代物じゃないと思うけど、新しいことをやらないと取れ高がなくなるだろうが。なんと俗物的な主張だ。さあ、3日目の朝だ。今日も掘って掘って掘りまくるぜ。どれだけ掘るつもりなのさ。上の方に結構汚染水が溜まっているから、それを全部流し込めるくらいの広さは欲しいな。水抜きは先の長い戦いになりそうだ。お、製造ポットにエネルギーが溜まったよ。まだ人を入れるには早いな。ここは物資を選択するぜ。物資は茨の種子と沼ビーツの球根だね。今は装飾はいらないから、沼ビーツの球根を製造するぜ。沼ビーツの球根は腐らないから、いくらあっても無駄になることはないよ。研究端末も完成したことだし、これからどんどん建造できる設備を増やしていくぜ。汚水抜きをしている最中に、バクーがたくさんいる空間を見つけたぜ。かわいそうにこんな狭い空間に閉じ込められて、今助け出してあげるよ。なお、最終的に私たちの食料になる模様。沼ビーツよりも格段に美味しいからね。仕方ないね。というわけでバクーは下の汚水ダメに移動したぜ。また巨大イケスが作れそうだね。この調子でどんどん汚水を抜いて、利用できる空間を広げていくぜ。ここで下ごしらえの研究が完了。これで濃厚タイルを作れるようになったぜ。食料系の標準研究が終わったら、次はスパコンを作れるように研究を進めていくよ。食料と酸素が生産できないと、新しいメンバーを加えるのは難しいからな。濃厚タイルはここに建設していこう。最初はそんなに設置しなくてもいいよね。ああ、このくらいにしておくか。さてと、濃厚タイルの設置はこれでいいとして、寝床の上にある汚水溜まりを下に流していくぜ。ここに汚水があると寝室の拡張ができないからね。とは、すごい水圧だ。ベッドが水没しちゃったよ。このタイミングで終了時間か。
ちょうど穴を開けることができてよかったね。ところが汚染水が完全に流れ切らず、ベッドが汚水に浸かって使えなくなってしまったぜ。そんな中、小手氏だけが自分のベッドに向かっているよ。あいつ息できてんのか。小手氏人間やめすぎでしょ。濃厚タイルが完成したけど、栽培できる作物はあるの？泥バケツの種があるからこいつを植えよう。なんだこのウツボカズラみたいな植物は。ウボの中でゼリー状の食べ物を生成してくれるらしいぜ。虫が溶けた塊じゃないの。ミールウッドはヤバかったけど、こっちは別の意味でヤバそう。こんなところに虫がいるかよ。シノゴも言ってないで植えてくれ。へえ、植えたはいいもののシワシワだね。水やりがまだだからな。泥バケツの育成には汚染水が必要だぜ。近くに手押しポンプを建設。これでいつでも水やりが可能だ。トイレと寝床、そして食料生産が整ったね。酸素生産はまだ先でいいか。掘れば掘るほどあたりから汚染空気が出てくるからね。あとは牧畜を始めたいし、料理人と装飾家も欲しいな。最初は計画的に人を増やしていきたいところだね。最初は道の時に戸惑ったけど、水系の間欠泉が2つもあるし網羅気象でしょ。いや、今回の地下コロニーの開発は一筋縄ではいかない、そんな気がするぜ。またまた、マリサは心配性だな。というわけで新しく始まった地下コロニー生活。このままトントン拍子にコロニーを開発できるのかといったところで、今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。今日も元気に地下コロニーを開発していこう。前回は濃厚タイルを作って、泥バケツの栽培を始めたんだったな。泥バケツはまだ食べたことないけど、その見た目からひどい味というのは想像に難くないよ。さて、地下で数日過ごしたことで、少しは昔の感を取り戻したぜ。スキルポイントを使って、私は硬質採掘の技術、小手氏は高度な研究の技術を獲得するぜ。これでスパコンが使えるようになるね。各自の役割がわかるように帽子を着用するぜ。相変わらず小手氏の帽子はノウハウを測るようなやつだね。私はヘッドライトがついた採掘帽子だ。こいつを被るとやる気がみなぎってくるぜ。様になっているよ。さて、それじゃあ今日の仕事を頑張るとしますか。今回は何をするの？そこら辺を徘徊しているギリギリナメクジを捕まえて、ナメクジ厩舎を作ろうと思うぜ。おお、いいねいいね。ギリギリナメクジは電気を放出するから発電機代わりにしたいね。厩舎を含め、今回もいろいろ建設していくぜ。まず製造ポットのフロアの上に食堂を建設するぜ。食堂で食事をすればみんなの士気も上がるからね。うむ、トイレ、寝室、食堂。この3つの部屋を建設しておけば序盤の士気は十分だろう。あと肝心の厩舎だが、それは食堂の上に建設予定だ。今回のコロニーは上に上にと開発していく予定なのか。ああ、だからこそ頭上の汚水溜まりが邪魔なんだぜ。うまく下に流していかないとね。さてと、バッテリーを満タンに貯めたことだし、採掘作業を再開するか。いや、その前に建設作業が先か。やることがいっぱいだぜ。小手氏は研究にかかりっきりだから、実質使える人では私とマリサだけだよ。泥バケツの水やりもしないといけないし、このままでは作業に暴殺されてしまう。3人じゃさすがに限界があるね。よし、ここは新しい人間を招き入れるとするか。食料の生産も始まったし、酸素は常に汚染酸素が発生しているから、一人くらい増やしても大丈夫だよね。次に製造ポットが動作した時、優秀そうな人材がいれば招待するぜ。硬質採掘を習得したから、前回掘れなかった硬い岩盤を掘り進めていくぜ。今掘っているのは化石だね。化石は石灰の原料になる。今から大事に保管しておくぜ。石灰は鋼鉄の生成に必須だけど、鋼鉄を作れるようになるのはまだまだ先になりそうだね。鋼鉄は工業分野の一つの到達点だからな。って、おい霊夢、そこを採掘すると私が上に上がれないぞ。あ、やべ。すぐにはしごを作るよ。まったく、気をつけろ。水中に置き去りというのが一番シャレにならんからな。食堂はもうすぐ完成しそうだね。む、ギリギリナメクジが中に入ってきているぞ。放っておいたら床に落ちているコバルト鉱石を勝手に食べられてしまう。コバルト鉱石だけは片付けるように命令を出しているけど、誰一人として片付けようとしないよ。そりゃ建設と採掘が優先されるからな。あ、でもギリギリナメクジは外に出たみたい。いや、また中に入り込みやがった。く、駆け込みセーフされてしまったか。こうなったら一日でも早く厩舎を完成させて、ナメクジを移動させるぜ。
この上にもビリビリナメクジが固まって生息しているので、トンネルを掘って捕まえられるようにするぜ。また汚染水が降ってきたけど、大きな汚水溜まりはこれで最後かな。まだ小さいやつがちょこちょこあるが、好き勝手に掘っても全部下の汚水溜めに流れるようになっているぜ。これで治水は一段落ということか。さて、ビリビリナメクジを目指してはしごをかけていくぜ。あ、マリサ、製造ボットが起動したよ。それじゃあ新人候補を確認するか。二人だけか。牧畜、ロケット操縦、料理に興味があるルビーと、採掘特化のデボンか。採掘係は私がいるから、デボンは今のコロニーにマッチする人材じゃないな。ルビーの方は、いろいろ興味を持っているようだが、料理ができるのはありがたいな。料理は食材のカロリーをアップさせるから、実質食料を増やすことなんだよね。つまり新しいメンバーを呼びやすくなるということだ。コロニー発展を円滑にするためにも、ルビーに来てもらって料理人を担当してもらうか。ルビー、今日からお前も穴蔵暮らしだ。嫌な歓迎の言葉だな。太陽を拝みたければしっかり働けー。何はともあれ戦力が増えてよかったぜ。うおーおー、ちべたいちべたい。現在マリサは、下に溜まりに溜まった汚染水を、泥バケツ農園の下に寄せようと飲水工事をしている最中である。ああ、しんどい。冷たいわ息苦しいわで作業が続かないぜ。こんな時アトモスーツがあれば便利だよね。アトモスーツもそうだがそろそろ旧車の研究しないとな。スパコンを製作して上級研究にかかれるようにするぜ。確かスパコンは水を消費して動いたよね。今の水の量だとあまり研究ができそうにないね。心配するな。間欠泉もあるんだし水ならいくらでも手に入る。あとはその気になれば、そこら辺の泥から水を抽出することもできるしな。え、そうなの？ああ、機会が訪れたら見せてやるよ。やっぱり今回の開拓は新しい発見がいっぱいだよ。私は引き続き汚染水を右に寄せていくぜ。重労働だ。だが汚染水の水位は着実に下がっている。これならそのうちコロニーを下に拡張することができるだろう。農地はできているから次は工業施設を作らないとね。工業施設は左側に建設することになるだろうな。熱を発生する施設は農地から離すのがベストだぜ。マリサ、泥バケツが一株成熟したよ。うわ、よく見ると壺の中でゼリー状の物体がうごめいてる。というか泥バケツ自体が微妙に揺れてるな。何これ、提灯暗光。泥バケツです。名前じゃなくて性質を知りたいんだよ。ミールウッドといい、どうして地下の植物はこうもうごめくんだ。生理的乾燥はこの際無視して早く収穫してくれー。わかったよ、おとなしくしてろよ。ビビりすぎだろ。内部のゼリーを飛ばしてくるかもしれないじゃんか。霊夢の不安は杞憂に終わり、無事に泥バケツを収穫できたぜ。餃子みたいなんが取れました。よかったな、霊夢の好きな餃子だぞ。餃子とこの餃子みたいなものには、進撃の巨人と魔女の守り人くらいの違いがあるよ。ジャンプの進撃だぞ、喜べよ。せめて餃子らしく火を通してほしい。料理人としてルビーを雇ったことだし、次は調理場を作っておくか。あれ、マリサ、今度はどこを掘ってるの？ああ、この先に巨大な空洞があるとわかってな。間欠泉がないか調べているんだよ。間欠泉の数を把握するのは大切だからね。休眠期間があるとはいえ、無限の資源を噴出してくれる間欠泉は、長期間の地下生活を送るのに必要不可欠だからな。あとこちら側を掘り下げて貯水池を建設しようか。綺麗な水も一箇所に集めておきたいからね。ちょうどいい空間もあることだし、ここを整地して貯水池を建設するぜ。屋根も壁もないが、食堂の隣に電気グリルを建設するぜ。これで調理ができるよ。まあ、泥バケツ用のメニューがあるかまだわからんがな。電気グリルを作ったよ。この泥炭地の楽しみというやつは、泥バケツを焼いて作る料理みたいだな。おお、見た目も美味しそうになってるじゃないの。しかし品質を見るとまずいようだ。これでもまだまずいのか。早速ルビーに調理をしてもらっているぜ。久しぶりに料理をするところ見たけど、やっぱりクソデカ電気グリルだわ。飛び跳ねないと電気グリルの中が見えないからな。さーて、飯だ飯だ。ルビー特製の泥炭地の楽しみを賞味してやろうではないか。いただきます。食感はサクサクしてるね。採取したばかりのブヨブヨのゼリー感は完全になくなっているな。で、肝心の味は？かろうじて抵抗なく食べられるって感じだな。土の中が七輪になったんかってくらい炭の風味が強すぎる。まあ贅沢は言ってられん。当面の間は泥炭地の楽しみでしのぐぞ。
とほほ、せめてブリッスルブロッサムがあればなぁ。食堂と調理場ができたから次はいよいよ厩舎作りだな。ここにいるナメクジたちも外に出してやるぜ。ところでマリサ、この上に見慣れない施設があるんだけど。人工物は以前の惑星にもあったが、確かにこれは初めて見る施設だな。厩舎が完成した後でじっくりと調べてみるか。厩舎はもちろん最大サイズの96マスで建設するぜ。ビリビリナメクジをいっぱい飼育できるからね。3日後、ようやく厩舎が形になってきたよ。思ったよりも時間がかかった。建設優先度を上げておくべきだったな。まあ今年は研究、ルビーは料理をしているから、採掘と建設にはほとんど参加してないからね。さて、この部屋に毛づくろい端末と動物解放ポイントを設置しよう。電気を使う施設も増えてきたから、そろそろバッテリーに気邪魔かないきれなくなってきたし、早くビリビリナメクジを飼育して電力を確保しないと。あれ、マリサ、堆肥置き場をそんなに作ってどうしたの？ああ、このバイオームには汚染土が大量にあるから、それを土にしたいと思ってな。確かに、土は地味に重要な資源だからね。研究に使うし、汲み取り式トイレにも使う、あと農業に使う場合もあるぜ。土は入手手段が限られるから時間とともに不足しがちなんだよね。前回はピップを飼育して土を生産していたな。ピップは可愛かったよね。また飼育したいよ。よし、毛づくろい端末が完成したことで、部屋が厩舎と認定されたぜ。霊夢、お前は僕夫としてビリビリナメクジの世話をしてくれ。わかったよ。まずはナメクジたちを厩舎に連れて行かないとね。さあ、おとなしくお縄に着くんだ。縄をかけるのはいいが、下の汚水ダメに落とさないでくれよ。私はそんなヘマしないよ。はい、一丁上がり。流れるように厩舎に突入して、次はビリビリナメクジの毛づくろいをするよ。しかしビリビリナメクジをよく見ると、目の間に電気が走ってるね。あそこに指突っ込んだらどうなるだろうか。写真をコンセントに刺すような子供の発想はやめえ。冗談だよ。さあ、毛づくろいをしましょうねえ。おとなしくして偉いでしゅねえ。ビリビリナメクジは幸福感を感じると、発電量が増えると図鑑に書いてあった。このコロニーの発電量はお前の仕事ぶりにかかっているぞ。いいけど、それじゃあ手が空いているのがマリサしかいなくなるよ。ちょうど製造ポットが起動したことだし、思い切って新しいメンバーを入れるか。というわけでデボンを新メンバーとして迎え入れるぜ。これは結構なペースで人を入れているのでは。大丈夫だ。食料は足りているし、酸素が足りなくなってきたら生産を始めればいい。そういえば18日も経つのにまだ酸素生産装置を作っていなかった。いやー、汚染酸素は恩人だな。だが汚染酸素、脱臭剤が完成した今となっては消えてもらう。恩人を消すとかサイコパスかな。汚染酸素にはデメリットもあってな。そのうちの一つが汚染暴露だ。汚染酸素に触れる食品は、通常よりも早いスピードで腐敗するんだぜ。それは良くないねー。だから最低でも、農園や調理場の周りからは汚染酸素をなくした方がいいな。ビリビリナメクジの電力を利用するために、バッテリー室を建設中だぜ。そしてその上にはまたもや見たことのない装置があるよ。うむ、興味深いが今は配電を完成させるのが先だ。調査は一刻を争うものじゃないし、手が空いた時に行うとしようか。そうだね。さてと、ようやく配線工事が完了したぜ。火をまたいでしまったね。この程度の作業にも手間取るとは人手不足を実感するぜ。あとはビリビリナメクジたちが快適に過ごせるように、床をきれいにしようね。このモップ掛けも地味に時間を取られるんだよな。水抜きしてるとすぐに床が水浸しになるからな。仕方ないぜ。そしてその夜、ビリビリナメクジたちの電気の活用が始まったよ。ビリビリナメクジは天井にぶら下がって寝る。その時胸のあたりから放電するから、天井から1マス開けて電線を敷くといいぜ。1匹で400ワットも発電してくれるのか。今5匹だから、これだけで天然ガス発電機 2.5 基分の電力があるぜ。ビリビリナメクジを繁殖させたらそれだけでコロニー全体の電力を賄えそうな勢いじゃない？だが結局は生き物だから、発電量が安定するとは限らないぜ。油断せずに機械による発電も整備しておくのがいいな。ビリビリナメクジ厩舎が完成したし、次はあの道の装置を調べてみようよ。そうだな。だが今回はここまでだ。それでは、ご視聴ありがとうございました。今日も元気に地下コロニーを開発していこう。前回はビリビリナメクジの厩舎を完成させたんだったな。
おかげで人力発電機の仕事から解放されたよ。これで数少ない労力を他の仕事に回すことができるぜ。例えば堆肥置き場の打ち返しとかね。堆肥置き場は定期的にコネコネしてやらないと、堆肥物が土に変化しないからな。それにしてもすごい数だ。周囲の汚染土が多いから、これくらいの数を揃えても回転給料の堆肥置き場は出てこないぜ。それと霊夢、嬉しい発見があったぜ。一体何さ？貯水池を広げようと採掘をしていた時のことだ。この下から地響きのような音が聞こえると思い、確認してみると、なんと、ここに水素噴出口を発見したぜ。おお、水素は発電に使えるし、ロケットエンジンの燃料にもなる貴重な資源。電解装置からも作れるけど、噴出口があれば一気に大量の水素を利用できるね。今後有効活用する機会が出てくるだろうな。どんな間欠泉が周りにあるかを把握しておけば、今後の計画も立てやすくなるよね。そしてもう一つ、遺跡近くにニュートロニウムの塊を発見したぜ。ということはここにも間欠泉があるわけだ。でも、掘り返してみないと何が埋まっているのかわからないよ。心配するな。すぐわかる。いいか、これからやることは地下生活2回目の特典と思ってくれ。緊急指令、ここにある間欠泉を調査せよ。どうやら塩素ガス噴出口のようだ。ずるい。何を言う、緊急指令だから名前だけでも教えてくれたんだぞ。こんなことが許されるのか。ま、ずるいっちゃずるい。だから最初に2周目特典って言っただろ。1回目の時はあえて封印していたのだ。まあチートじゃないしギリ OK か。この小技を教えてくださった方、ありがとう。それと遺跡の周りは新しいバイオームだね。最初は塩バイオームかと思ったが、地層の構成が違うし、塩水もないから別物だな。あとなんか甲虫みたいなのがいるよ。図鑑で調べたところ、こいつはスイートルというらしい。硫黄を食べてスクロースを排出するほか、グラブフルーツという植物の世話をするらしいぜ。硫黄もスクロースもグラブフルーツも全部前回の開拓にはなかったものだ。惑星が違うだけでこうも環境が異なるのか。ま、飼育するかは別として、こういう習性を持つということは覚えておいてくれ。それじゃあ今回の本題である施設の調査を行うか。謎の装置までの道は作っておいたぜ。この装置はテレポーター送信機っていうらしい。お、説明書があるじゃん。どうやらこれは別の小惑星に移動するための装置のようだ。移動先にもテレポーターがあるから安心して戻ってこれます。だってさ。このペトロイラって小惑星が移動先か。一応小惑星の様子を見ることもできるようだが、地表の様子しかわからんな。なんだろ、かろうじて塩バイオームがあることがわかるよ。他は何もないか。あ、石炭発電機がちょこっと見えるよ。ふむ、地表からわかることはこれだけか。地下の資源等を知るには、やはり誰かが乗り込む必要があるな。その役目、私に任せてもらおう。お前が。帰りは担保されてるんでしょ。この私の冒険心に火がついたよ。そう言って、日々の仕事をサボろうって魂胆じゃないだろうな。聞く？そんなことないよ。まあいい、動物たちは世話をしなくてもなくならないし、ここは霊夢に行ってもらうとしようか。よし、それではゆっくり霊夢、新惑星の探索に行ってまいります。可能な限り惑星を調査しろよ。向こうに行ったからといってブラブラ遊ぶんじゃないぞ。わかってるよ。それで、これはどうやって動かすんだ？中に入ったけど何の反応もないよ。ああ、ここにボタンがあるのか。これ、スイッチを押したから行ってこい。体がちぎれそうだ。安倍氏、行ったか。ずはぁ、しんどかった。おや、さっきいたところとは景色が違う。これはテレポートに成功したということだね。そして今いる場所は地表からかなり近いみたいだね。この場所からでも宇宙が見えるよ。あ、これはさっき見つけた石炭発電機。地表のすぐ下はこんな感じか。じゃあもう帰ろうかな。帰るなよ。うわ、マリサの声が聞こえる。無線機だ。それよりもせっかく別惑星に行ったんだから、もっと周辺を調査しろ。調査って言っても具体的に何をすれば？周辺を掘り進んで地層を調査するんだ。ひょっとしたら何か利用できるものがあるかもしれない。わかったよ。あれ、いきなり採掘できない地層があるよ。そうか。霊夢にはその岩盤は掘れないか。ま、掘れる箇所だけを掘り進んでいってくれ。わかったよ。あと生活に必要な設備も建設しておけ。お前には数日はここにいて調査してもらうつもりだ。そんな、とほほ、
一人だと作業量が何倍にもなってしまうよ。こんなことならコロニーでおとなしくビリビリナメクジの世話をしておくべきだった。公開先に立たずだな。トイレとベッドを作って、この惑星で過ごせる最低限の環境を整えたよ。それで、周囲には何かあったか。一つ気になるものを見つけたよ。仮想に私たちがいる惑星と同じような施設があったよ。ほう、それは興味深いな。よし、霊夢。そこまで行って設備を調べてくれ。面倒だな。わがまま言ってるんじゃねえよ。お前を送った意味がないだろうが。霊夢、ちょっとそこの部屋の中を見てみろ。これは、何かいますねえ。まさか大昔に宇宙冷凍系に処された大量殺人犯が眠っているのでは。殺人犯かどうか知らんが、コールドスリープされているのは確かなようだぜ。興味本位でコールドスリープを解いてみようか。コロニーに連れて帰れば働いてくれるだろうし。やめとけ。連れて帰ると言っても、テレポーターは1回使うと充電が必要だ。そこで寝てる奴をコロニーに送ったら、お前はしばらくそこで一人きりで過ごすことになるぜ。こんな居住環境が整っていない場所に取り残されるのはごめんだよ。コールドスリープを解除するのは、ここにも生活できるだけの施設を築いてからの方がいいな。終了時間になったけど、あんまり採掘ができなかったな。そういえば本拠地ではいつもマリサが採掘をしていたし、建設はデボンが得意だった。一人じゃ全部をしなきゃいけないから負担が大きすぎる。確かに一人じゃ適材適所はできないな。それにメンバーの中にはある分野の仕事が苦手だったり、全くできないという短所を持つ人間もいる。前回のコロニー開発では他のメンバーが補っていたからあまりそういった短所は短所となり得なかったが、個別に別惑星に送られて活動するとなると、ある分野の仕事ができないのは致命的だな。特に採掘ができなかったら隣のテレポーターまでたどり着けずに、そのまま死んでいたかもな。ひえ、採掘ができてよかったよ。採掘ができない人間と建設ができない人間は、一人で別惑星に送らない方がいいな。あと農業ができない人も単独行動させない方がいいかも。今回の地下生活は、前回よりも人員の割り振りに気を配らないとならないな。一夜明けたよ。もう少しで施設に到着するな。今日中には掘り進められそうだよ。その装置は本拠地にも埋まっているから、私たちも調べてみるつもりだぜ。そっちで調べるならこっちで調べる必要はないんじゃない。いや、その必要はあるぜ。どうやらこの機械は物質を転送するテレポーターのようでな。送信側と受信側両方の機械を起動してやらないと使えないみたいなんだ。二つのスマホに電源が入っていないと電話でやり取りができないようなものか。しかし、ここで衝撃の事実が判明する。あ、これよく見たら、動かすには実地調査のスキルが必要だったわ。何？私はそのスキル持ってないよ。気づかなかったぜ。実地調査は研究のスキルだから、小手師に覚えさせるか。いやいやいや、私の方はどうするのさ。とりあえず装置に繋がる道を作っておいてくれ。後日小手師を送ってテレポーターを起動させる。じゃあ私はもう帰ってもいいね。いや、もうちょっと現地に留まって周辺の調査をしてくれ。私は硬い岩盤を掘れないから進める場所は限られるよ。進めるところだけでいいから。わかったよ。で、おや、このすぐ下に石油バイオームがあるよ。で、おいおいおい、胞子卵があるじゃないか。石油バイオームは嬉しいが胞子卵はゾンビ胞子を撒き散らす危険な花。ゾンビ胞子を吸い込むと柔軟サイクルの間、ゾンビみたいになってしまうよ。石油バイオームに突入するにはアトモスーツが必須だな。今度は左側を探索してみようか。採掘による酸素濃度の低下を防ぐべく、酸素散布装置を動かしておけ。ここには浴槽があるから酸素散布装置が使えるよ。でも充電が大変だ。他に発電手段がないとはいえ、人力発電機に拘束されて作業が進まないな。今電気を使う施設をいろいろ建設したら延々と人力発電をすることになりそう。この惑星もゆくゆくは開拓していきたいが、人員はどうしようかな。人があまりいなくてもコロニーが回るように、自動化に力を入れればいいんじゃない？確かにな。別惑星を開拓するために人をたくさん入れるよりも、コロニー開発時には人を送って、開発が終わった後の運用は機械に任せるというのがいいかもな。そうすれば限られたメンバーでも十分だからね。ま、実際に機械による自動化がどれくらいできるかはわからないが、方針としてはそれでいこうか。だいぶ掘ったね。あれ、なんか振動する音が聞こえるよ。塩水間欠泉があるぜ。
水系の間欠泉はありがたいよ。だが塩水間欠泉から出てくる塩水は非常に高温だ。周囲をアビサライトで囲まれているわけでもないし、ここら辺の温度はかなり熱くなるかもしれないぜ。それは困るね。あ、ここに物資のテレポーターがある。それは受け取り口だな。本拠地から送った物資がそこに出てくるんだろう。マリサ焼きそばパン送ってよ。そんなもんはねえし、そもそもお前じゃそこまで掘り進められないし、動かすこともできないだろ。左側にもいくつか遺跡があるけど、役に立ちそうなものはないかな。さらに掘り進んでいると、うっすらとニュートロニウムの壁が見えてきたよ。空から見た時も思ったが、この惑星の横幅は小さいな。まあ、あまり大きすぎると開拓が大変になりすぎるから小さくていいよ。さて、今後は2つの惑星間を行き来しながらコロニーの開発をすることになりそうだな。前回の地下生活よりもやることが増えそう。まあ飛び地の開発になるし、物流や人流もよく考える必要が出てくるだろうな。霊夢、探索はそこまででいい。地下に向かえばホーシランが自生する石油バイオームだし、無理に進むのは危険だ。もう戻ってこい。わかったよ。それではゆっくり霊夢、小惑星の探索からただいま帰還します。帰ったらすぐにビリビリナメクジの世話をしてくれ。毛づくろいをしてないせいで発電量が下がっているぜ。帰ったら帰ったでまたルーチンワークに暴殺されそうだ。ふう、ただいま。よし、戻ったな。今後我々は、今いる惑星をカードに、先ほどの小惑星をペトロイラと名付け、星をまたいだコロニー開発をしていくぜ。今回で開発規模が一気に大きくなったね。ああ、これはもはや地下コロニーの開発ではない。星と星とをつなぐ星間コロニーの開発だぜ。星間コロニーか。過去最大規模のコロニー作りになりそう。というわけで霊夢が日常業務に戻ったところで今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。今日も元気に地下コロニーを開発していこう。現在汚水プールを作るために大掘削中だぜ。汚染水は泥バケツの灌漑に使っているけど、このまま泥バケツを育て続けるかは微妙だよ。泥バケツは1回の灌漑に 40kg の汚染水が必要だからな。ブリッスルブロッサムの灌漑に必要な水の量が 20kg だから、その倍の汚染水を消費するよ。汚染水も浄化すれば水として利用できるから、バンバン消費していい資源じゃないぜ。泥バケツはあまり多く植えられないね。そのうち別の作物に植え替えるかもな。ところでマリサ、一つ相談したいことがあるんだけど。なんだ？これを見てほしいんだよ。ビリビリナメクジなんだけど、餌をあげていないせいで餓死しそうな個体が何匹かいるよ。え、動物って餓死するのか。閉じ込められた動物なんて、一度も食事せずに世代交代してるだろ。飼育下にある動物は餌が必要みたい。私の感覚が麻痺していたか。しかし困ったな。ビリビリナメクジの餌は金属鉱石だ。岩系の鉱物と比べても数は少ないし、重要な設備にも使用する。だけどここでビリビリナメクジを見捨てるとコロニーの電力源が途絶えることになるよ。もちろんそれはわかっている。仕方ない。ビリビリナメクジに餌をやって電力が途絶えないようにしよう。というわけで給餌器を建設して餌をあげられるようにするよ。今後の金属鉱石の減り具合によっては、ビリビリナメクジを間引くかもしれんな。そんなことにならないようになんとか金属鉱石を入手していこう。と言っても、金属鉱石を無限に手に入れるには宇宙空間に出ないといけないしな。さっさと地表に到達する必要があるのか。ちんたらしていると鉱石を取るか電力を取るかという状況に陥るから、スピーディーに地表に進出するぜ。さてと、研究設備を解体してよそに移すよ。コロニーの右側に貯水池を作ったから、そこに移動させるんだぜ。スパコンへの水の供給が手早く行えるようになるね。ああ、それと水に関してだが、現在入手方法が確立できてないだろ。そうだね。冷たい塩水と汚染水を出す間欠泉はあるけど、それを水に変える手段は今はないね。今後の水仙化や農作物の育成などを見据えて、そろそろ水を生産しておきたい。今回は水の生産を目標に頑張っていこうと思うぜ。私も賛成だよ。さて、今回の目標は決まったが、まずは電線を整備していくぜ。なんでさ、汚染水も塩水も水に変換するには浄化装置が必要で電気がいるだろ。今回は配線のことを考えて、先に電線網の計画を立てておくんだ。今は各フロアに変圧器を設置しているね。
前回は発電室にまとめて変圧器を設置したから配線が複雑になってしまった。改めて見ると配線の出所を固めるなんてどうかしてるよ。それを反省して、今回はフロアごとに変圧器を設置して、すっきりとした配線を目指すぜ。大動脈から毛細血管に血液を流すイメージで作るよ。あとここで衝撃の事実が明らかになるよ。ビリビリナメクジに餌をあげたら、1600ワットの電力を発電してくれるようになったよ。一匹で天然ガス発電機に気分の電力かよ。夜間しか発電しないとはいえ、これなら発電量は十分だな。ますますビリビリナメクジが手放せなくなってきたね。一夜明けて配線工事の続きをするぜ。バッテリーから大容量電線を引いて、各フロアの変圧器に接続してくよ。あとは変圧器から電線を伸ばせば OK だな。配線が複雑になるのは、縦横無尽に伸ばしていくのが原因。今回の配線設計では、横の伸びは大きいが縦の伸びは最小限に抑えられるので、配線の単純化が可能だぜ。これで電線と電線の交差を抑えられるといいね。配線工事の途中で製造ボットが起動したよ。どれどれ、いい人材がいないか確認するか。ふーむ、今回の候補は今いるメンバーと得意分野は被っていないみたいだな。新しい人を加えるつもりなの？ああ、今のコロニーには人を入れる余裕があるから、新メンバーを加えるぜ。誰にするの？そろそろコロニー内の美観を整えていきたいから、装飾に興味のある神優を迎えるぜ。というわけで、新しく神優がコロニーの仲間入りをしたよ。神優にはしばらく普通の仕事をさせ、装飾のスキルを最大まで上げてから美術系の仕事をさせるぜ。一発で傑作を作った方がやり直しの手間がかからないからね。それじゃあ神優の部屋を用意するか。これでコロニーのメンバーは6人になったけど、さすがにこの人数になると自然発生する汚染酸素だけじゃ厳しくない？ああ、そうだな。だから酸素を生産する装置を作ろうと思うぜ。やっと人工的に酸素を生み出せるのか。それでは、当コロニー初お披露目となる消火装置の登場だ。なんだ、この画像ソフトで縦方向にだけ出張をかけたようなデザインの機械は。先ほども言ったようにあれは消火装置という機械で、汚染土を投入することで汚染酸素を放出してくれるんだ。酸素は酸素でも汚染酸素を出すのか。だから真横に脱臭剤を設置するんだぜ。完成はしているし、あとは電線を引くだけだね。電線は上の脱臭剤から伸ばすのが早いが、今回の配線ルールに基づき、研究端末に繋いだ電線を伸ばしていくぜ。配線は縦方向には伸ばさず、横に積極的に伸ばしていくって話だったからね。施工は面倒くさくなるが、これで後々の混戦を防ぐことができるからな。前回のコロニー開発の経験が生きているね。おい、消火装置の配線ができたみたいだから、誰か動かしてきてくれ。神優が言ってくれたよ。お、動いた動いた。汚染酸素だけど脱臭剤が酸素にしてくれるよね。ああ、大丈夫だろう。さてと、次はいよいよ水回りの工事に取り掛かろうか。それじゃあ引き続き水を確保するための工事をしていこう。利用しようと考えているのはこの下にある雪水間欠泉だぜ。雪水間欠泉から湧き出る汚染水を水に浄化して利用するよ。いつぞやの汚染水間欠泉と違って病原菌もいないから、気軽に水に浄化できるぜ。ここの貯水池ももうちょっと拡大しておくか。そうだね。大は小を兼ねるというし。だが、この判断が事故を起こすことになるとは、まだ知る由もなかった。また製造ボットが起動したね。今回は人を入れるつもりはないが、お、パクーがいるじゃないか。これはパクー一択だな。パクーは陸地に上げられると液体がある方向に向かう習性があるから、このまま放っておいても勝手に汚水溜めに落ちてくれるね。パクーの繁殖がはかどるな。でも固まって移動しているから偉いことになってるよ。重なりすぎてエグザイルのチューチュートレインみたいになっているな。パクーたちは無事に池ポチャしたよ。影分身してるみたいに落ちていったな。これでイケスに十分なパクーが入ったね。あとは汚染水を枯らさないように注意しないとな。さーて、新しい食料も入ってきたことだし、今日もバリバリ働くぞ。え、ちょっと待って、なんで水が蒸発してるの？調べてみたらこの2マスのアビサライト、温度が1000度を超えていたぜ。熱すぎー。確かに下にマグマがあるけど、アビサライトは温度変化に無敵の耐性を誇ったはず。他のアビサライトの温度は20度程度だし、マグマに近いアビサライトだけが極端に高温になっているようだ。そんなのあり。
まあしっかり確認しなかったこちらにも落ち度はある。とりあえずこれ以上水が蒸気になるのを防ぐため、壁を作っておくか。でも熱々のアビサライトが剥き出しのままになるよ。普通のタイルで囲ってもダメだ。熱が伝わっちまう。ここは断熱タイルが必要だ。じゃあ早く設置しようよ。実はまだ必要ないと思っていたから、断熱タイルの研究をしていないんだ。今小手氏に命令してやってもらっているが、まあ今日中には終わらないだろうな。イレギュラーな事故に対応できません。というか壁の建設はまだなのか。今デボンが現場に向かっているところだぜ。早く壁を作るんだ。このままだと貯水池の水が全部蒸気になる。あ、今デボンのやつ、重度な皮膚刺激と鼓膜破裂に見舞われたな。水蒸気が充満している空間に突入したんだから無理もない。もうあそこはシュワシュワに沸騰している夜間の中って感じだな。今度は神湯が来てくれたよ。ふう、これで壁ができたな。どんどん水蒸気が発生して、コロニー全体に広がっていくという事態は防げたぜ。次は早く断熱タイルを完成させないといけないね。翌日、断熱タイルの研究が終わったので、早速緊急の建設指示を出したぜ。断熱タイルは建設に時間がかかるから、水蒸気が充満している空間での作業は地獄だよ。息はできない周りは熱いで散々だぜ。うわあ、熱によるダメージを受けた。この負傷のせいで満足に動けなくなったぜ。マリサの移動速度が明らかに遅くなった。病院のベッドで休んでもいいくらいの怪我だが、残念なことにまだ病院がないぜ。しばらくは作業効率が落ちるだろう。それは残念だ。そして断熱タイルの方はルビーが仕上げてくれたよ。これで一安心だな。それで初めて周辺の温度を確認してみたんだが、これがすごいことになっているぜ。うわ、真っ赤っかの部分がたくさんあるよ。赤い箇所は温度が1000度を超えている。侵入どころかうっかり空気に触れさせることもできないぜ。自由に採掘できないのはきついね。というか、マリサマグマを使った蒸気発電をするとか言ってたけど、この地形で本当にできるの？まあ時間はかかっても必ずやってみせるさ。というか、この惑星ではまだ天然ガス噴出口も見つけられていないし、ひょっとしたらマグマの熱が一番利用しやすい発電方法かもしれんからな。それならいきなりハードルがビットコイン並みに高騰しているよ。水が熱々のお湯になってしまったので貯水池の拡張は後回しにして、汚染水を浄化する仕組みを作っていこう。まずは必需品の浄水器だね。あとはこの底に給水ポンプを建設して、汚染水を浄水器にまで組み上げてやるんだが、採掘は大変だわ。配管と配線もしなきゃいけないわぜ。作業がかなり大変だぜ。この程度の工事なんて、前回の地下生活ではまだ小規模な方だったのに。人はいないわ。私たちの能力も衰えているわぜ。思った以上に大変になっているぜ。この状況を例えるなら、久しぶりの外食で昔と同じ感覚でラーメンの大盛りを食べたら、残り2口が口に運べないくらい苦しいって感じかな。例えはいまいちだが、以前のイメージが脳裏に焼き付いていると痛い目を見そうだな。水を確保するまでもうちょっとかかりそうだね。しょうがないな。ここは手軽な水の確保をしようか。レレレレレレードロップレスキー。マリエモン、これは一体何だい？遠心力の力を使って、泥を水と土に分離する装置だ。そんなものがあったのか。ちなみにお泥を入れれば、汚染土と汚染水になるぜ。配管も単純で、液体の出口を作るだけで OK だ。確かにこっちの工事の方が簡単そうだね。汚染水を浄化しつつ、ドロプレス機でも水を生み出してやるぜ。ドロプレス機の工事はこれで完了だぜ。フードプロセッサーみたいな見た目をしてるね。さっきも言ったが遠心力を利用した装置だからな。さてと、あとはここに泥を入れれば動作するぜ。お、神湯がドロプレス機を動かしているな。これは、ボタンの上で飛び跳ねているのか。岩石粉砕機といい、人が操作する装置はどうして高パワー系の操作方式なんだ。まあ神湯も楽しんでいるみたいだし、いいじゃないか。あ、追加で泥を入れておくからこれもよろしくなんだぜ。あ、分離が終わったみたい。排水口から水が出てきたぜ。1回の分離でどのくらいの水になるの？90キロだな。大体炎鋼1人分か。なぜ力士で換算を。まあ、少なくはないけど、動力を考えればこれをメインの水生産手段にしたくはないね。それに泥の量も限られているしな。やっぱり間欠泉の利用が一番だぜ。その間欠泉を利用するための機構を作ろうとしたけど、いい時間になってきたので今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。
今日も元気に地下コロニーを開発していこう。前回は水を生産しようと思ったら、溶岩プレート並みに熱々の場所に穴を開けてトラブっちまったよ。だから事後処理とかに時間を取られて、思ったよりも飲水工事が進まなかったよ。まあ一旦気を取り直して、ここの汚染水を浄水する仕組みを作っていくぜ。給水ポンプと浄水器はできているから、あとはパイプと電線をつなげれば動くね。パイプは、緑の矢印と白い矢印をつなぐのが正しい接続方法だったな。パイプの材料はそこら辺に落ちている花崗岩を使うぜ。いちいち格納庫まで材料を取りに行く必要がなくなるね。給水ポンプと浄水器の接続はこれでよし。あとは浄化した水を貯水池まで流すルートを作ってやればいいな。ドロプレス機のために作った排水口に直接繋いでみようよ。ああ、そうだな。ドロプレス機は常時稼働させるわけじゃないし、一緒にしても構わないだろう。配管と配線はこれでいいね。あとはみんなでガシガシ作ってくれ。私は別の仕事をする。何をするの？周囲の探索と地表までのルート開拓だ。利用できる間欠泉がないか探すのも重要だからね。あとは早めに地表に出ることで、宇宙への進出もスムーズになる。ロケットを飛ばせば資源を無限に回収できるからね。あ、でもロケットを飛ばすまでにはいろいろ研究が必要だし、鉱石もたくさん必要だから、結局時間がかかりそう。その心配はいらないぜ。え、実は研究の系譜が一新されていてな。以前はロケットの研究は専用の分野になっていたが、それが廃止となり、各カテゴリーに小分けにされて組み込まれることになった。本当だ。ツリーの右下にまとまっていたロケット工学がなくなっているよ。ロケット工学の研究に必須だったデータバンクがなくても、簡単なロケットの研究ならスパコンでもできる。こんなところにロケットエンジンの研究があるのか。他にもいろいろな分野にロケットの技術が点在しているぜ。おお、これなら前回よりも簡単にロケットを飛ばせそう。ただし、全体の研究は進めにくくなっているぞ。え、今回から新たに材料工学研究という研究が加わった。これはラッドボルトという特殊なエネルギーを消費して行う研究だ。なんだそのジゴワットみたいなものは。端的に言えば放射線から得られるエネルギーだ。放射線だって？つまり上位の技術を獲得するためには、放射線を集める必要があるというわけだ。当然、データバンクを消費する以前の研究も健在だぜ。この4種類の研究を進めていかないと、最上位の技術を獲得できないぜ。確かに、以前はスパコンと研究端末があればロケット以外の技術を解放できるから単調さはあったけど、本当に難しくしなくてもいいんやで。というわけで、今回は研究要員を増やして対応する必要があるかもしれないぜ。研究量が増えているから仕方ない。そういうわけで、ゴムゴムの段差越えをしている虫たちの横を通って、上を目指していくぜ。足の伸び方が半端ないよ。このアビサライトの先は、また地層の雰囲気が違うな。火成岩と同鉱石があるバイオームだね。ああ、このバイオームも初めて見るタイプだな。しかもかなり大きいよ。鉄岩もあるし、ひょっとして地表が近いのかも。もしそうなら意外と早く地表に出れそうで何よりだよ。ふう、今日も一日よく働いた。あれ、なんでこんなところに水耕タイルがあるんだ。私が建設を指示しておいたんだ。なんで？スリートイート、今では雪ん小麦という名前だが、それを保管するためだ。保管、栽培じゃなくて保管。雪ん小麦の穀は、種であると同時に食材だから、冷蔵庫の中に入れてもそのうち腐ってしまうんだ。それでいざ栽培をしようとした時には、穀が全部腐ってて無理でしたという事態も起こり得る。だが一旦植え付けてしまえば、腐敗の進行は止められるというわけだ。ああ、水耕タイルを作っていたから配管と配電工事が思ったよりも進まなかったのか。あと、種を植えた後は水耕タイルの機能を停止させておく必要があるぜ。そうしないと、みんな土を摂取するようになるからな。土の無駄遣いが起きるのか、気をつけないとね。朝になったから採掘の続きをしてくぜ。酸素がなくて大変そうだね。酸素もそうだが、このバイオーム気温がマイナス70度手前なんだぜ。ひえ、寒冷バイオームよりも低いじゃん。おかげで低体温症に。おや、あ、宇宙空間が見えたよ。火星バイオームやヘドロバイオームといった掘り進めにくい箇所もなく、割とすんなりこんにちはしたな。あとは地表までの道を整備すればいいね。ま、整備の方は急ぐことはないし、ぼちぼちやっていくぜ。給水ポンプの配線配管工事はもうすぐ完了しそうだよ。一
人手不足のせいか結構時間がかかってしまったぜ。配線配管ともによし。給水ポンプが動き出したぜ。配管レイヤーで水の流れを確認してみるぜ。しっかりと浄水されているか確認するよ。まあ今回の施工は簡単な一本道だから、心配するところなんてないがな。あれ、凍結ダメージが出ているよ。何？というわけはパイプの中で水が凍っているのか。あ、マリサ。ここの汚染水って水温がマイナス10度くらいあるでしょ。それが水になると水は0度で凍るから浄水したらすぐに凍結するわけか。汚染水が普通に液体だから、浄水したらそのまま水になるイメージを抱いていたぜ。これは困ったねー。汚染水を温めないと浄水装置に入れられないよ。沸車パイプがあればコロニー内に巡らせて温めてやるんだが、残念ながら沸車パイプの材料となる精錬金属がないぜ。まずは精錬装置を使って、コバルト鉱石をコバルトにしてやる必要があるね。精錬装置、あ、その手があったか。浄水器の隣に精錬装置を建設するぜ。この浄水器を使って汚染水を温めてやろう。ああ、そういえば精錬装置は冷却用の液体が必要だったね。精錬装置に使われた液体は、温まって出てくるからそれを浄水器に送れば、浄化した時に水は凍らないと思うぜ。確か精錬装置を通すと、水は20か30度くらい上がっていた気がするから、水の凝固点を上回るはずだね。さあ、それじゃあ精錬装置を動かしてやるぜ。配管レイヤーで見ると、冷たい汚染水がどんどん装置に吸い込まれているね。コバルト鉱石の精錬が終わったぜ。装置の停止と同時に汚染水が出てきたね。肝心の汚染水の温度だが、20度手前まで温まっているぜ。おお、これなら水に浄化しても大丈夫だね。浄水器から水が出てきたぜ。ただ水を得たいときは精錬装置を動かさないといけないのが手間だね。何？精錬金属ができれば沸車パイプが作れる。そうすればコロニー内を冷やしつつ、汚染水を温めることができるから一石二鳥だぜ。確かに。水を生産できるようになったことだし、次のステップに進むとするか。このコロニーのさらなる発展のため、コテシを小惑星ペトロイラに送るぜ。え、なんでコテシ？ペトロイラにある補給テレポーターを起動するためだ。そういえば私がペトロイラに向かった時、補給テレポーターに続く道だけは作っておいたんだった。そのテレポーターを起動させて、ペトロイラの資源をこちらに送れるようにしたいんだぜ。確かに、ペトロイラにあってこのカードにない資源があるからね。浴槽とか植物の種とか石炭とか。石炭は火星バイオームに行けば手に入るぜ。あ、そうなの。まあ入手しづらいことには違いないし、ペトロイラにある石炭が持ってこれれば楽になるがな。というわけでコテシ、行ってらっしゃい。ふむ、どうやら無事に到着したようだな。早速テレポーターのスイッチを入れてもらおうか。カード2にある補給テレポーターの起動もコテシにやってもらったが、その時はこっちで活動する霊夢を見ていて、起動の瞬間を見逃してしまったんだよな。惑星が複数になるとカメラワークも大変だ。さて、始まったぞ。トラックボールのようなものをいじっているね。画面には軸のようなものが出ているし、ここの座標でも入力しているのかな。しばらく操作を続けた後、最後は機械を縛いて起動完了となったぜ。やったね。これでペトロイラからカード2に資源を送れるよ。この補給テレポーターには3つのチャンネルがあり、それぞれ気体、液体、固体を送ることが可能だ。隣のコンベアローダーが目につくけど、テレポーターから液体パイプと気体パイプも伸びているね。そのパイプを延長して気体と液体を送ってやれば、カード2まで転送できるぜ。つまり石油はここから直に送ることが可能というわけだね。アトモスーツを作れるようになったら、早々に石油採掘をしたいぜ。石油があれば安定した発電ができるからね。それじゃコテシには帰ってきてもらうぜ。テレポーターのスイッチを入れただけで戻ってくるの。せっかくだから補給テレポーターを動かしたらいいのに。コテシには研究をしてもらわなきゃいけないんでな。資源の移送はまた今度だ。売れっ子芸人みたいな忙しさだ。というわけでコテシ、お疲れさんだぜ。コテシも戻ってきたことだし、次は何をするの？ちょっとした空気の掃除だ。食事をしたビリビリナメクジが発する水素がいよいよ厩舎の外に漏れ始めた。確かに厩舎以外にも水素が漂っているよ。水素は呼吸不可能な気体だけでなく、刺激を持つ気体なので放っておくのはよろしくない。
というわけで、そこらに漂う水素を集めて、気体貯蔵庫に閉じ込めてやるぜ。まずは旧車の水素を上に逃がすべく、気流タイルを取り付けるぜ。気流タイルがあれば、そこから水素は上に逃げていく。そして上に溜まった水素を一度に吸い込んでやるという寸法だ。水素は一番軽い気体だから、移動させるのが楽でいいね。気体貯蔵庫はテレポーターの隣にでも置いておくか。貯蔵庫は邪魔にならないところに置いておきたいからね。うろう、ピンクのエッチな気体が充満しているぜー。なお、エッジを連想させる色は国によって異なるぜ。アメリカでは青、中国では黄色、イタリアでは赤、スペインでは緑がエッジな色とされている。ということは、ブルーのコバルト鉱石を使って作る緑色の吸気ポンプでピンクの水素を吸い取るのは、ものすごくエッジということですな。いいえ、違います。今回は水素だけを気体貯蔵庫に送りたいから、気体フィルターを使って水素だけを分別するぜ。確かオレンジの矢印から指定した気体を送り出すんだったよね。その通りだぜ。あとは水素以外の気体を排出する通風口をつけてやれば OK だ。設計はこれでいいな。それじゃあ工事を始めてくれ。水素が充満する中での工事は大変そうだ。配線を忘れていたので、取り急ぎ変圧器をかませて旧車から電線を伸ばしたぜ。これで動き出したね。終了前に仕上げることができてよかったぜ。集めた水素は発電のために取っておくよ。今はこの場所で吸気ポンプを動かしているが、ここら辺の水素をあらかた吸い取ったら、旧車の中に吸気ポンプを設置して水素を吸い取れるようにするぜ。まあその方が水素を集めやすいしね。といったところで今回はここまで。次回はコロニーに大幅な手入れをしていく予定だよ。それでは、ご視聴ありがとうございました。今日も元気に地下コロニーを開発していこう。前回この辺りに充満していた水素は、あらかた気体貯蔵庫に封じ込めたぜ。これで目がチクチクすることなくテレポーターまで行けるよ。上の吸気ポンプと気体フィルターはもう役目を終えたが、まだ残しておくぜ。代わりに旧車の天井を塞いで、旧車内に吸気ポンプを設置するぜ。これでナメクジたちの体からムワーっと立ち上る水素を直に吸い取るようにするよ。フェロモンみたいな擬音やめれ。それと今回は気体フィルターを使わないつもりだぜ。気体フィルターがなかったら他の気体も一緒に気体貯蔵庫に行っちゃうよ。そんなこともわからなくなったとはマリサ、酒の飲みすぎでとうとう頭がいってしまったか。じゃあわい。いいか、気体フィルターは使わんが、気体の仕分けはちゃんとするんだぜ。どういうこと？今回は気体用パイプ元素センサーと気体遮断器を組み合わせた気体の分別を行うぜ。ああ、メカニカルフィルターだかテクニカルフィルターだかそんな名前の気体分別システムがあったね。でも、前回の地下生活でもそれを作ろうとして失敗したじゃん。あれから私も研究したんだ。今度は失敗しないぜ。それと神員の装飾スキルが最大になったので、並行してコロニー内の美観も整えていくぜ。食堂と寝室に大きな彫刻用のブロックを設置するよ。これが結構作るのが大変だぜ。一度に建設指示を出すんじゃなくて少しずつ建設していった方が良かったね。神湯が早速彫刻に取り掛かっているな。どんな作品ができるのかな？考える複製人間の彫刻を彫ってくれたぜ。これに釣り鉢を合わせれば食堂の美観は大幅アップだぜ。釣り鉢にはそこら辺に生えてた花を植えているのか。あれは花じゃなくてメロマロという菌類だぜ。マイメロみたいな名前してるな。しかもこの見た目で菌類なのか。ちなみに毒があって食べると死ぬぞ。なるほど、性癖が現れた時にはこれを使えということか。なぜそんな考えになるのだ。寝室と食堂の装飾が済んだよ。これでメンバーの士気も多少は上がってくれればいいんだがな。なお、美術品を作っても床が死ぬほど散らかっているので思った以上の美観効果は出ていない模様。片付けをする時間がないんじゃ。ナメクジ旧車のフィルターも完成だぜ。随分シンプルな構成だね。元素センサーのすぐ後ろに気体遮断器を取り付けているだけじゃないの。気体遮断器は、元素センサーが水素を感知すると弁を開くように自動化しているぜ。本当にこれだけでうまく動くの？まあ見てろ。吸気ポンプが動くようにしたから、早速気体の流れを確認するぜ。元素センサーがグリーンになったということは、水素を感知したみたいだね。これで水素だけが気体遮断器を通ればいいけど。おお、その通りの動きになっているよ。以前の気体遮断器フィルターは、枝分かれの部分があった。
流体は二股になっている箇所があると、その両方を満たそうと交互に移動する性質を持つ。これがフィルターが機能しなかった一因となっていたんだぜ。今回はパイプの一本道の途中に気体フィルターを取り付けているね。水素が気体フィルターの手前に来た時だけ気体遮断器を開くようにすれば、水素は勝手に遮断器に吸い込まれていくんだぜ。そんな単純な構造でよかったのか。これで気体フィルターはお約5面となり、電力を 110W 節約することができるぜ。今後は気体遮断器を多用していくわけだね。あとは気圧センサーをつけて、水素がある程度溜まった時だけ給気ポンプを動かすようにするぜ。ずっと動かしっぱなしだと電気がもったいないからね。ナメクジ厩舎の改良はこんなところだな。あれ、マリサ。堆肥置き場が停止状態になっているよ。ああ、いいんだよ。解体するから。一体なんでさ。こちら側に移設するからだ。わざわざコロニーの反対側に移すのか。ちゃんと訳があるんだよ。バッテリーも堆肥置き場も、熱を発するだろ。その二つをまとめておけば、復射パイプによる冷却も簡単にできると思ってな。そう言われれば確かに配管工事が楽で済むかも。他にも熱を出す工業施設はここらにまとめておきたいな。ところでマリサ、最近コロニー内に留まって建設の手伝いをしているけど、前回から始めた周辺の探索はもう終わったの。探索はちょっとストップしているんだよ。遠くの方に一歩行きが続かなくて、満足に採掘ができないんだ。それは効率が悪いね。というわけで酸素マスクを作って探索を行うぜ。酸素マスクには酸素を注入する必要があるから、酸素を生成する装置を作らないとな。電解装置を設置するの。いや、今回はこの錆脱酸素装置を使おうと思う。なんだこれは、初めて見る装置だ。錆を投入するだけで酸素を生み出してくれるお手軽な酸素生成装置だ。酸素散布機のようなものか。だが、少量の塩素も発生させるので、そこは注意が必要だな。今さら塩素にビビる私たちじゃないよ。錆脱酸素装置から発生した酸素は、隣の給気ポンプに吸わせて酸素マスクドックまで送るぜ。酸素マスクドックはどこに建設しているの？テレポーターの隣に作っているぜ。とりあえず私が使う一個だけだ。さらに酸素マスクが必要になってきたら場所を移すぜ。さて、酸素を酸素マスクドックに供給できるようになったぜ。こっちも気体遮断器を使ったフィルターがちゃんと機能しているね。ああ、あとは酸素マスクに酸素が溜まるのを待つだけだぜ。酸素が溜まったぜ。ちなみに天井にぶら下がっているあの機械はラスボスです。ええ、嘘です。なぜそんな意味もない嘘をつくのか。まあとにかく、酸素マスクを装着したことで、無酸素空間でも長時間の作業が可能になったぜ。これで探索もはかどりそうだね。お、見慣れない植物発見。グラブフルーツの木っていうのか。しかしおかしいな。以前来た時にはこんな植物なかったんだが。これは謎ですなぁ。ま、今は植物はいい。このまま探索を続けていくぜ。あれから探索を続けたが、あんまり目星いものはなかったな。間欠泉は蒸気噴出口が一つ見つかっただけだぜ。水系の間欠泉はもう間に合ってるんだけどね。そして念願の天然ガス間欠泉はどこにも見当たらないな。地底の方はまだ未探索だけど、灼熱の溶岩地帯に邪魔されて気軽に掘り進められないよ。なんかこのままカード鬼でうろうろしていても、自利品になるだけの気がするな。ここは思い切って、ペトロイラの開発に乗り出した方がいいかもな。確かにペトロイラは石油がたくさんあるけど、石油バイオームは気温が80度以上あるし、何より放射乱が自生しているから危険だよ。ああ、だからそのためにアトモスーツを作らないとな。となるとリード繊維が必要だね。この惑星にはシンプルリードが自生していないし、ペトロイラにも生えていなかった。ということは、リード繊維はドレッコから採取するしかないね。つまり、喫緊の目標はドレッコの飼育だな。ドレッコは火星バイオームにいるから、厩舎を完成させたら捕まえに行こうか。ドレッコはコロニー左の火星バイオームから捕獲しようか。そして火星バイオームに突入するにあたって、この水たまりを利用して塩素と水素の輸入を防ぐぜ。何を言ってるんだってばよ。こうやって液体に浸かるように壁を作ると、私たちは水の中を通って火星バイオームに行ける。だが、火星バイオームにある有毒な気体は、壁と水に阻まれてコロニーには流れ込まない。これが液体を利用した気体の分断だ。これは簡単だ。以前は火星バイオームに入るときはわざわざ吸気ポンプで塩素を吸い出していたからね。ま、今回はドレッコを捕獲するだけなんで、このくらいの処置で十分ってわけだ。
ドレッコ厩舎はテレポーターの隣に建設するぜ。ドレッコの鱗の成長には水素が必須だから、ここはちょうどいい場所だね。ああ、ここにもビリビリナメクジから出た水素が溜まっているからな。ところでマリサ。なんだ？ドレッコの餌はどうするの？やべ、すっかり忘れてた。ドレッコの餌はミールウッドかバウムリリーだが、バウムリリーは塩素の中で育てる必要があるから少々厄介だ。じゃあミールウッドを育てた方がいいね。となるとペトロイラに行って、ミールウッドの種をこちらに送る必要があるわけか。よし、ここは私がペトロイラに向かうとしようか。マリサが。ああ、種を送るついでに、ペトロイラを掘り進めようと思ってな。硬い岩盤が掘れる私が行った方が、自由に探索ができるだろう。うん、確かにそうだね。というわけで準備が整い次第、ちょいとペトロイラに行ってくるぜ。マリサ、製造ポットが起動したよ。コロニーの規模も大きくなっていることだし、そろそろ新しいメンバーが欲しいが、いい人材はいるかな。今回はいろいろな分野に興味を持っている人たちが候補だね。そろそろ操作ができるメンバーが欲しいと思っていたんだ。精錬装置も作ったしね。というわけで、操作に興味を持つジョシュアを加えることにしたぜ。これからよろしく。これで7人目のメンバーか。結構早いペースで入れている気がするけど大丈夫。食料や酸素のこともあるし、次のメンバーはしばらく入れるのを控えようかな。それじゃあペトロイラに行ってくるぜ。新メンバーのジョシュアには、お前の方からいろいろ教えておいてくれよ。わかったよ。それじゃあペトロイラまで行って給するぜ。ふう、ワープは初めてだったがなんだか気分がいいな。まるで生まれ変わったような気分だ。さてと、今回の第一目標はミールウッドの種を送ることだ。そのためにはコンベアローダーに電力を供給して、物資を補充できるようにしないとな。コンベアローダーは自動掃除機が吸ったアイテムを保管するものだけど、人の手でもアイテムを格納できるの。おう、ここの手動操作許可にチェックを入れれば大丈夫だ。それならすぐアイテムを送れるね。それじゃ、まずは配線工事をしていくぜ。おう、頑張れー。簡単な配線工事も、一人でやるとなるとそれなりに時間がかかるな。よし、配線はこれで完了だ。コンベアローダーに通電したよ。それじゃ早速物資を送ってみるか。そこら辺に落ちていたブリッスルブロッサムの種を拾って、こいつをコンベアローダーにぶち込んでやる。お、動いた。って、中身は？心の目で見るんだ。そんな無茶な。これ、補給品テレポーターに吸い込まれたぞ。ちゃんとそっちに届いているか確認してくれ。わかったよ。こっちは補給品テレポーターの送信機の方か。それじゃあもう片方が受信機だね。あ、ブロッサムの種があったよ。うむ、きちんと届いているようで何よりだ。これは記念すべき生還輸送の第一号だぜ。じゃあこのブロッサムの種は神棚に飾っておくね。いや、植えろよ。それじゃあこの調子でミールウッドの種と、ブロッサムの種を送っていくぜ。ついでに豚骨ラーメンも送ってほしいよ。んなもんあるか。ああ、今日は種拾いで疲れたな。バッテリー残量が少なくなってきたら、人力発電で走る必要があるし。一人じゃ大変だ。誰か手助けしてほしいな。ちら、ちら。ちょっとマリサ、何考えてるのさ。まさかそこで寝てる人を解凍しようとしてないでしょうね。さっき自分で言ったこと忘れていないでしょうね。なんだこの捏造画像は、私はこんなもの知らん。は。強大な地下コロニーを築くのに必要なのはやはりマンパワー、人頭こそが全てよ。中からファーマのおっさんが出てきた。どうやらこの人はお父さんというらしい。ずっと冷凍保存されていた人だけど、ちゃんと生きているの。どうだろうな。あ、動いた。長い間冷凍保存されていた割には、昼寝をした後みたいに元気に動いているな。で、どんな人なの？個性を確認してみるぜ。装飾とロケット操縦に興味があるみたいだが、ヨレヨレの服という装飾が下がるマイナス特性を持っている。ダメじゃん。あとグルメという料理の技術が向上するが、食料による指揮ボーナスがマイナス1になるという、メリットかデメリットかわからん特性も持っているな。ちなみに現在の能力は操縦5、料理3、装飾3だ。ちなみに夫は1200サイクル以上生活をしていたらしい。それなのにこの低い能力値、今まで何をしてきたんだ。微妙な人材として、誕生してすぐに冷凍保存されていたのかも。確かに、製造ポットで出てきたら、私たちなら絶対に選ばない人材だよ。
冷凍人間ガチャを外した感じはあるが、オットーにはブロッサムとミールウッドの種を回収してもらおう。その間、私は採掘を行って、受け取り口の補給品テレポーターまで続く道を作るぜ。アビサライトと黒曜石に囲まれているから、マリサじゃないとあそこまで行けないからね。オットーよ。お前を助け出したのはこの私だ。というわけで私のためにどんどん働け。この善意の押し売り。ミールウッドの種をカードオンに送れたことだし、今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。今日も元気に地下コロニーを開発していこう。前回、ペトロイラのコールドスリープを解除したら、なんとも微妙な能力のオットーが仲間になったぜ。無駄に隊員枠を圧迫した気がするよ。まあ気を取り直してコロニー開発を続けるぜ。テレポーターの受け取り口までの道を作ったことだし、種集めはオットーに任せて私は帰るぞ。思ったよりも早く帰ってきたね。次に私が来る時が原油採掘の始まりだぜ。というものの、採掘した原油を石油に生成するのも石油を発電に使うのもどうしようかって感じなんだけどね。原油を石油にするときは天然ガスを出すし、石油発電機を動かそうものなら、膨大な量の二酸化炭素が発生するから、コロニーの中心にこれらの機械は置きたくないんだよな。何も考えずに設置すると深刻な大気汚染を招くことになるよ。石油発電をするならカードオミの地表付近かな。大量の二酸化炭素は宇宙に投棄しようという寸法だね。そのためには地表の整備もしないといけないし、小屋石油発電はまだまだ先になりそうだな。今のビリビリなめくじだよりの生活も悪くはないから、焦らなくてもいいよ。ああ、一日の最後の方に電力不足になることはあっても、朝が来ればバッテリーが満タンまで充電されているからな。電力がピタッとなくなる心配がないのはありがたいぜ。それで、今は農場の周りをいじくっているけど、一体何をするつもりなの？ああ、温室を作ろうと思ってな。温室、前回の地底開拓では作らなかったね。温室は、農業端末を使うための部屋だ。農業端末は肥料を消費して、植物の成長速度を1サイクルの間、2倍にすることができる設備だぜ。チートですやん。その成長爆は設置された作物だけだぞ。全部の株に効果があるわけじゃない。なんだ。だが食料供給に一役買うことには違いない。今回は惑星がそれほど大きくないし、火山もたくさんあってコロニーの拡張が限られる。限られたスペースで効率よくやるために、温室を建設して作物を育てるぜ。作物の成長には大気も大切だから、壁は気流タイルを採用するぜ。それと今は泥バケツを栽培しているけど、ペトロイラから送られてきたブロッサムの種も育てていくよ。むしろそろそろ泥バケツを撤去して、全部ブリッスルブロッサムにしていきたいな。ようやく慣れ親しんだブリッスルベリーを食べられそうで、私は地面に落ちたタンポポの種のようにホッとしているよ。それじゃあブリッスルブロッサムを植えていくぜ。ブロッサムは成長に光が必要だから、ランプを用意してあげないとね。ブロッサムの栽培には水耕タイルを使うぜ。パイプをつなげば自動で灌漑をしてくれるやつだね。ああ、水やりの手間が省けるから、みんなは他の仕事に注力できるようになるぜ。水耕タイルができたからブリッスルブロッサムを植えていこうね。今は配管工事がまだだから水が供給できずに枯れているが、これから貯水池から水を引っ張ってくるぜ。というわけで貯水池に給水ポンプをドン。あとはパイプを伸ばしていくだけだぜ。貯水池から水を引いてこれるようになったし、そろそろトイレも水洗にしたらどう？水洗トイレの汚水は食中毒菌を含むからな。きちんと保管する場所と、その後の利用法も考えないと水洗トイレにはしにくいぜ。個人的には今回は塩素による殺菌をしてみたいから、まずは滅菌ルームを作ってから水洗化という手順にしたいな。じゃあトイレの水洗化ももうちょっと先になりそうだね。ところ変わってこちらはペトロイラ。オットーに任せていた種の回収がもうすぐ終わりそうだぜ。というわけで新しい仕事を与えよう。仕事は終わらないから仕事なんです。ま、本当のところは、私がテレポーターを使ったばかりだから、再充電まで何かさせておきたいんだぜ。そういえばテレポーターは続けて使えないんだった。オットーに次にやってもらうのは採掘だ。銅鉱脈がある一帯をドバーッと掘ってもらうぜ。オットー、お前は新入りだから、スキルポイントがゼロだろ。しっかり稼ぐんだぞ。いや、それは違うぜ。オットーは古代人の知識という特性を持っていて、最初からスキルポイントを3つ持っているぜ。あ、そうなの。だから最初からスキルを伸ばして役割を持たせることもできるぜ。冷凍前の経験が残っているのか、昔取った絹塚というわけだね。
テレポーターの充電が完了したら、オットーにもカードーニに来てもらうぜ。それとグッドニュースだぜ。製造ボットの選択肢の中に、ドレッコの幼体が入っていたぜ。このドレッコを育てれば、わざわざ火星バイオームまでドレッコを捕まえに行く必要はないね。まあ一匹だけじゃ心もとないから、今後火星バイオームに突入することはあるかも。しかし、まだドレッコ厩舎の準備が整っていないのである。はよミールウッドを育てる環境を作らんとな。あ、ちなみに前回ドレッコの餌は、ミールウッドかバームリリーかって話をしたが、ピンチャペッパーもドレッコの餌にできたぜ。前のコロニーであれだけドレッコを育てたのに、特徴をすっかり忘れているじゃないか。まあどのみちピンチャペッパーは熱帯の中でしか育たないし、今回作ったドレッコ厩舎で育てるのは難しいから、やはりミールウッド一択だぜ。それじゃ準備が整い次第ドレッコを厩舎に移すよ。あれ、泥バケツがなくなっている。濃厚タイルは全部解体して水耕タイルにチェンジ。作物もすべてブリッスルブロッサムに変えるぜ。とうとう泥バケツがお約5年となったのか。ブロッサムの種はまだ少ないが、地中に埋まっていることもあるからな。オットーには掘った地層から出てきたブロッサムの種を引き続き送ってもらうぜ。ブリッスルブロッサムの栽培が始まったことだし、ここでもう一押しだぜ。拡張工事をしているみたいだけど何をするの？ここに新しい作物を植えるんだぜ。栽培できるような作物があったかな？まあ見てろ。作物の育成に適した気温にするために、下の部屋に焼成釜を置いてテラフォーミングを図るぜ。焼成釜の熱で氷バイオームの冷気を追い払おうというわけか。そういうことだ。さて、部屋の大きさはこれで問題ないな。うん、なんで部屋の大きさをわざわざ測ったの？また温室を作るの？いや、温室じゃなくて厩舎を作って、そこで作物の栽培をするんだ。厩舎で作物の栽培、何その廃校で生ハム作りをするような話は。まあ後々分かってくるさ。岩石粉砕機と工業端末は解体するから、コロニーの右側に新しいものを作っておくぜ。これで熱を発するものがコロニーの右側にまとまってきたね。やっとこさコロニーの区画がはっきりしてきたぜ。それじゃ次は焼成釜によるテラフォーミングを始めていくぜ。焼成釜では精錬炭素とセラミックが作れるんだったね。鋼鉄の生産も見据えて、精錬炭素を生産しておいたら。いや、今のところ石炭はほとんど在庫がない。今は空間を温めることが第一目標だし、ここは石炭の消費が抑えられるセラミックを量産して、あたりをポッカポカにしていきたいと思うぜ。精錬炭素の生産はもうちょっと後になるのか。火星バイオームからいくらか石炭が取れるだろうから、それを手に入れてからだな。いろいろ成功してやることになるが、ここでコロニー内の冷却システムを作ることにするぜ。以前も少し触れたが、雪水間欠泉の汚染水をコロニー内に流し、輻射パイプで周囲の熱を冷ましつつ、汚染水を温めるという作戦を取るぜ。温まった汚染水は今設置した浄水器に送って、生活用水として使えるようにするぜ。コロニーを冷ましつつ冷たい汚染水を温めて水にしても凍らないようにする、一石二鳥の計画だね。それじゃ設計していくぜ。まずは汚染水のゴールになる浄水器だが、その手前に液体溶パイプセンサーと液体遮断フィルターを設置するぜ。なんで？仮に浄水器まで来た汚染水が0度以上になっていなかった時、その汚染水が浄水器に入るのを防ぐためだ。0度以上にならないとかあり得る。初めての試みだから保険だよ。しばらく動かしてみて問題がないと感じたら、このフィルターは外すぜ。出口が決まれば次は入り口だ。新しく液体遮断器を作って、精錬装置に繋いでいるパイプをそこに繋げよう。自動化スイッチをオンにすれば液体遮断器が開いて、汚染水がコロニー内に流れ出すという仕組みだぜ。あとは入り口から伸ばしたパイプをコロニー内に巡らせて、最終的に浄水器まで持っていけば OK だ。ところでなんで時々液体ブリッジを挟んでいるの？パイプはタイルを貫通するんだからそのまま伸ばせばいいじゃない？思い返しても、なぜこの時液体ブリッジを使ったのかわからないんだぜ。もうボケてますやん。まあいい。とにかくここからは熱を発する施設に被せるように輻射パイプを敷設していくぜ。バッテリーと堆肥置き場だね。堆肥置き場は40度以上の熱を発するし、バッテリーも延々と熱を溜め続けるから熱冷ましは必須だぜ。発熱する施設には冷え液貼って回りたいよ。どうにかなるか。お、輻射パイプの材料がなくなっちまった。精錬金属をまた作らないと。まあバッテリーと堆肥置き場地帯には輻射パイプを巡らすことができたし、あとは普通のパイプでいいや。
これで一応設計はできたね。あとはいつも通りみんなで作っていくだけだぜ。おっと、おっとが走っているぞ。テレポーターの充電が完了したから、ペトロイラから引き上げさせるぜ。いや、おっとの場合は最初からペトロイラにいたから、この場合カード2に引っ越しさせると言った方がいいかな。それで、カード2に来たおっとには何をさせるの？おっとはグルメだから、料理人をさせようと思うぜ。てなわけで、早速グリル調理のスキルを習得させるぜ。でも、料理人ならすでにルビーがいるよ。ルビーは牧夫に転職してもらうぜ。これから飼育する動物の頭数も増えることだし、牧夫はいくらいても困らんだろう。確かに、私の仕事が楽になるね。そしてジョシュアには作物の手入れのスキルを覚えてもらう。作物の手入れを覚えれば農業端末を使用することができるぜ。むしろせっかく作った農業端末を今まで置物にしていたのか。先に作っておいて困るもんでもないし、いいだろ。農家に任命されたジョシュアが早速農業端末を使っているね。農業端末は肥料から微量栄養素を作成する。農夫の仕事は微量栄養素を作って、作物に摂取することだぜ。おお、緑の農薬をブロッサムにぶっかけてるよ。微量栄養素だって言っただろうが。もうびっちょびちょになるくらい栄養を投入しているけど、これ根腐れするでしょ。宇宙植物のパワーを信じろ。あ、施肥が終わったみたい。また農業端末から微量栄養素を作成するぜ。なんか効率悪いな。まあ実際、ジョシュアは農作物の世話にほぼかかりっきりになるだろうな。配管の中に栄養素を混ぜられればいいのに。まあそう言いたくなるのもわからんでもない。次は新しい厩舎を作っていこうか。農作物を植えると言っていた厩舎か。ねえ、いい加減何を植えるのか教えてよ。あとなんで厩舎で植えるのかも。いいだろう。新しく植えるのはヨロヨログラブフルーツ。飼育するのはスイートルだ。なんでこの二つを一緒の部屋にするの？ヨロヨログラブフルーツは本来、ヨロガリナにしかつけなくて大した食料にはならない。一方、スイートルはヨロヨログラブフルーツの世話をするという特性を持つ。スイートルに世話とされたヨロヨログラブフルーツは、グラブフルーツとなり、立派な実を実らせるんだぜ。なんだその合わせ技一本みたいな現象は。だからわざわざスイートルの厩舎を作って、そこでグラブフルーツを栽培するんだぜ。植物と昆虫の組み合わせか。蜂が花粉を運ぶようなものかな。それじゃあスイートルを捕獲していくぜ。スイートルもよく見るとなかなか愛嬌があるんだよね。食事をしているところなんてもぐもぐしてて可愛いぜ。ほい、一匹卵案内だよ。早速グラブフルーツの世話を始めたが、給餌器の設定画面に隠れてあまり見えないという失態を犯す。他の株も続けて世話してくれると思って二段しとったんじゃ。その後は株の前を素通りだし、一日に一回の割合でしか世話をしないのか。と思ったけどその後は普通に世話をしてくれたよ。ヨロヨログラブフルーツのカゴみたいなところをフリフリしてるんだな。何を、私だってお茶漬けを食べる前に袋をフリフリするよ。何の張り合いだよ。まあスイートル厩舎の方は、建設指示も出しているし、あとは勝手に整っていくだろう。それよりもドレッコの方はどうなった、病態が出てきてから音沙汰なしだが。ようやく厩舎に動物解放ポイントができたから、これで捕獲して運び込むことができるよ。というわけでドレッコが厩舎にやってきたよ。ミールウッドを餌にしているから、ツヤツヤドレッコの誕生に期待だな。ツヤツヤドレッコがいれば、貴重なプラスチックを手軽に入手することができるからね。冷却システムの方もついに完成したぜ。そこそこの規模の工事で大変だったよ。今時期に輝く副車パイプと汚染水が、コロニーの熱を奪ってくれるぜ。そして肝心の汚染水の温度なんだけど、一番先頭にある汚染水はすでに30度以上になっているよ。やっぱり浄水器の前にフィルターはいらなかったんじゃない？いやいや、まだ動かし始めたばかりだし、第一印象じゃなくて経過観察が大切だぜ。汚染水はそのまま浄水器まで到達。浄化が始まったぜ。あれ、浄水器に入らない汚染水があるよ。浄水器1台じゃ全部の汚染水を処理しきれないか。もう1台作ったら余すことなく処理できそうだけどね。まあ浄水器を動かすのにも電気が必要だし、節電を心がけている今は、増設は難しいぜ。仕方ないか。浄水器から溢れた汚染水は、氷バイオームまで戻ってもらって、再びコロニー冷却のために働いてもらうぜ。それで雪水を使った冷却の効果はどれほどなの？
1サイクル後にはもうこんなに冷気が漂っているぜ。効果は抜群じゃったか。これは確かに水温を確かめて、浄水器に送るかふるいにかける必要がありそうだ。だろ。コロニー冷却や新旧車作りなどいろいろやったところで今回はここまで。次回はここにある水素噴出口を活用していければなーって思うよ。それでは、ご視聴ありがとうございました。今日も元気に地下コロニーを開発していこう。お、ドレッコの毛刈りが終わっているじゃないか。鼻毛真剣の使い手がいない今、毛刈りなんてギンギラギンにさりげなくできるよ。リード繊維も取れたことだしあれを作るか。じゃーん、EXO スーツ製造所。精錬金属とリード繊維からアトモスーツを作成できるよ。とりあえず一つ分は作れるくらいの材料はあるな。一つじゃ心もとない。もっとたくさん作りたいよ。ということで、火星バイオームにいるドレッコを捕まえることにしたぜ。水が採掘場所に流れてきて大変そう。今回はこれでいいんだぜ。ほら、液体が空間を塞いで塩素がこっちにやってこないだろ。これが液体エアロックってやつだ。液体による気体の完全遮断か。これで塩素と水素がコロニー中心まで流れてくる可能性は皆無だ。ほら、あとはドレッコの捕獲を頼んだぜ。わかったよ。ところ変わってスウィートル厩舎。スウィートルが世話をしてくれたおかげでグラブフルーツが実をつけたぜ。元の植物とは大違いだよ。このグラブフルーツを使ってうまい料理を作ってもらうか。というわけで、グルメの夫にグラブフルーツの瓶詰めを作ってもらうぜ。スクロースとグラブフルーツを使う料理か。早い話がギャムだね。スクロースは用を食べたスウィートルが排出してくれるぜ。こんなところでもグラブフルーツとスウィートルはコンビになるのか。まさに切っても切れない関係だな。それで今回の目標だが、うん、カードウニの治療の開拓をしようと考えているぜ。もう治療の開拓？早いに越したことはないだろ。後々の石油発電のことも考えれば治療の整備はぜひとも必要だ。これはまた大工事の予感がするよ。まずは最短で治療に出るルートを作ってやるぜ。テレポーターに続く縦穴をそのまま延長するのか。途中で寒すぎて液体化した塩素があるが、そのまま掘ると下に落ちて気体化するな。困ったね。まあ、塩素は後で何とかするぜ。おっと、製造ポットが起動したか。早速設計図を確認しよう。むむ。どうしたのサマリサ、川平さんのモノマネなんてして。川平自衛じゃねえよ。ちょうど欲しいと思っていた能力の人材がいてな。誰？トラバルドだ。採掘と研究に興味があるのか。正直、今回は研究要員は小手氏だけじゃ全然足りなくてな。あと、そろそろ私以外にも硬質採掘を使える人間が欲しかったんだ。まさにピンズドの人材だね。こんなちょうどいい複製人間が出てくる機会などそうそうない。ここは即決でコロニーに招き入れるぜ。熱烈歓迎するよ。それじゃあ採掘を続けよう。進路に溜まっていた液体塩素は、吹っ飛ってボトル詰めにしておいたぜ。ボトル詰めにしてどうするの？わからんか、ボトル詰めにしたことで持ち運びができるようになる。現在ここにある塩素を、こっちのくぼみに移してやるんだぜ。ああ、確かにそこなら採掘の邪魔にならないね。というわけでボトル開けを設置。これで塩素をくぼみに流してやるぜ。ほい、これで塩素を避けることができたな。引き続き地上に向かう通路を掘り進めていこう。しかしここで衝撃の事実が明らかになる。ところ変わってこちらは雪塩水間欠泉のあるエリア。地下に楽に降りれるルートがないか確かめた結果、雪塩水間欠泉の真下はとんでもない量のマグマが溜まっていたぜ。ここにある大量の冷水を流し込んでやれ。これっぽっちの量じゃ下にある大量のマグマは冷やしきれないぜ。ちょっとさすがにマグマ多すぎんよ。これじゃあ地熱発電どころじゃないな。まあ地熱発電は火山があればいいし、野良のマグマははっきり言って邪魔だね。それにマグマが多いということはそれだけ他の資源が少なくなるということ。この惑星は金属は豊富だが、石炭等の他の資源は意外とカツカツかもしれんな。早く別惑星を開拓できるようにしたいね。さて、その後は順調に地表までのルートが出来上がっていったぜ。もうちょっとで垂直掘りは終わるよ。結構長い縦穴になったし、ここで滑り棒を設置して移動を楽にしようか。下りだけなら移動速度ナンバーワンの滑り棒。これがあれば地表にいても余裕でご飯に間に合いそうだ。雪は相変わらず階段だけどな。移動チューブが欲しくなるね。
プラスチックが大量に生産できたら作ってやるぜ。さて、ここまで来ればあとは宇宙空間に出る穴を掘ってやるだけだな。宇宙空間に出た後は何をするの？ロケットを作るの？前回のコロニーでもやったようにまずは天体観測だ。この周囲に他に惑星がないか確かめるんだぜ。そして見つけた惑星にロケットを飛ばしていくわけか。今回はロケットを飛ばした後に現地に降り立って採掘やら開発やらをする必要があるぜ。ひょっとして帰りの燃料も計算しないといけない？そこはわからんが、下手をすればロケットに乗ったまま帰らぬ人となる可能性もあるかもな。ひえ？よし、外に出られたぜ。あ、なんか物足りないと思っていたら領土がないよ。この中域は隕石が飛来しないようだな。平和な宇宙なんだね。だが裏を返せば金属鉱石の入手手段が限られるということだ。ビリビリなめくじを買っている私たちには痛いデメリットだ。やはり金属鉱石を入手するためにはロケットを飛ばすしかないな。しかしこの星の地表起伏激しすぎ。ロケットなんて建設できるの？整地するか、最悪タイルで水平な地面を作ればいい。それよりも今は、ロケットの話よりもみんなが宇宙空間で活動できるようにしないとダメだ。というわけで、宇宙に続く通路に酸素マスクドックを建設していくぜ。ここまで気体パイプを敷くのは大変そうだよ。あと地表付近に水素発電機も作りたいな。このタイミングで水素発電機を用意するの？地表付近とコロニー中心とで、発電系統を分けようと思ってな。まあ確かにいつまでもビリビリなめくじ頼りではいられないよね。最近は消費電力が増えてきたせいで、終了前に停電を起こすことがたまにあるからな。そろそろ別の発電を確保するという意味でも、水素発電を始めていくぜ。そのためにもここにある水素噴出口も活用していきたいぜ。地表を開拓したり、間欠泉を利用したりと大忙しだ。ああ、重労働プラス長時間通勤で最近疲れが溜まっているよ。そんな私の最近の楽しみは食事。このグラブフルーツの瓶詰めはブリッスルベリーよりもずっと美味しいよ。みんなこぞって食べたがる当コロニーの人気メニューだぜ。あまりの美味しさに瓶ごと食べられるんだぜ。という具合に良質な食事で英気を養う日々が続いているよ。それじゃあ水素発電の準備を始めていくか。まずは水素噴出口に続く道にアトモスーツドックを建設していくぜ。アトモスーツを着用すれば水素が充満している空間でも快適に仕事ができるからね。ああ、そういえばアトモスーツといえば、ペトロイラの探索にアトモスーツを使うという話をしたよな。うん、そうだね。それでちょっと問題が。ペトロイラの受け取り側の補給品テレポーターを起動させていなかったんで、アトモスーツを送ることができないぜ。しょうもない理由でつまずいてる。だから急遽コテシをペトロイラに向かわせて、補給品テレポーターを起動させたぜ。まあ別に急ぐほどのことじゃないけどね。お、コテシが機械の起動を始めたぜ。スキャナーに手を合わせているだけだね。これのどこに実地調査のスキルが必要というのだ。5歳児でも起動できそう。起動が終わったみたいだね。お、テレポーターの扉が開いたぜ。おお、あの金魚鉢はまさしくアトモスーツ。無事に送れたみたいだな。これでペトロイラの石油バイオームに突入できるね。まあ今回は突入しないがな。じらすねー。水素発電の方が先だぜ。ああそうそう、コテシにはすぐに帰ってきてもらうが、期間前に建設してもらいたいものがあったんだ。一体何さ？それがこのミニポッドだ。白い背景に白い輪郭をかぶせてもわかりません。ならさっさと完成品を見せようか。これは、似てる？製造ポットによく似ているよ。このミニポットは製造ポットの簡易版だからな。似ているのは当然だぜ。惑星に一つだけ建設できる貴重な施設だ。ふーん、ここから出てくるものは製造ポットと同じなのかな。さあ、使ったことないし、何が出てくるかはこれから確認するぜ。さてとコテシにはもう戻ってきてもらおうか。ミニポットが動くのは3日後くらいかな。まあ普通の製造ポットも3日に一度補給品を吐き出すし。起動。おいー、起動ボタンを押さないとそもそも動かないのかよ。コテシ、行くな、戻れ。ここでお前が帰ったらミニポットをわざわざ作った意味がなくなってしまう。行くな、行くな、超えるな。悪夢のような現実がそこには待っていました。ああ、ミニポットの起動はテレポーターの充電が終わってからじゃないと無理だ。もうまた来週って感じだね。仕方がない。私が石油バイオームに進行するときについでに起動しておくぜ。
幸い、ミニポットの起動には研究スキルは必要ないみたいだからね。それじゃあ気を取り直して水素噴出口を活用できるようにするか。あともスーツドッグができたから、ドッグに酸素と電力を供給しないとね。完成したものがこちらだぜ。また脱サビ酸素発生器を使うんだね。他に綺麗な酸素を出せる手段がないから仕方がない。というか、酸素マスクドッグに酸素を供給している吸気ポンプからパイプを伸ばして、ここまで持ってくればよかったんじゃない。そんなのスパゲッティ配管待ったなしだろ。場当たり的な配管は後々苦労することを前回のコロニー開発で学んだだろう。それもそうだね。とりあえずアトモスーツの機構はこれでいくぜ。次は水素噴出口周りの工事だね。その前に新メンバーを加入させるぜ。記念すべき10人目の開拓メンバーだね。今回は研究、医療、採掘に興味を持っているナイルズに来てもらうことにしたぜ。また研究要員、研究者権威者として頑張ってもらうつもりだ。今はまだいいが、今後マグマを利用したり火山地帯を開拓するときに、熱による怪我を負うものが出てくるだろう。負傷者の治療のためにも医者は必要だぜ。まあ確かに、前回も散々尿道の熱に苦しめられたからね。だが当面の間は、ナイルズには研究者としてコテシの手伝いをしてもらおう。部下が二人もつくなんて、コテシも偉くなったなぁ。で、部下の一人のトラバルドは採掘しに来たのか。隣鉱石を掘って、瓦礫を拾って、そのまま帰って行ったね。トラバルドはまだ鉱室採掘を覚えていないから仕方ない。この効率の悪さよ。コテシが噴出口の周期を調べている中で、吸気ポンプの建設指示を出していくよ。不安なのは水素噴出口が出す水素の温度で、吸気ポンプがオーバーヒートしないかってことだが。金アマルガムがあればそっちを使うんだけど、あいにくこの星では金アマルガムを見かけないからね。むしろ鋼鉄の方が手に入りやすいぜ。吸気ポンプを設置したら、あとは適当に配管を伸ばしていこう。あとは水素だけを抽出するフィルターを作って、水素をコロニー内の気体貯蔵庫に送ってやれば OK だ。あとはパイプを引っ張るだけだから簡単だね。だがパイプを引く前に、水素発電所を作っておきたいな。気体貯蔵庫の右側にちょっとした空間があるから、ここを整地して水素発電機を並べていこうか。大きなコバルト鉱床もあるし、ついでにコバルト鉱石もゲットできるね。そうだな。コバルト鉱石の取りこぼしが出ないように掘り進めていくとするか。とりあえずこれだけ大まかに掘って、あとは微調整ということで。あとはガシガシ掘り進めていこう。それと、肥料開発も次のステップに進んでいるぜ。酸素マスクドッグへの配管が完了。あとはドッグに酸素を送ってやれば、真空の宇宙でも長時間の活動が可能になるぜ。てなわけで、地上に観測望遠鏡を建設してもらうぜ。あれ、なんか前回の観測望遠鏡とはフォルムが違うね。これは簡易版だと思ってくれ。なお、簡易版でも制作に必要な資源の量は変わらん模様。簡易版とは、簡単に違いを説明すると、この観測望遠鏡は酸素を供給しなくても動作する。それと説明書を見たが、上に屋根を作っても機能するようだ。簡易版どころかとんだ改良品じゃないか。酸素マスクを装着すれば長時間の星の観測ができるから、特に不便に思うことはないぜ。あとは電力を供給して動くようにしてやろう。やっと水素発電機のご登場だね。多少は水素を消費していかないと、貯蔵庫を圧迫するだけだからな。コロニー中心部の水素発電所も手早く建設していきたいね。ところがその水素発電所の開発の途中で、予想だにしない事態が判明するぜ。ここら辺は水素発電所になるから、汚染水を拭き取りましょうねー。ジョシュアのやつ、今熱がったよな。特に熱源になるようなものは近くにないし、おかしいね。ここは一応沼地バイオームだし、気温はむしろ低いはずだが。温度レイヤーで確認してみよう。おわ、なんだ、気温が50度以上あるぞ。どういうこと？確かにマグマが固まってできた灼熱地帯はあるが、こうした箇所はアビサライトが周りを覆って守ってくれてませんね。アビサライトが完全に途切れている場所があるよ。この隙間から岩盤にマグマの熱が伝わって、周囲を酸蝕していたのか。これって放置したらまずいやつだよね。ああ、まずい。マグマの熱を垂れ流すようなものだ。断熱タイルを使って熱を封じ込める必要がある。
一番簡単な施工は、このアビサライトが途切れている1マスに断熱タイルを作ることだが、この辺のエリアは100度を超える高温地帯。生身で進めば大怪我は必須だろう。硫黄も暑さで液状化しているよ。怪我して作業効率が落ちたら困るし、まだ病院はないしでここは安全策を取る。熱源から一定の距離を置いて巨大な断熱タイルの壁を作っていくぜ。アビサライトさんがしっかり仕事をしてくれないせいでとんだ手間を食わされることになったよ。いやあ、アビサライトが中途半端に途切れることなんて今まで一度もなかったからびっくりしたぜ。何はともあれ、この断熱タイルの壁が完成すれば、熱の進行を止められるぜ。この一連の壁をウォールマリアと名付けよう。突破されそうな名前にすんな。その後、壁は無事に完成したぜ。熱々の空気が壁の外側に残っているけど、50度未満となんとか許容範囲に収まっているよ。やれやれ、水素発電所の開発が遅れたな。一方、観測望遠鏡の準備は順調に進み、とうとう使えるようになったよ。観測望遠鏡を使うためには天文学という研究系のスキルが必要になる。ここでも研究系のスキルがいるのか。ああ、だから研究者を早めに集めておきたかったんだよ。天文学を覚えた小手氏が今望遠鏡に向かっているぜ。この惑星の周辺に何があるかを確かめる重要な仕事だから頑張ってね。さて、観測が始まったな。私たちは観測をしている小手氏を観測するよ。観測をするとき、観測もまたこちらを観測しているのだ。ニーチェの格言の下手な文字りはやめろ。で、観測中だけど何がどうなっているの？これが今回の星図だ。うわ、平面的になってる。1回の観測作業が終わるごとに、1マスがオープンされ情報が明らかになる。これを繰り返して星図を作っていくんだぜ。総当たりな観測をしているけど、ハテナのところに何かあるとわかっているんだからそこだけ見ればいいのに。野暮なこと言うなよ。ようやく地表での活動ができるようになったところで今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。今日も元気に地下コロニーを開発していこう。前回は地上に到達して、望遠鏡で天体観測を始めたんだったな。カードに周辺の中域を調べて、どんどん新発見をしていこう。もうすぐ何か発見できそうだな。あのハテナマークにあるのは、惑星か流星群か、はたまたチリメンジャコか。なぜにチリメンジャコ？ところでマリサは何をしているの？ああ、ここにスペースを作ってやって、制御装置と石油発電機を設置しようと思ってな。真空で機械を動かしたらすぐにオーバーヒートするよ。石油発電機は尋常じゃないほどの二酸化炭素を出すから、小部屋を作ってその中で動かせば、二酸化炭素が充満して真空ではなくなるぜ。ああ、そういえば前のコロニー開発でも、二酸化炭素を宇宙に投棄するために作った自動ドアが、ずっと開きっぱなしになっていたね。というわけでオーバーヒートの心配はないぜ。心置きなく掘り進めていこう。ふう、もうちょっとで地層の中に入れそうだ。宇宙での仕事は過酷だから、屋根のある場所はホッとするぜ。ああ、隕石はないけど日差しが強くて日射病になるんだったね。強い日差しだけが障害じゃないぜ。え、これを見てみろ。お、これは海洋汚染された海の色。海洋汚染はこんなところまで広がっていたのか。わけわかんねえこと言ってんじゃねえ。この緑色の箇所は放射線があることを示している。放射線だって、頭にアルミホイル巻かなきゃ。それは思考盗聴電波から身を守るため。って、思考盗聴なんてあるか。マリサが言い出したんでしょ。とにかく、宇宙からは放射線が降り注いでいるんだよ。被爆しちゃう。心配いらん。放射線にも強さがあり、宇宙から降り注ぐ放射線はギリギリ安全で健康被害はない。ほ、なら安心だ。ま、危険なレベルの放射線を出す物質もあるから、さっきの放射線レイヤーを見ながら回避するんだな。で、本題はここからだ。今回はこの放射線をエネルギー化したラッドボルトというものを生産しようと思う。ああ、前に出てきたジゴワットの親戚みたいなやつか。ラッドボルトは材料研究端末を動かすのに必要だ。材料研究端末を操作しないと次のレベルの研究ができないぜ。ラッドボルトからは逃げられないというわけか。よし、それならやってやろうじゃん。さて、ラッドボルトを生産する前に、ナイルズから興味深い報告を受けたから確認するぜ。カード2の近辺に漂流する物体があるそうだ。使用済み惑星旅客モジュールってあるね。どうやらここからは旧世界の遺物を回収できるようだ。展示台に飾るしか使い道のないやつか。そんなものより資源が欲しいんだけどね。特に金属資源。
それには同意するが、この宙域には惑星以外の様々な物質があると思っておいてくれ。塩昆布もあるかな？あるわけねえだろ。今日もようやく終了時間になったよ。さて、食事にしようかな。って、なんかスイートル厩舎にでっかい芋虫がいる。ああ、そいつはグラブグラブ、スイートルの変種だ。変種って、芋虫とコオロギくらいの差があるよ。他の動物の変種は元の原型をとどめているから驚くのも無理はない。しかもモヒカンだし。モヒカンは関係ねえだろ。グラブグラブは見た目こそあれだが、作物の成長速度を 50% アップしてくれるすごいやつだ。もう温室いらないですやん。檻を見てグリッスルブロッサムのところにも入れたいな、と思ったが、キツキツの温室じゃ餌が与えられないな。餌やりのためには作物を一本引っこ抜くとかしないとね。どうしようか。何をしているのさマリサ、ぼんやりと目でコロニーを眺めて。材料研究端末を設置する場所に悩んでいるんだぜ。コロニー中心に空きスペースがたくさんあるじゃない。悩む必要なんてないでしょ。材料研究端末はラッドボルト、つまり放射線が絡む施設だ。そんな危険な施設を人通りが多いコロニー中心に置けるか。あ、そうか。ここは一層新しいスペースを作ってそこに建設しようか。いや、でも通勤の便を考えるとドレッコ厩舎の上よりも、雪塩水間欠泉の近くの方がいいかも。選択肢がいろいろあると迷って決めづらい。ってな感じで迷っていると、地上の観測班から新惑星を見つけたという報告が来たぜ。おお、ついに新しい惑星を発見か。新しい惑星の名前はシュラブル。金属と放射線でいっぱいの惑星らしい。金属がたくさんあるのはありがたいけど、放射線はノーセンキュー。まあそういうな。放射線に対応できる装備を作れば気にせず開拓できるだろう。惑星地表の様子は観察できないが、詳細なデータを見ることはできるぜ。間欠泉の種類やバイオームまでわかるのか。地表が見れないのに内部の構成はわかるのかという野暮なツッコミはなしだぜ。シュラブルにあるバイオームはツンドラ、不毛、森林、湿原、金属質、放射能の6つだな。未知のバイオームがどんどん出てくるよ。狙い目は金属質バイオームだな。これが放射能バイオームと離れていればいいんだが。早くシュラブルに行きたいよ。まあまずはロケットを作ってテスト飛行してからだな。悩んだが、材料研究端末の設置場所はこの辺りにしようと思うぜ。新しく通路を作って、その上に設置するんだね。端末ができたら小手氏に研究を頑張ってもらわないとな。あとラッドボルトの生産だが。って、なんだなんだ。うわぁ、小手氏の頭がタイルにめり込んでる。施工手順を間違えて現場猫してしまったんだな。ご安全にの精神を忘れるとき、それは現場猫に取り憑かれているのだ。このままじゃ小手氏が窒息するので早急に助け出すぜ。終了間際じゃなくてよかったよ。ほらー、小手氏生きてるか？今掘り起こすぞ。ふぅ、間一髪で助かったね。ところで、こんなところになんでタイルを設置しているの？最初に言ったがここには精油装置と石油発電機を置くつもりだから。石油のパイプラインを敷く必要がある。パイプは下から通したいからパイプが貫通できるタイルを設置する必要があるんだぜ。なるほど。こういう風に床から1マス空いた状態でタイルを敷設すると、さっきのような事故が起こる可能性があるぜ。気をつけないとね。いろいろあったが今回のメインとなる材料研究端末を作成するぜ。シルエットを見るに 3D プリンターみたいなやつだね。もしくは工作機械か高度を測定する機械にも見える。で、完成したものがこちらになるぜ。スパコンよりスマートな外見になっているね。なお材料工業端末という名前だが、スパコンや研究端末のように資源を消費することはないぜ。純粋にラッドボルトだけを消費して動く。資源の特性を調べる研究はしないのか。それじゃ次はラッドボルトの供給だな。ラッドボルトの生産方法はいくらかあるが、まずは手動ラッドボルト生成装置を使ってみるぜ。こいつにウランを投入して操作してやれば、ラッドボルトが出来上がるぜ。あとは設置場所だが、緑と白のマークが出ているのがわかるか。緑の方はとんがっているね。このマークが直線上に並ぶように設置する必要がある。なんで？ラッドボルトは空中を直線移動するエネルギーだからだ。緑のところが発射口、白いのが受け取り口。だから2つの位置を正確に合わせないと、ラッドボルトのやり取りができないんだぜ。そうなんだ。ま、途中でラッドボルトの方向を変えられる装置もあるが、今回はシンプルに行くぜ。
手動ラットボルト生成装置が完成したな。ラットボルトの発射方向を研究端末の方に設定するぜ。上下左右だけじゃなくて斜めもいけるんだね。斜めも直線だからな。さて、次はラットボルトの材料になるウランを採掘するぜ。ウランなんてあるの？ああ、氷バイオームの隅っこに小規模のウラン鉱床があってな。そうなんだ。初めて知ったよ。ここにあるやつだな。ふーん、これがウランか。ごっそりいただいちまうぜ。でも今日はもう終了時間だから、ウランの採掘作業は明日から始めよう。て、なんだこれは。成長したグラブグラブだぜ。でかすぎる。ラスボスでしょラスボス。体が大きい分、今の厩舎を狭く感じているようだ。新しい厩舎を用意する余裕はないし、スイートルが寿命で減るまで我慢してもらおう。ウラン採掘が始まったぜ。ウラン鉱床に接近しているけど放射線の影響はないの？ウラン鉱石が放つ放射線は低く、健康に悪影響を及ぼすことはないぜ。また、採掘して持ち運びができる状態にすれば、放射線をあたりに撒き散らすこともなくなるぜ。へぇ、危険な物質と思っていたけど、それほどでもないんだね。放射線レイヤーで確認しても、これだけ密集しているのに宇宙からの放射線よりも弱いことがわかるぜ。じゃあ今後ウラン鉱床を見つけても気にせずに採掘していこう。採掘したウランを手動ラットボルト生成装置に投入して、あとはギコギコやっていけばラットボルトができるぜ。ギコギコ、何さそれ？見ればわかる。どうやらナイルズが生成装置を動かすようだな。どれどれ？あ、筋トレの最中でしたか。筋トレに見えるがこれがウランからラットボルトを抽出する方法だ。歯を食いしばっているしきつそう。電力なしで動かしている分、人力に頼る部分が大きいんだろう。それに結構生成に時間がかかっているね。隣にウラン鉱石を入れておく格納庫を作って、作業効率を少しでも上げるか。あ、終了の合図だ。結局1回分のラットボルトを生成することもできなかったか。次の日にやっとラットボルトがお目見えしたぜ。もうちょっとでゲージが満タンになるよ。出るぞ。一瞬だったね。今のが空飛ぶエネルギーラットボルトだ。材料光学端末に吸い込まれたけどどうなったの？ラットボルトが4蓄積されたぜ。4、あれだけやってたったの4。1日働いて報酬どんぐり3個のようなしょぼさじゃないか。元のウラン鉱石の放射線量が少ないから仕方がない。ちなみに材料光学端末はラットボルトが10以上にならないと研究に使用できないぜ。手動ラットボルト生成装置じゃ効率が悪すぎる。ああ、人でも取られるし、これは早々に廃止するべきだな。でも、この作業を続けることで腕力が上がったりとかは、しないだろうな。あ、おっと、危ない。今何が起こった？ラットボルトがオットを直撃したんだ。直撃って、当たるとダメージ受けるの？そりゃエネルギーの塊だからな。当たればただでは済まんぜ。もう波動拳じゃん。操作中のラットボルト生成装置の前に立たないようにと張り紙をしておかないとダメだ。まだまだゲージが溜まってないからよし。ってな現場猫が出てきそうだな。せっかくだし、材料光学端末を使用している風景を見ようか。研究するのは再生可能エネルギー。蒸気タービンと太陽光パネルを作れるようになるのは心強い。隕石が降ってこないなら太陽光パネルを守る仕組みを作る必要はないし、蒸気タービンは液体クーラーと組み合わせれば、最強の冷却装置になるからね。あとマグマの熱を利用した地熱発電でも蒸気タービンは大活躍してくれるだろう。材料光学端末を動かすには専用のスキルが必要だが、それは今年に習得させている。お、早速動かし始めたね。機械の中で、レーザー、ノコギリ、磁石、顕微鏡がぐるぐる回りながら、何も置かれていない台にアクションをかけている。やってる感を出しているだけじゃないんですかね。ちなみに材料光学端末に蓄積されたラットボルトは20ちょっとだから、すぐに止まって動かなくなるぞ。もう手作業でラットボルトを生成するのがアホらしくなりますやん。まあ手動ラットボルト生成装置は動画のために作ったようなものだしな。メタ発言きたな。ところでコペシその位置にいて大丈夫？ラットボルト当たらない？大丈夫じゃなかったな。コペシも不服そうである。というかラットボルト、右から左に飛ばしているが、逆だな。左から右に飛ばした方が安全だね。ま、磁
自動でラットボルトを生成する仕組みも作る予定だし、ついでに材料工学端末の位置も直しておくか。作り直しの必要も出てきたし、今回はここまでにしようか。それでは、ご視聴ありがとうございました。今日も元気に地下コロニーを開発していこう。前回は材料工学端末と手動ラットボルト生成装置を作ったが、位置取りやら出力やらの問題で作り直すという話になったな。インド人を右へならぬ材料工学端末を右へだよ。まあラットボルトの仕組みは前回教えたからお前だけでも直せるよな。え、私だけってどういうこと？私はペトロイラの開拓に出発するんだ。そんな急に？急じゃないだろ。前回石油発電機を設置する空間を作ってたろ。もう補給テレポーターを使って原油を送るステップまで来ているんだぜ。むう、確かに。というわけで私が向こうに行くから、こっちはよろしく。うん、無線機で密に連絡を取り合うということでよろしく。さてと、久しぶりのペトロイラだな。さて、石油バイオームに降りていくんだが、以前送った後もスーツは。うん、ちゃんとあるな。ということは、ここら辺にアトモスーツドップを建設すればいいな。アトモスーツドップの建設には精錬金属が必要だよ。あと電力もな。ここは石炭発電機を建設して電力の安定供給を図るとするか。一人で開拓するのに人力発電はさすがにきついからね。ま、いきなり石油採掘とはいかないか。ここはじっくりやっていかないとな。カード2ではラットボルト周りの改良が進んでいるよ。ラットボルト生産の自動化だな。ウランをせっせと加工するだけじゃ拉致があかん。で、今は濃厚タイルを設置しているよ。なぜ濃厚タイルかというと、ウィーズボートを植えるためだぜ。この度、ウィーズボートからは危険なレベルの放射線が放出されるようになった。冷却のためにコロニー内に植えまくったら被爆者が続出するよ。このウィーズボートの放射線を使ってラットボルトを生成してやるという算段だぜ。ところが濃厚タイルを建設している途中で、負傷したオットーの姿が目についたよ。オットーは前回ラットボルトの直撃を受けたが、足を引きずるほどの怪我ではなかったはず。それとコテシもなんか怪我してるんですけど。ラットボルトの生成は止めているから、もう怪我を負うことはないのだが。なるほど、毒によるスリップダメージか。放射線が体力を奪うということはないんだがな。とにかく、今はコテシもオットーも怪我で動きが鈍っている。ここは早急に体力を回復させないと仕事に支障が出るぜ。というわけで病院を建設したよ。医療ベッドを使って治療をすれば怪我を早く治せるぜ。でも医者がいないよ。まあ医者がいなくても医療ベッドは使えるようだから、オットーとコテシを割り当てておこう。普通のベッドで寝るよりは早く回復すると思うぜ。まあ物は試しというやつだね。あ、コテシがやってきたよ。なんか普通に動けているな。オットーもやってきたけどこっちはスキップしてるよ。どういうことだ、さっきまで足を引きずっていたというのに、は、まさか仮病。仕事をサボりたいがゆえに演技をしていたというのか。という改良スキルを持ってない奴らが普通に治療してるな。医者じゃなくても患者の手当てができたのか。この惑星には病原菌もないし、医療スキルの存在意義ってそれほどないのかもな。ヤブ医者による医療行為が行われるさなか、私は石油バイオームに突入するルートを作っていたぜ。今掘っている通路にアトモスーツドップを建設して、地下に降りれるようにするのぜ。アトモスーツがあれば熱々で放射卵が自生する石油バイオームに入っても怖くないよ。お、鉛じゃないか。鉛は精錬金属だから、アトモスーツドップの材料になるよ。というわけでアトモスーツドップを作るとしよう。わざわざカード2から精錬金属を送るまでもなかったね。石油バイオームへの入り口の設計もできたことだし、インフラ整備を進めていくか。電気がないとアトモスーツドップが動作しないからね。あと酸素を生産してそれをドップに送る必要もあるし、やることがどんどん出てくるな。一人での作業は大変だ。一方、カード2では水素発電機がお目見えしていたよ。ようやくビリビリナメクジ以外の発電手段ができたわけだ。水素噴出口から水素を引っ張ってくる工事はまだ終わっていないけど、水素を貯蔵している気体貯蔵庫がもういっぱいになってきたからね。少しでも消費しないと水素を保管できないぜ。それと濃厚タイルの設置が終わったから、ラットボルト生成装置を建設しておこう。ラットボルト生成装置は、手動のやつとは違って、直接周囲の放射線を吸収してラットボルトを生成するよ。ウィーズボートの放射線がしっかり当たるように、濃厚タイルの中心に建設するべきだな。
あとは生成装置と同じ高さのところに材料光学端末を作り直すだけだね。それと霊夢、私のところに精錬金属を送ってくれないか。え、なんで、鉛が手に入ったでしょ。鉛で作ったアトモスーツドッグがオーバーヒートを起こしてな。鉛を使うとオーバーヒート耐性が下がることをすっかり忘れていてな。石油バイオームから漏れ出る熱気にやられちまったんだ。それは失敗したね。というわけでコバルト稼働を送ってくれ。わかったよ。コバルトの在庫があるから送っておくよ。そういえば言い忘れていたが、ミニポットの起動は済ませておいたぜ。これでペトロイラでもポットからの補給が受けられるようになったわけか。あ、言っているそばから起動したよ。ミニポットだが、ちょっと確認したいことがある。何さ？カード2の製造ポットも起動しているな。ミニポットの選択画面を開くぜ。複製人間が2人に鉄とオムレツか。これを覚えておいてくれ。次はカード2の製造ポットの選択画面を開くぜ。あれ、さっきと同じじゃん。ふむ、これではっきりした。製造ポットとミニポットは動作を共有しているな。それってつまり、ポットは2つだけど補給品は1つしか選べないってこと？ああ、そうだろうな。ミニポットは補給回数を増やすためのものじゃなくて、補給品の出口を増やすためのものだったようだ。このように製造ポットから補給品を選ぶと、そこで製造ポットはクールタイムに入るが、ミニポットの方も閉ざされてしまうぜ。なんだ、せっかく補給品の数を倍にできると思ったのに。そうそう、うまい話はないってことだな。しょうがない、気を取り直してコロニー開発を頑張るか。材料光学端末の再設置が終わったよ。うむ、きちんとラッドボルト生成装置と同じ高さになっているな。あとはウィーズボートを植えればラッドボルト生成装置が稼働するよ。掘り起こしたウィーズボートの数は5本。この放射線が集中すれば、ウラン鉱石とは比べ物にならないほどのラッドボルトを生産できるだろう。これで研究がはかどればいいね。さて、ウィーズボートを移植したけど、枯れてるね。人工的に栽培する場合はリンを摂取しないと育たないからな。あ、青人参になったよ。放射線レイヤーで見るとこんな感じだ。中心が鮮やかな緑になってるね。かなり危険なレベルの放射線が出ているぜ。近づく人たちも苦しそうな顔をしているよ。ウィーズボートの世話をしなきゃいけないのに、これは大丈夫なの？危険なレベルの放射線でも、短時間なら浴びても大丈夫だ。直ちに影響はないってやつか。何時間も続けてここにいたら被爆するだろうが、リン鉱石を摂取するくらいなら問題ないぜ。濃厚タイルの下から速やかに摂取しよう。さて、残りの2本もリンを投入されて元気になったな。これでラッドボルト生成装置がフル稼働を始めたよ。ラッドボルト生成装置は設定した値までラッドボルトが溜まると、自動的にボルトを発射する仕組みになっているぜ。へぇ、そうなんだ。今はラッドボルトが50溜まると発射するように設定してあるぜ。50? 前回ウランから取り出したラッドボルトは4だったのに。研究が一気に進みそうだな。あれ、マリサ何しているの？そんな何もなさそうなところ掘ったりして。公衆便所を作っているんだ。マリサ一人しかいないのに公衆とはこれいかに。今の私には式を挙げるための部屋が必要なんだぜ。確かに公衆トイレで用を足すと式は上昇するけど、なんで？私がペトロイラでの生活にイラついているからだ。ストレスの値が 36% になってる。私は訓練を受けたエリートだ。なのに、地べたに座って生の食材を食べて野ざらしのトイレを使うなんて我慢ならん。文化的な生活を送らなければぶち切れてゲロを吐き散らかしそうだ。マリサは採掘と運搬のスキルを習得しているからストレスをためやすいのか。これが何のスキルも習得していないペイペイなら粗末な生活にも耐えられるだろうがな。新惑星開拓に精鋭を送り込むと、ストレスのことも考えないといけないのか。どの惑星にも最低限の住環境は作るべきってことだぜ。住環境マシマシのカード2では材料光学端末が安定して動くようになったよ。ウィーズボートのおかげで1日に142のラッドボルトが生成できるようになったからな。この味を占めたらウラン鉱石には戻れませんわ。ラッドボルト生成装置最高や。ただラッドボルト生成装置にも一つ欠点があってな。え？停電を起こしている間はラッドボルトのゲージが減っていくんだ。電力なしじゃラッドボルトをキープできないのか。ビリビリなめくじに頼った発電だと、今のように停電を起こすことがある。早く水素発電機を動くようにしないと。というわけで水素発電機の配電を再入線させたよ。
廃棄も廃液も出さないクリーンな水素発電のご登場だぜ。水素発電機の出力は800ワット。2台でようやくビリビリなめくじ1月分の発電力と考えると物足りないよ。発電機は1日中発電できるからいいだろ。あ、発電機の動作を制御するスマートバッテリーに電線つなぐの忘れてたわ。しっかりしろ。バッテリーがいっぱいになっても動かし続けたら水素の無駄だからね。これでよし。あとは水素噴出口の水素も使えるようにパイプを敷設しないとな。それは裏でやっておくよ。マリサも早く石油を採掘できるようにしてね。こっちは一人でやっているのにせかすなよ。食中毒になっているがこれから石油バイオームに突入するぜ。本調子じゃなくて大丈夫。ちょっとお腹が痛いだけだから問題ないぜ。さあ、いざ石油バイオームに突入だね。石油バイオームは硬い岩盤がないからサクサク掘り進められるぜ。とりあえず当座の目標としては、原油溜まりまでの道を作って、油井を設置することだな。むふふふ。何笑ってんだよ気持ち悪い。だってさ、ほら石油バイオームって言ったらあれがあるじゃん。お、原油溜まりがすぐ下に埋まっているな。キョロキョロ。お前さっきから変だぞ。えへへ。だって石油バイオームってダイヤモンドが大量に埋まってるじゃん。それをがっぽり手に入れれば億万長者だよ。ああ、そういえば、ダイヤモンドの大量採掘が目的でまた地下生活をする羽目になったんだったな。そうそう、忘れないでよ。だが霊夢。結構周囲が見えるようになってきたが、ダイヤモンドなんてどこにもないぜ。なにー、そんなバカな。同じ石油バイオームでも、ひょっとしたらダイヤモンドがある方がレアだったのかもな。そんな、私のダイヤをゲットして億万長者計画が、私は何のためにここにいるんだ。ああ、そういえば新しく作れるようになった設備に、ダイヤモンドプレス機というのがあったな。何？精錬炭素に有次郎の握力並みの圧力を加えてダイヤモンドにするという装置だ。うおおおお、ダイヤモンド来た、これで勝つる？まったく、調子のいいやつだ。さて、それから石油バイオームを掘りまくって、3つの原油溜まりをむき出しにすることができたぜ。ダイヤモンドはないけど原油溜まりはかなり多いね。すべての原油溜まりを活用したいところだが、今のところ全部の原油溜まりに油井を置く余力はないから、ここらで一旦給水ポンプを設置するか。ちょうどいい具合に原油が溜まるようになっているね。給水ポンプの位置はここでいい。あとは油井を設置してやって、電力を供給すれば OK だな。油井はオーバーヒートの心配がないから鉛を使っても大丈夫だな。あ、どうしたのさマリサ。油井を動かすには水が必要だったのをすっかり忘れてた。ああ、確かに私も忘れてたよ。で、困ったことに、ペトロイラの水源は上にある塩水間欠泉ただ一つ。これを淡水化して油井に供給しなければ、原油を汲み上げられないぜ。うわぁ、また大工事が発生するのか。カードウニから応援が欲しくなるな。カードウニでも今大きめの工事をやっているからすぐに人を送るのは難しいよ。何をしているんだ。見ての通りトイレの水栓かだよ。いや、見ての通りじゃトイレの水栓かには見えんだな。ほら、今回は汚水を塩素殺菌するって話をしてたじゃない。ああ、したな。だからそこにある遺跡を殺菌ルームに改造しようと思ってるの。確かに一から作るよりは簡単だな。殺菌ルームの作成に人を割いているから、応援はこれが完成してからにして。しょうがないな。滅菌ルームの前には液体エアロックを作るよ。これで塩素が居住空間まで漏れ出す心配はないな。2種類の液体をブレンドしたら、早く空間を満たすことができるよ。入れすぎて溢れちゃいました。ちゃんと確認しとけ。まあとにかく、これで液体エアロックはできたよ。あとは液体貯蔵庫と液体遮断機とタイマーセンサーを組み合わせて、時間経過で汚水を流す仕組みを作っていこう。殺菌が済むまで塩素の中に汚染水を入れておこうという狙いだな。それはそうと霊夢、鋼鉄を送ってくれないか。鋼鉄？ああ、石油の熱さのせいで給水ポンプがオーバーヒートしてな。熱耐性を上げるために鋼鉄で作る必要があるんだ。鋼鉄は貴重だけど仕方がない。作り次第そっちに送るよ。塩水間欠泉の塩水も石油と同じくらい熱いから、給水ポンプ2台分の鋼鉄、つまり800キロ頼む。とんでもない鋼鉄の出費だ。ああ、金アマルガムがあれば助かるんだけどな。ないものねだりはよすんだな。その後、カードウニから送られてきた鋼鉄を使って、私はようやく給水ポンプの作成に取り掛かったぜ。でもここからさらに配線と配管が必要という。いやー、思ったよりもずっと進まなかったな。
次回こそは原因をカード鬼に送れるようにしたいね。ということで今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。今日も元気に地下コロニーを開発していこう。前回から本格的なペトロイラの開発を始めた私たち。目的はもちろん地下に眠る原油だよ。しかし流星を動かすには水が必要だと失念していた。というわけでここに淡水化装置を作って、塩水を水に変えて流星に送ることにするよ。しかしまた大掛かりな配管工事が必要そうだな。塩水間欠泉は地表付近、オイルバイオームは地底にあるから仕方ない。さらに熱い塩水の熱がパイプから漏れないように、断熱パイプを使う必要があるから施工が手間だ。この惑星がそれほど大きくないことがせめてもの慰めだね。一方、カード鬼の方では滅菌室が着々とできていたよ。今は液体遮断機の配線をしているところか。この3つを枯れた液体遮断機には、このように自動化ワイヤーを巡らせている。そして1サイクルごとに液体の流通を切り替えているよ。1、2、3と長けりゃ3日。短くても確実に1日以上は塩素漬けになる仕組みだな。ここで汚水を滅菌して、食中毒菌を完全に取り除くよ。滅菌の仕組みはこれでいいから、あとは配管工事と塩素の注入をすれば完成さ。これは効果が期待できそうだな。塩素は上に溜まっているやつを使おう。塩素は二酸化炭素の次に重い気体だから、天井に穴を開ければそのまま滅菌ルームに降りてくるな。少ない労力で大きな効果、これが霊夢流さ。さて、穴を開けてしばらく経ったけど、塩素は滅菌ルームまで降りてきているかな。物質レイヤーを使って確認するぜ。ダメだ。壁に石膏ボードが貼られているからわからねえ。右上の素材選択で、気体だけを選べばいいことに気づいていない模様。まあいいや。なんとなく良さげな雰囲気があるし、これで行こう。適当だな、おい。それじゃあ試験的にトイレを一つ推薦にするよ。全部推薦にしてダメでしたじゃ話にならんからな。というわけで隅位置にトイレをドン。あとはパイプを繋げれば OK。下から水を供給、上から排水という従来のトイレとは真逆の初心者泣かせの配管だぜ。久しぶりブリブリーの水洗トイレが完成。トイレに対してブリブリブリーはやめろ。さあ、立派な水洗トイレのご登場。確かに野営トイレよりもずっと落ち着いて用が足せそうだ。ここで使用された水はパイプを通って滅菌ルームまで運ばれる。そこでじっくりと塩素消毒され、無菌汚水となって出ていくわけだ。その後は浄水器で水にして貯水池に戻すぜ。塩素を使うことで速やかに水の再利用ができるね。それじゃ早速滅菌ルームが機能するところを見ようか。デボンがトイレに入ったな。デボンのトイレをじっくりチェックしよう。変態かな。しかしこうやってみると、デボンのやつトイレの時間が長いな。オラオラ何ちんたらしてんだ。早く溜まったもんをぶちまけるんだよ。おーん。せかすなよ。よし、終わったみたい。それじゃあ排水を確認するか。おお、出た出た。滅菌ルーム直送便だ。長いんでカット。さあ、今日からしばらくはここが君たちの家だよ。液体貯蔵庫に入ったか。内容物を確認してみるよ。汚染水がしっかり入っているな。食中毒菌の数も減っていってるね。確かに減ってるのは減ってるが、減り方が想像の1000倍は遅いぞ。確かに1ずつしか減っていないもんね。おかしい。塩素はもっとナイアガラの滝のように病原菌を蹴散らしていくはずなんだが。きっと塩素が足りないんだ。というわけで脱サビ酸素装置から回収していた塩素も追加するよ。今までちまちまと塩素を集めて貯めていたんだぜ。塵も積もれば山田太郎だからね。しかし塩素以外の気体も多いな。なんかパイプが詰まるとメカニカルフィルターがうまく動作しないことがあるみたい。それじゃあ気体遮断機を使ってフィルターをかけるときは、パイプ詰まりが起きないような設計にする必要があるな。今までために貯めた塩素が滅菌ルームに入っていくよ。気体貯蔵庫に入っていたすべての塩素を使ったぜ。その量、100キロ以上。これだけ使えば滅菌が進むでしょ。ところが食中毒菌の減少度は相変わらずだぜ。これじゃ使い物にならないっぴ。霊夢、滅菌が進まない理由がわかったかも。本当、それで理由は何？滅菌ルームの床付近にわずかだが二酸化炭素が溜まっている。液体貯蔵庫内の液体は、左下のマスにある気体の影響を受けるから、今、貯蔵庫内の汚染水は二酸化炭素に触れているという判定になっている。そうなの。
だが二酸化炭素はほんのわずかな量だし、床に穴を開けるだけで解決すると思うぜ。というわけで塩素濃度マシマシの空間に突入して、床に穴を開けるよ。液体貯蔵庫の真下は避けているぜ。液体貯蔵庫を支える床に穴が開くと、貯蔵庫が機能しなくなるからな。さて、穴を開けたけど、これで殺菌は進んでいるのかな？確認してみると、凄まじい速度で食中毒菌が死滅してることがわかったぜ。この速度はパチンコで溶かす速度に匹敵するよ。溶かしすぎだろ。ま、とにかくこれで想定通りの滅菌処理ができるようになったぜ。さらば食中毒菌。トイレを全部水洗化して、洗面台も流し台に変えてやるぜ。これで汲み取りや水の補充をしなくて済むようになるね。ところが後日貯水池を確認すると、少量だが食中毒菌がいることが確認できたぜ。で、どういうこと？まさか殺菌時間が足りなかったの？いや、殺菌時間は十分だった。じゃあどうして？見落としていた箇所があるんだ。滅菌ルームの汚染水をせき止めているのは液体遮断器だ。隠れててわかりにくいが、液体貯蔵庫と液体遮断器をつなぐごく短いパイプがここにある。そのパイプ内に食中毒菌を含んだ汚染水が溜まっていたんだろう。でもそのパイプも塩素の中に使っているよ。塩素が殺菌するのはあくまで液体貯蔵庫の中の汚染水だけ、パイプの中身は濃缶だぜ。そんな、せっかくここまで作ったのに。ま、別にこの水をウォーターサーバーや料理に使わなければ問題ないし、あまり気にすんな。と言いたいところだが、せっかく作った滅菌ルームがダメでしたじゃ面白くない。そう来なくちゃ。というわけでパイプ内病原菌センサーと液体遮断器を組み合わせてフィルターを作るぜ。これで病原菌を察知したら、また滅菌ルームに送ることができる。塩素消毒されないのは一番前の汚染水だけだし、仕組みとしてはこれで十分だろう。それで完成したものを動かしていくぜ。病原菌を含むのは最初の汚染水って話だよね。ああ、パイプに入るのは一番最初に流れてきた汚染水だからな。病原菌センサーが反応したね。病原菌を含んだ汚染水はもう一度滅菌ルームに送られる。マリサの言った通り、最初の汚染水だけがフィルターで分別されて、他の汚染水は浄水器に向かっているよ。で、この分別された汚染水は今度は先頭じゃなくて芯張りになる。つまり液体貯蔵庫の中に入って滅菌処理を受けるというわけだ。確かに、周回遅れの最後なら液体貯蔵庫に入るよね。さて、これで滅菌ルームは完成だ。次はいよいよ石油発電を動かす工事をしていくぜ。霊夢たちが滅菌ルームを仕上げている間に、ペトロイラの開拓もそこそこ進んだぜ。そうなの？ああ、配管工事を終えて、油井に水を送るところまではできたぜ。本当だ。水が切れ目なく送られている。次は原油を補給品テレポーターまで送る工事をするぜ。ただ配線工事もしなきゃならんので人手が欲しい。誰かそっちから一人よこしてくれ。わかったよ。もうこのまま一気に仕上げて石油発電機を稼働できるようにしようぜ。応援には神湯を送ることにしたよ。助かるぜ。それじゃ神湯には早速配線工事をやってもらおうか。って、まだ何の指示も出していないのに、神湯はどこに行ってるんだ。移動初日早々にバックレか。やるね。なわけあるか。どうやら寝室に最初からあったカンバスに絵を描いているようだ。へぇ、こんなところにカンバスがあったのか。神湯は一体どんなゼータガンダムを描き上げてくれるのか。ガンダムマーク2かもしれんぞ。もうすぐ完成しそう。これはモナリザに似た絵のモザナリだな。これをネット公開したらトレパクとか言われるんだろうな。モナリザは著作権切れてるからセーフ。そんなことよりもさっさと配管と配電工事を終わらせるぞ。カードにでも原油を送るパイプラインの敷設をしていくよ。石油発電は地表で行うから、敷設工事が大変だ。天に向かって伸びるパイプはバベルの塔のごとき風格。建設の最中に神の怒りに触れてバラバラになること間違いなし。何わけのわからんこと言ってるんだ。口を動かす暇があれば手を動かせ。へぇ。神湯にパイプライン建設を手伝ってもらう予定だったが、冷静に考えたらアトモスーツが一着しかないから、二人でオイルバイオームに入れなかったわ。この衰えることないザルムーブ。しょうがないから神湯には炭素スキマーを作ってもらおう。ずっと石炭発電機を動かしているから、そろそろ二酸化炭素も溜まってきただろうしね。オイルバイオームでの建設は私、他の建設は神湯に任せるとしよう。
よし、ここの配管を仕上げれば原油の汲み上げが始まるぜ。できたー。うむ、ちゃんとポンプが動いているな。黒い四方がどんどんと吸い上げられていくよ。ああ、ここまで長かった。今後油性を追加する予定だが、当面は一つだけで十分だろう。たくさん掘りすぎると根崩れしちゃうからね。誰も原油価格のことなんて言ってねえよ。原油が補給品テレポーターに到達したぜ。何気に液体を送るのはこれが初めてだね。おや、止まっちまった。まあそれもそのはず。カード2の配管工事がまだ全然できていないからね。おいおい、そっちは8人もいるんだろ。さっさと終わらせろ。こっちは日常的な業務もあるから建設にかかりきりというわけにはいかないんだよ。仕方ない、私も手伝うか。久しぶりにカード2の地を踏むことになるね。それで、配管工事はどのくらい終わっているんだ？半分くらいだけど、地表の方はまだ全然って感じ。遠いところの工事はみんなやりたがらないからな。あとは整流装置と石油発電機も作らなきゃいけないよ。思ったよりも仕事量はありそうだな。これは地表付近の建設の優先度を上げて対処した方が良さそうだ。どんどん行くぜ。ブワッチュン。相変わらずここは南極並みに寒いな。ここで採掘した岩を持ち帰ればコロニーの冷却に使えそうなほどだね。だがここで作業する我々にとっては何とかしたいところだ。風邪をひくからね。むしろ風程度で済むのが奇跡だな。普通は霜焼けとかにもなるからね。そこはもっと程度のひどい凍傷って言おうや。地表付近の寒さ対策のためにあったかセーターを作れるようにするか。ということは防石器の登場だね。衣服は複数種類あるが、やはりあったかセーターこそ最強。あったかセーターを着ても暑さに弱くなるわけじゃないしね。リード繊維の在庫のこともあるから、ちょっとずつ増やしていこう。一方、ペトロイラにいるカミーユはすっかり暇になったな。もう定期的に油性の圧を抜く仕事しかないよ。この星にも快適に暮らせるコロニーを建設しようかな。農作物を育ててもいいけど牧畜は難しそうだね。ボックがいるからな。牧畜はカード2に集中させた方がいいかもな。さて、他に仕事がないならとりあえず新しい油性を作ってもらうか。とりあえず本体だけ作って、稼働はまた今度ということにするぜ。今のところ原油の供給は十分だからね。おや、採掘が無理というマークが出ているぞ。本当だね。おかしいなぁ。鉛は硬質採掘の技術がなくても掘れたはずなんだが。って、こいつは鉛じゃない、ダイヤモンドだ。ダイヤモンド。前回このウィルバイオームにはダイヤはないって言ってたじゃん。は、まさかマリサ。独り占めしようと。なわけあるか。あまりに量が少ないから見落としていたんだぜ。確かに、前回はごっそりダイヤ鉱脈があったけど、それに比べればこれはケーキのフィルムについたクリーム程度しかないね。他にもダイヤがないかもう一度探してみよう。お、ここにもちょっとダイヤがあったぜ。原油だまりの周りに存在する傾向があるね。他には見当たらないな。どうやらあの2箇所だけらしい。宇宙大富豪になるには全然足りないね。なんだよ宇宙大富豪って。ま、このダイヤもコロニー発展のために有効活用させてもらおう。よし、もうちょっとで石油発電機が完成するよ。しかし進捗がかなり遅いな。ジョシュアは建設が苦手なのかな。あ、完成まであと少しというところで終了時間の合図だ。こういうもう少しで終わるところで打ち切りになるとモヤモヤする。そしてちょっと目を離すといつの間にか完成していたという黄金コンボが発生するのだ。ちょっとちょっと、今回のメイン設備の完成シーンくらいちゃんと撮ってくれよ。しゃあない。次に切り替えていく。さて、もうすぐ石油発電機が稼働するが、その前に一人メンバーを加えよう。誰を入れるの？牧畜ができる人材が欲しい。だから今回の中では牧畜適性があるエイダだな。私とルビーの仕事量が減るのはありがたいけど、今は二人でも動物の世話を回せるよ。だが今後はハッチも買いたいし、ドレッコ厩舎も増やしたい。牧畜の仕事が増えることが分かっているなら、今から新人を入れて育てておいた方がいいだろ。確かに、後になればなるほど先発組と能力に差が出るからね。特に足の速さの違いが顕著だぜ。前回の時は、300サイクル超えて迎えた人の移動速度が亀の歩みに思えたからね。コロニーが広くなるほど足の遅さは気になるからな。エイダには今のうちから足腰を鍛えてもらうぜ。先輩牧畜として、この私が鍛えてあげよう。エイダをメンバーに加えた直後、とうとう原油のパイプラインの工事が終わったよ。これでようやく原油を石油に生成して、石油発電機に供給できるな。
ところがいつまで経っても石油の生成が始まらないよ。どうなっているんだ。って、パイプだからじゃないか。あれー、おかしいなー。あ、よく見たら補給品テレポーターの送り口の方にパイプを接続していたよ。何やってんだよ。補給品の受け取り口は右側のテレポーターだぞ。こいつはうっかりしていたね。というわけで正しいところにパイプを繋いだ結果、テレポーターから原油が出てきたよ。ここまで長かったなぁ。ペトロイラの方は少人数で作業していたからね。そりゃあ時間もかかるさ。というわけでやっと石油の生成ができたが、製油装置はこの場所で動かすもんじゃないな。今更言う。冷静に考えればわざわざ地表付近まで行くのが大変すぎるぜ。天然ガスを嫌って石油発電機の隣に建てたが、天然ガス発電機に送って処理すればいい話だし。作ってから言う好む計画ぶり。というわけで今回はここまで。次回からはいよいよロケットの製造に取り掛かる予定だよ。それでは、ご視聴ありがとうございました。今日も元気に地下コロニーを開発していこう。突然だが私はまたペトロイラに行ってくるぜ。前回原油を送ってこれるようになったばかりなのに。ペトロイラにも少ないがダイヤモンドがあるとわかっただろ。ダイヤモンドは今後のコロニー開発で重要になってくる資源だ。今のうちに採取してカードにまで送りたいと思ってな。前回のコロニー開発でダイヤモンドが役に立ったことなんてあったっけ？せいぜい美観工場に役立ったくらいでしょ。今回のコロニー開発では、マグマの地熱発電でダイヤモンドを使うんだぜ。一体どう使うのさ。その時が来れば説明するぜ。それよりも前回も言ったが、制御装置の位置を直そうぜ。ああ、通勤にめっちゃ時間が取られる制御装置か。あれは設置場所が失敗しすぎて、そのまま残してザルの惑星府の世界遺産に登録してもいいくらいだが、貴重な鋼鉄を使っているからばらして回収するぜ。で、新しく制御装置を建設する場所はここだ。ここら一帯の地層を削ってできたスペースに設置するぜ。テレポーターの真上に作るってことだね。ついでにドレッコ厩舎を隣にもう一つ作ってくれ。今のドレッコ厩舎が過密状態になっているからね。部屋は消してシート数を分けよう。おい、さっきタイルにドレッコを閉じ込めたぞ。後でちゃんと解放しといてやれよ。わかったよ。掘削作業も済んだことだし、製油所をデザインしていこう。製油装置は天然ガスを出すから、あともスーツを着用しての作業が必須となるな。あと天然ガスが外に出ていかないように工夫する必要もあるね。それで完成した機構がこちら。結構ごちゃごちゃしているな。限られたスペースにいろいろ詰め込んだから仕方ないよ。ちなみに以前製油装置を置いていたところには液体貯蔵庫を作って、石油を備蓄できるようにするよ。じゃないと石油発電機が本格稼働した時に、すぐに石油がなくなっちまうからな。それと天然ガス対策もバッチリだよ。出入り口は液体エアロックでガード。製油装置の隣には天然ガスを感知して動作する給気ポンプを設置したぜ。給気ポンプに吸われた天然ガスは、天然ガス発電機に送られて電気になるよ。ま、上に置いてる天然ガス発電機は、天然ガスの処理が第一で発電はおまけみたいなもんだ。天然ガス発電機が出す汚染水は真下に落ちるから、下に給水ポンプを設置して、汚染水を浄水器に送るようにしているよ。これでコロニーを汚染せずに制御ができるな。わざわざ地表付近に建てる必要なんてなかったにゃ。お、気体元素センサーが天然ガスを感知したな。これで給気ポンプのオンオフをコントロールしているよ。天然ガスを処理する仕組みはきちんと動作しているな。天然ガス発電機から出た汚染水もちゃんと排水されているぜ。考えた機構が想定通りに動くのを見るのは気持ちいいんじゃ。発電機から出た汚染水の温度は40度だが、一度の排出量が十数グラム程度しかないんでそのまま貯水池に送っても問題ないな。水が熱々になってブロッサムが枯れる心配はなさそう。これで天然ガスの処理は問題ないと思ったが、一点修正すべき箇所が見つかったぜ。あ、天然ガス発電機に向かうパイプの中身がいっぱいだ。天然ガス発電機は少量ずつしか天然ガスを燃やさないのか。パイプが詰まると天然ガスが通風口から出ていってしまう。余裕を持たせる必要があるな。というわけで天然ガス発電機の途中に気体貯蔵庫をかませてやるぜ。これで気体がパイプ内で渋滞することはなくなるね。さすがにこの気体貯蔵庫いっぱいに天然ガスが溜まることはないだろう。ふふん、私の頭の中は夢いっぱいだけどね。ああ、そうですか。それで、未だにペトロイラにいるマリサは何をしているのかな？ああ、こっちでも地表に出てみようかと思ってな。
地表に出て何をするのさ。観測望遠鏡を作ったり、ロケット発射台を作ったりするんだよ。特にロケット発射台は重要施設だ。発射台という名前がついているが、ロケットの着陸にも使われる。ロケット発射台がないと、そもそもロケットは惑星に着陸できないんだぜ。へぇ、そうなんだ。ま、着陸したところでそこが定住できる環境じゃないと、再び飛び立つことなく帰らぬ人になるがな。ロケットを着陸させるには発射台が必要で、作るためには未開の土地に人を送る必要があるって、人難易度が高すぎやしませんかね。ちょっとした対応策もあるから平気平気。ま、ロケットについていろいろ言っても、実物を見てみないとイメージしづらいだろ。ロケットなら前回の地下コロニー開発で散々打ち上げたよ。甘いな。いつの時代の話をしている。え、ロケットも技術革新によって、今までとは違う規格になったんだぜ。そうなの。ファミコンとニンテンドースイッチくらいの違いがあるぜ。子供の頃ファミコンでクリアできたソフトは、スパルタン X と第二次スーパーロボット対戦だけでした。お前の子供の頃のゲーム履歴はどうでもいいんだよ。とにかく、前回の開拓のような感覚でロケットを作ると、痛い目を見るから気をつけるんだぜ。わかったよ。ロケット作りのためにまず周りを整地していくか。ここにはしごを作ってロケット発射台まで移動できるようにしよう。ようやくそこのゴツゴツした段差を登らなくても済むようになるのか。それじゃあここに足場を作って、ロケット発射台を建設するぜ。これがロケット発射台か。すべてのロケットはこのロケット発射台の上でしか作れないぜ。早く完成させてロケットを作ろうよ。そうだな。さあ、発射台が完成したぜ。これでロケットが作れるようになったね。ロケットの建設指示は、発射台の中にあるメニューを通して行うという独自の系統になっているぜ。ここからロケットを設計するのか。早速選んでみようぜ。うわ、なんか知らないパーツがいっぱい出てきた。怖いよ。たくさんあるがロケットの構成は前回と変わらない。エンジンと操縦席、そしてその他のオプションパーツだ。この3つを組み合わせてロケットを設計するんだぜ。じゃあまずはエンジン選びだね。エンジンも種類が増えているぜ。初めて見るエンジンもあるから一度性能や特性をチェックしておこう。今作れるエンジンは二酸化炭素エンジンと砂糖エンジンと蒸気エンジンだね。蒸気エンジンはわかるから残り二つをチェックするぜ。まずは二酸化炭素エンジンから。これは文字通り二酸化炭素を噴出して進むロケットだな。ここにエンジン性能が書いてあるけど、いまいち理解できないよ。エンジン出力はエンジンの性能、重量は重さということはわかるけど、最大ロケット全長とロケット全長って何？ロケット全長は正しくはモジュールの全長、つまりエンジンの高さだ。最大ロケット全長はロケット全体の高さの上限だ。今回のロケットはエンジンの性能によって、サイズの上限が決まる。二酸化炭素エンジンの場合は高さが10のロケットまでしか作れないということだぜ。それじゃあ取り付けられるパーツも限られるね。そうだ。ロケットにいろいろな機能をつけようと思ったら、最大ロケット全長が大きいエンジンを使う必要があるぜ。次は砂糖エンジンを見てみよう。これはスクロースを燃やして推進力を得るエンジンだな。二酸化炭素エンジンよりは出力は小さいけど、最大ロケット全長は大きいね。出力が弱いのに大型化して大丈夫なのか。お、石油エンジンがあるよ。石油エンジンは前回の生活でもかなりお世話になったし、今回も早く作れるようにしたいね。燃焼系のエンジンは酸化剤がいるぞ。オキシライトを作ればいいじゃない。オキシライトの生成には酸素の他に金が必要だ。金を入手できない状況でどうやってオキシライトを作るんだ。あ、そうか。まあ、この近くにある金属質の惑星に行けば金は手に入るだろう。ということは次の大きな目標は金の入手ということだね。ああ、そのためにもロケットを早く飛ばせるようにしよう。それじゃあまずはエンジンを選ぶぜ。ここは燃料補給しやすい二酸化炭素エンジンを使おう。隣の石油発電機から二酸化炭素がバンバン出ているからな。そいつを利用してやるぜ。さあ、誰でもいいからエンジンを作っちゃって。建設班のデボンがやってくれているな。さすがに手際がいいね。これで完成。って、なんだなんだ、なんか足場みたいなのが出てきた。この展開された部分がロケットの最大サイズってことだな。それで次はどのパーツを作るの？まずは惑星開拓に役立つモジュールをつけてみよう。こいつが良さそうだ。探査ロボモジュール。1機の探査ロボボットを小惑星へ降下させ、遠隔操作で小惑星を探索します。
効果は、製図上で小惑星に隣接しているヘクスから実行できます。ロボットを未知の惑星に投下できるのか。ロボットはどんな過酷な環境でも動いてくれる。先遣隊にはぴったりだぜ。ロボットに先行させて、安全が確認できたら次は人を送るという感じで開拓ができるね。あとはコックピットを建設してやろう。ロケット第1号はこんな感じでいいな。ロボットを送るためだけのシンプルなロケットだね。じゃあ、完成を待つとしようか。ロケットが完成したね。ああ、側はな。一体どういうこと？前回の開拓生活では、エンジンやモジュール、コックピットを作れば、そのまま宇宙に飛び立つことができたが今回はそうはいかん。コックピット内にパイロットが生活できる環境を整える必要があるんだ。これは、ロケットの内部。今回はロケット内でも酸素を消費するし、パイロットが腹をすかし、便意を催し、就寝もする。ここに生活機能を作らないとパイロットが死亡するんだぜ。前回のロケットは乗ったら絶対安全カプセル並みに生命維持が約束されてたのに。しかも使えるスペースが少ないし。ガンダムのコックピットよりは広いぞ。ガンダムパイロットは普段戦艦で生活してますからね。少ないスペースをどう活かすかよく考えるんだな。とりあえず酸素は絶対に必要だから酸素散布機はいるよね。となると電力も必要だから人力発電機とバッテリーも置きたい。あとはトイレと食料だけど、これ本当に全部作れるのかな。まあよく考えることだな。とりあえずこんな感じのデザインにしたよ。酸素散布装置とトイレを作ったか。で、食料はどうやって積み込むつもりだ。一旦はしごの部分を解体して冷蔵庫を作るよ。で、発射した後は冷蔵庫を壊して階段を作り直すよ。もはや空間の自転車操業だな。まあ、私も他にアイディアがあるわけじゃないし、それでいいと思うぜ。コックピットはこれでいいけど、推進剤の二酸化炭素でちょっと問題が発生しててね。どうした？石油発電機がある空間が寒すぎて、二酸化炭素が固体化しているんだよ。二酸化炭素エンジンには気体の二酸化炭素を入れる必要があるから、これは良くないな。どうしよう、石油発電の自動化を解いてフル稼働させようか。いや、私にもっといい考えがあるぜ。まずはここにへこみを作って、その周りに断熱タイルを貼っていくぜ。断熱タイルができたよ。次に登場するのは、ダイヤモンド製の窓タイルだぜ。ダイヤモンド製の窓タイルだって。それを二酸化炭素が溜まっている箇所に建設。一体マリサの狙いは何だ？私の狙いは、次回明らかになる。ここで終わり。この後睡魔に負けて録画を終わらせたからな。眠たかったら仕方ない。というわけで今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。今日も元気に地下コロニーを開発していこう。二酸化炭素エンジンに二酸化炭素を供給するために、固体液体と化した二酸化炭素を再び気体に戻す作業をしているぜ。前回から引っ張っているけど、いい加減どんな方法で二酸化炭素を温めるのか説明してよ。二酸化炭素の温めにはこいつを使うぜ。これは、ガラス工房だね。ガラス工房は砂を液状のガラスにして排出する。その溶けたガラスの熱を使って二酸化炭素を温めるという算段だぜ。溶けたガラスは1000度以上あるから、二酸化炭素なんて一瞬で気体に戻るだろうね。それでガラスはこの箇所に排出するぜ。ああ、前回もそんなことを言ってた気がするね。でもなんで、二酸化炭素に直接かけた方がいいじゃん。ガラスは後で回収してソーラーパネルにするからな。回収しやすい位置に排出したいんだよ。でもそこのくぼみに流して、本当に二酸化炭素が温まるの。液体ガラスがダイヤモンド製の窓タイルに接するようにしているから大丈夫だ。前回聞きそびれたけどなんでダイヤモンド製の窓タイルが重要なの？ダイヤモンドは熱伝導率がそこら辺の精錬金属よりも高いから、異常に温まりやすいし熱が伝わりやすい。ダイヤモンドにそんな特性があったなんて知らなかった。こうやって周囲を断熱タイルで囲えば、熱を二酸化炭素まで導くことができるんだ。熱の通り道になるわけか。これで二酸化炭素は温まるはずだぜ。それじゃ二酸化炭素解凍物語の主人公、ガラス工房くんを作っていこう。あ、息継ぎのために工事が一旦中断されたよ。ここら辺は水素でいっぱいだからな。なんで水素が充満しているのさ。窮屈にならないようにビリビリナメクジの卵を厩舎の外に出していたら、孵化したナメクジたちがいつの間にか割と遠くの方まで移動してな。地面に落ちてる金属鉱石を食べて水素を噴出しちまったのさ。しっかりしてよ。
石油発電機をもう一台作ったらギリギリナメクジを約5年にしてもいいんだがな。それじゃあ早く作ろうよ。と言っている間にガラス工房が完成したな。これでようやくロケットに二酸化炭素を注入するめどがついたよ。ついでにここにも消火端末を置いて水槽天井に押し合ってやるぜ。隣に脱臭剤を置いているけど全然汚染酸素を浄化してないじゃないか。序盤から消火装置と脱臭剤を組み合わせていたんだが、これでようやく脱臭剤の効果の薄さが分かったぜ。私たちは今まで予想以上に汚染酸素を吸ってたんだね。まあ今更だ今更。気にせず行こう。なんかガラスを生成する前に機体の二酸化炭素がいっぱいになったんですけど、電力の消費量が増えて、石油発電が稼働する時間が増えたんだな。というわけでガラスを製造する前に二酸化炭素を送れるようになったぜ。あんなにドヤ顔しながら仕組みを話していたのに。まあ空気中にある二酸化炭素はすぐに液体化するだろう。これでエンジンの二酸化炭素がいっぱいになることは、いっぱいになっちゃいました。まさかのガラス工房の出番なし。結局石油発電の熱が液体化を防ぐ形になってしまったな。石油発電を舐めていたね。まあ発射台に電力を送る必要もあるし、ロケットの発射にはもうちょっと時間がかかる。せっかくだから液体ガラスが二酸化炭素を気化させる様子を見ようじゃないか。自動エアロックの隣を見れば、今は液体になった二酸化炭素がちょっと溜まったり、またすぐに気化したりと、ギリギリ二酸化炭素が液化する温度になっていることがわかるね。さあ、ここで液体ガラスの登場だぜ。二酸化炭素が荒ぶっている谷間にご注目だ。ここのことだね。今は液体二酸化炭素が視認できるが、ガラスがこぼれ落ちるとこの通り。1秒間隔で溜まっていた液体二酸化炭素が消えたね。これがダイヤモンドの熱伝導率の力だぜ。ちょっと残念なお披露目になったが、これが私のやりたかったことだ。これからはガラスを量産するから、もう石油発電機から出た二酸化炭素が液体固体になることはなさそうだね。それじゃロケットの発射に向けて最後の作業をしていくぜ。一度はしごをばらして、空いた2マス分のスペースに格納庫を建設するよ。よし、完成したな。この格納庫には浴槽を保管するように指示するぜ。浴槽だけで、他のものは一切しまわないよ。ジョシュアのやつが浴槽を持ってきてくれたな。格納庫には浴槽を500キロ保管したよ。これだけあれば十分だろう。次に、この格納庫は浴槽を保管しないと設定するぜ。すると浴槽が床に落ちるよ。これで浴槽がロケットの中に入ったわけだ。格納庫はもう用済みだから解体するぜ。格納庫の解体が終わったよ。次は同じ場所に冷蔵庫を建設するぜ。まあ、もう私たちが何をしようとしているのかわかるね。そうだね。食料の積み込みだね。ここにパイロットのご飯を保管していくよ。それはそうと肝心のパイロットを決めないとな。ロケットを操縦するには当然スキルが必要だぜ。ああ、誰かロケット操縦に適したメンバーはいないのかな。マリサはロケット操縦のスキルを身につけてるじゃん。私は見逃さなかったよ。しかし、私はペトロイラに定住しているから、パイロット適性のある霊夢を指名するぜ。ちょっと待ってくださいよ。今回のパイロットは死亡するリスクがあるんでしょ。食料や酸素生産の準備はしているから大丈夫だ。まだロケットの仕様を把握しきれていないから、宇宙空間で燃料切れになるかもしれんけど。燃料切れになったらどうなるのさ。ロケットを自爆させてあとは天運に身を任せるしかないな。いやだー、私は安全を保証されないと絶対にロケットに乗らないぞー。死の後の言ってないでさっさとヘルメットをかぶるんだよ。あひゃ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 、こうなったらやけだ。物資の積み込みが終わったからロケットを発射させるぜ、と行きたいところなんだが、どうやって発射させるんだ。仕様が変わったから全くわからん。ここに発射準備完了ってボタンがあるけど、パイロットのお前を乗せていないのに準備完了は違うだろう。だがいろいろ見た結果、さっきのボタン以外に発射につながるものはなさそうだ。というわけで発射秒読み開始のボタンを押すぜ。お、霊夢がロケットに向かっているな。初めての宇宙飛行だから不安でいっぱいだよ。さてと、霊夢が中に入ったことだし、発射台を引っ込めるか。あや、発射台が一瞬で壊れた。おい、発射台を引っ込めるまで待ってくれよ。そんなこと言ったって、操縦席に座った瞬間勝手にロケットが動き出したんだもん。発射台の制御は自動化回路でうまく回すしかねえな。ロケットジュピター95、ただいま大気圏を突破したよ。
発射台をぶち壊したがロケットは大丈夫か。ちゃんと操縦できているよ。今回のミッションは探索用ロボットを金属惑星シュラブエルに投下するだけだ。パパッと済ませて戻ってこい。寄り道してたらガス欠になるぞ。わかったよ。ジュピター95、ただいまシュラブエルに向かって進行中。ロケットはオートパイロットで操縦することも可能だ。カード2の重力圏を抜けたらオートパイロットに切り替えて船内作業を始めてくれ。それじゃオートパイロットに切り替えて冷蔵庫の解体を始めるよ。冷蔵庫の中には2万カロリー分の食料を入れている。このミッションの間には十分栄養補給できるようだ。ロケットはオートパイロットで動くし、食料はたくさんあるしでぐっちゃねの生活ができそう。オートパイロットの間はロケットの速度が下がるから、計画通りの航行にしたければ操縦桿を握るんだな。むむ、そうなのか。さて、それじゃあ冷蔵庫を解体して出てきた岩を使って階段を作ってくれ。これでトイレに行けるようになるね。はしごを作れば船内作業は終わりだ。あとは操縦に集中してくれ。わかったよ。ジュピター95、シュラブエルの衛星軌道上に到着。こう見るとカード2とシュラブエルってむっちゃ近いな。衛星軌道上に到達したおかげでシュラブエルの様子が見えるようになったよ。よし、探索用ロボットを投下してくれ。私今寝てるんだけど。念力を使え念力を。私はポケモンじゃないよ。投下位置を決めればそこにロボットを乗せた着陸船を降下させられるぜ。さすが金属質惑星とだけあって、地表がキラキラしているよ。懐かしのピック君の姿もあるな。無酸素状態でも生きられたのか。着陸船の降下場所はここにするよ。さあ、行くんだ探査ロボよ。今は指揮記憶とともに。で、探査ロボって何さ。ノリノリで言っててわかっとらんかったんか。まあいい。もうすぐ着陸するからその時に嫌でもわかる。おわ、着陸船からなんか出てきた。すかさず宇宙船の後ろに隠れた怪しいやつめ、姿を見せい。お、出てきたな。この車のエアコンみたいなやつはなんだ。それこそ惑星探索用ロボット、その名もローバーくんだ。ローバーくんは簡単な採掘機能と建築機能を備えたロボット。硬い岩盤や複雑な建設ができない代わりに、人間と違ってどんな過酷な環境下でもフルにパフォーマンスを発揮するぜ。確かに、真空の中でも悠々自適に動いているよ。とりあえず採掘能力を見てみようか。お、掘り始めたよ。採掘速度は悪くないな。このローバー君を使って、シュラブエルの探索を行っていくぜ。まずは地下に潜っていくが、どこから降りていくのがいいかな。それよりもマリサ、私はこれからどうすればいいのさ。もう霊夢にはできることはないから、そのままカード2にまで帰ってくれていいぞ。わかったよ。ジュピター95、これよりカード2に帰投するよ。カード2にはロケット発射台があるから、星を選択すればあとは着陸まで勝手にやってくれるぜ。ローバー君の投下に使った着陸船は、もう約5年だから解体しておくぜ。まあ残していても邪魔になるだけだしね。さてと、それじゃあ探索を続けよう。右の方に墜落した人工衛星があるよ。これにもグラビタス社のマークが入っているな。捜索ができるみたい。なんか有効なアイテムが見つかるかも。で、うお、なんという放射線量だ。あ、そういえばここは放射線を多く発する惑星でもあったね。いや、この強力な放射線は人工衛星の中心から出ている。人工衛星に近づかなければ安全だろう。ちなみに人工衛星の中心は、1サイクルに2200ラットくらいの放射線を放っている。ウィーズボートの4倍以上か。放射線から身を保護するためのスーツもあるが、それを着用していても長居はできない数値だ。無論、生身で近づけばすぐに被爆するだろう。ということは、地下に侵入するルートは左側の方がいいね。地上と地下を行き来するたびにこんな物騒なものの前を通っていたら、命がいくつあっても足りないからな。でも人工衛星を探索できるということは、何かしらのアイテムが入っているはず。ここは一応ローバー君を向かわせて、探索ができないか試してみるぜ。ここまで近づいても平気なのはさすがロボットといったところか。人工衛星に到達できる道を作ったが、ローバー君では探索ができないようだ。危険だけど人が向かうしかないのか。人工衛星は置いといて、次は地下に侵入するルートを作っていこう。
人工衛星とは反対側の地面を掘って地下空間に続く道を作ったよ。ちょうど水もあるし、ここを液体エアロックにして気体の流出を防ぐぜ。この先はだいぶ植物が豊かなエリアになっているね。これがデータにあった森バイオームというやつだな。ミールウッドにアンバーツリー、オキシファーンにマースリーフ、あとサボテンみたいな初めて見るやつ。地下とは思えないほど植生が豊かだね。この星で農業をするならミールウッドを育てることになるかな。他にも美味しい食材がないか確認しよう。なんか下の方に巨大な空間があるな。先が見えないことも相まって、飲み込まれてしまいそうな感覚になるよ。よし、次はあの巨大な空間を目指して進むとするか。ここを階段状に掘り進めていくぜ。地表も金属鉱石がいっぱいだったけど、内部もあちこちに金属鉱石があるね。金アマルガムとアルミニウム鉱石だな。あれだけ欲しかった金アマルガムがこんなにたくさん。これは今度こそ莫大なダイヤモンドも期待できるかも。ダイヤモンドは金属じゃねえぞ。で、広い空間に出たが、土がこんもり山状に盛られていただけだぜ。あ、マリサ、こっちになんかあるよ。これは金火山だな。精錬された金を吹き出すぜ。おお、精錬金属もゲットできるとはなんちゅうあたり惑星だ。噴出された金属は超高温の液体だから、無策で掘り返すと惑星の環境が壊れるぞ。わかってるよ。マリサは心配性だな。さらに地下に降りるとまた金火山を見つけたぜ。あと完全に隠れているけど、右の方にアルミニウム火山もあるよ。この惑星はペトロイラより大きいな。カードにくらいあるかも。開拓の違いがあるね。それとマリサ、さっきからちょくちょく左の方で見切れている物体が気になるんだけど。この蜂みたいなやつか。宇宙生物大百科によると、こいつはビータ。ウラン鉱石を巣に運んで濃縮ウランを作る習性があるらしい。私は濃縮ウランよりも蜂蜜が欲しいよ。それでビータの巣があるところが放射線バイオームになるぜ。すっごい緑。だが放射線量はさっきの人工衛星の方が強力だぜ。やっぱり人工衛星は規格外だったのか。ま、そこにいるビータが濃縮ウランを作り続ければ、放射線量も増加していくだろうがな。私たちにとってはあまりありがたくないね。さてと、だいぶ掘り進んできたが地底はまだ見えないか。この下には巨大な寒冷バイオームがあるみたいだけど、マグマは影も形もないね。いや、霊夢。さっきの寒冷バイオームをもう一度よく見てみろ。え？よく見ろって言われても、広大な寒冷バイオームってだけじゃない？確認するのは気温だぜ。え、マイナス90度とかになってる。雪の温度に至ってはマイナス100度を超えている？これは寒冷バイオームじゃない。ツンドラと呼ばれる凍える地底だ。じゃああの氷に覆われた空間がシュラブエルの底ってこと？ああ、そうなるぜ。で、ビータの巣が光り始めた。新発見のワンコそばだな。サイキックウェーブならぬ放射線ウェーブだ。なんか一瞬やべえ数値が見えたな。放射線2908ラット。ビータ自身が発する放射線と巣から放出された放射線が合わさってこの数値が出たんだな。ビータ、お前がナンバーワンだ。さて、地底に到達したということは、シュラブエルの探索が一通り完了したということだな。結構早めに終われてよかったぜ。なんで？今回投入したローバーくんだが、バッテリーの都合上10サイクルしか活動できないんだ。再充電はできず、一度動かなくなるとそこでおしまいだ。そうなの？ああ、だからローバーくんの動力が切れる前に探索を終わらせたかったんだぜ。そして今、シュラブエルの構造を把握できた。次はいよいよ人を送り込んでの本格的な開拓をスタートさせるぜ。惑星の全貌が分かったから開拓はしやすいだろうね。ああ、これもローバーくんのおかげだな。最後にローバーくんにはもう一仕事してもらおう。残りの可動区間を使って、シュラブエルに住環境を整えてもらうぜ。ローバーくんは簡単な建設しかできないが、それでも石炭発電機とベッドくらいは作れる。最初から住環境を整えておくことで、次にやってくる人の負担を軽減するのか。さてと今回はここまでとするぜ。ローバーくんが大活躍の回だったね。それでは、ご視聴ありがとうございました。今日も元気に地下コロニーを開発しよう。前回はローバーくんにシェラブエルを探索させたな。ローバーくんへの指示出しに集中していたら、カードにでちょっとした問題が発生していたよ。それが水余り問題。現在の貯水池がいっぱいいっぱいになってきたんだよね。このままじゃ排水口が塞がって水が流れなくなっちまう。
それだといろんな箇所でパイプ詰まりが起きちゃうから、ただいま貯水池の緊急拡張を行っているよ。寒冷バイオームのスペースを利用して底を下げるぜ。とりあえずこんなもんでいいか。これで貯水池の広さはこれまでの倍くらいになったはず。あとはタイルを解体して水を流し込んでやるぜ。しかしこれほど水が余るとは思いもよらなかったね。雪塩水間欠泉の方は全くノータッチなのにこの余りっぷりだからな。ドロプレス機も一度使ったきりで、それからはすっかりご無沙汰だからね。まあドロプレス機は少ない施工でピンポイントの位置に水を流せるという利点があるし、状況によっては今後も役に立つこともあるだろう。さてと、貯水池の拡張はこれでいいね。新しい惑星の開拓も大事だが、すでに小中に収めている惑星のアップグレードもしていかないとな。安定した状態がいつまでも続くとは限らないからね。そしてシュラグエルの開拓をしてくれているローバー君だが、いよいよバッテリー残量が少なくなってきたぜ。あとどれくらい動くの？おそらく明日の明け方には動作を停止するだろう。あっという間の10日間だったね。ローバー君には最後の仕事を与えよう。軌道のこの部分を鳴らしておいてくれ。なんで今更？機能が停止する瞬間は狭苦しい規定の中じゃなくて、せめて広大な星空を見ながら最後を迎えてほしいと思ってな。これが息というやつですか？よく見るとローバー君って作業するときはニコニコしているんだよね。ああ、見てるこっちも楽しい気分になってくるぜ。あ。最後の瞬間までローバー君は楽しそうに仕事をしてくれたぜ。お疲れ様ローバー君。後の開拓は私たちが引き継ぐ、だからゆっくり休んでくれ。早速先遣隊をシュラグエルに送ろう。まあそう熱くなるな。ローバー君の頑張りに応えたい気持ちはわかるが、今は足元を固めるのが先だ。足元を固める？さっきの水余りのように現在のコロニーには改善すべき点が多々ある。そのほころびをおろそかにしていると、いつか深刻な事態に陥る可能性もある。だからまずはカードーニとペトロイラで抱えている問題を解決しようって話だ。確かに新惑星に手を出すと注意力が分散するし、シュラグエルの開拓を急ぐ理由もないから、マリサの言う通り、今回は現在のコロニーの改善をしようか。まずは水の消費量を増やそうか。貯水池を大きくしても、水の消費を増やさないとまたいっぱいになっちゃうからね。で、何に水を使うの？ブロッサムの育成だ。それじゃあ水耕タイルを増やさないとね。空いているスペースはたくさんあるから適当な場所を選んで。いや、今回はペトロイラで新しくブロッサムを育てたいんだ。ペトロイラで？現在ペトロイラでは食料を生産していない。そのため木を抜くと食料が枯渇する可能性がある。実際、私がペトロイラで作業していた時に、食料がゼロになっていたという事態も発生している。うっかり餓死する危険があるね。だからペトロイラでも食料生産を行おうと考えてるんだぜ。それじゃペトロイラに水を送らないとね。というわけで呼吸テレポーターにパイプをつなげるぜ。既存の配管をうまく避けて敷設していこう。配管を隣り合うように敷設すると、ブリッジを使ってまた出なくなるからな。補給品テレポーターへの直結はこれでいいかな。おう、これでペトロイラに水を送れるな。さあ、あとはみんなでガシガシ作ってくれ。このくらいの配管工事ならすぐに終わるよ。一方、ペトロイラにいる私は疲労を鳴らしているぜ。そんなところを整地してどうするつもりさ。ソーラーパネルの設置を計画してるんだぜ。現在ペトロイラの電力は石炭発電によって賄われているが、この惑星は石炭に乏しく、このままでは30サイクルも経たないうちに石炭が枯渇してしまう。電気が止まれば石油の供給もストップしちゃうよ。だから急いで代替電力を得ようとしているんだぜ。へえ、大変だね。他人事みたいに言ってないでガラスを送ってくれ。そういえばソーラーパネルの材料はガラスだったね。今一となるから全部送ってあげるよ。カードーニから送られてきたガラスを使って、早速ソーラーパネルを建設していくぜ。久しぶりに見るとソーラーパネルでか、ってなるね。たったのガラス200キロで、こんなでかい設備が作れちまうんだぜ。パネルを支える床の部分はスカスカになってそう。このソーラーパネルに加えて、また別の電力源も用意するぜ。こっちでも石油発電を始めるのかな？いや、石油はカードーニに全て回す。私が活用しようとしているのは、石油バイオームに蓄積されている天然ガスだ。うわ、かなりの天然ガスが充満しているよ。この天然ガスは油性の圧抜きをした時に放出されたものだ。
これだけの量があれば天然ガス発電には困らないぜ。油性の圧を抜けば定期的に天然ガスを生産できるし、これも持続可能なエネルギーになるね。というわけでペトロイラの電力は太陽光と天然ガスの二本柱でやっていくぜ。これから大規模な電力工事を始めるから、ペトロイラに誰か応援をよこしてくれ。それじゃあ建築係のデボンをそちらに行かせるよ。おお、デボンが来てくれるなら心強いな。自慢の建築術で天然ガス発電の仕組みをパパッと作ってもらいたいな。ペトロイラの躍進が、今始まるよ。それじゃ引き続きペトロイラに新たな電力をもたらしていくぜ。そこに張っているのは断熱タイルだね。ああ、天然ガス発電機は浄水器の真下に作ろうと思ってな。発電機から出る汚染水を浄水器に送りやすくするつもりだね。ああ、パイプはタイルじゃないと貫通させられないし、普通のタイルじゃバイオームからの熱を通してしまう。確かに、バイオームの熱はアビサライトがせき止めているけど、パイプを通すなら掘削しちゃうからね。だからアビサライト代わりに断熱タイルを敷設しているんだぜ。何気に一番お世話になっている設備は断熱タイル説、あると思います。ソーラーパネルの設置はまだまだだな。早く動かさないと石炭が枯渇しちゃうよ。わかってるよ。そのためにデボンに来てもらったんだろ。デボンにはしっかり働いて。って、デボンのやつはどこ行った？本当だ。姿が見えないね。おいデボン、どこで油を売っている？姿を見せろ。あ、いたいた。ご飯を食べているよ。まったく悠長な。でもデボンってたまに仕事中に食事をしている時があるよ。なんでだろ？トイレの時間が長い分食事がおろそかになっているんじゃないか。そういえばデボンはトイレの時間が長かったね。ここのトイレの数は一つだし、取り合いにならないようにもう一つ増やすかな。うん、そうだね。じゃじゃーん、ソーラーパネルが完成したよ。あとは電線を使ってバッテリーと繋いでやればいいな。大容量電線がはしごの途中まで敷設されているから、そこに繋げる形で問題ないな。これで石炭発電に依存する生活とはおさらばだね。ソーラーパネルをそれほど過信してはいけないぜ。カタログスペックの発電量は 380W となっているが、早朝と日没はせいぜい数十ワット程度の発電量しかないぜ。そういえばそうだった。ただ日が出ている間は延々と発電してくれるから、バッテリーを増設して多くの電力を蓄えるようにしよう。太陽光パネルの方はもう配線工事だけになったから、次は天然ガス発電機を作っていくぜ。カード海にある天然ガス発電機とは違って、こっちはバリバリに発電目的で稼働させるよ。大まかなデザインはこんなものでいいな。汚染水の排水処理砕機をつければ問題ないからね。高温対策として、天然ガス発電機と給水ポンプには鋼鉄を使用するぜ。石油バイオームに機械系の設備を作るときはオーバーヒートに気をつけなきゃね。とりあえず本体を先に作って、配管と配線は後で仕上げていくという形にするか。ペトロイラの方ばかりクローズアップしているけど、カードにでもこっそりブラッシュアップをしているよ。今は石油発電機を追加で建設しているところだな。これで石油発電機による発電量は 4000W になるよ。それでもビリビリなめくじ3匹分に及ばないと思うだろうが、侮ることなかれ。ビリビリなめくじが発電できる時間は夜間の3時間だけ。8匹のなめくじが最大効率で発電しても、1日に得られる電力は 38,400W。それに対して石油発電機2台は、総発電量こそ劣るものの24時間続けて発電できる。だから1日の発電量は 96,000W だ。圧倒的じゃないか。よってビリビリなめくじ旧車はそろそろお役御免とするぜ。そうだね。石油も安定して供給されているし、なめくじたちを飲み返しても電力に問題ないかな。開拓初期からカード2の電力を支えてくれたなめくじたちには感謝だな。やばい。どうしたのさ。あ。うわぁ、マリサがお漏らししてる。ふぅ、すっきりしたぜ。すっきりしないでよ。電力施設の建設を優先していたら、トイレの汲み取りがおろそかになっていたぜ。マリサ汁で水源が汚染されなくてよかったよ。そもそもペトロイラには飲み水というものは存在しないからいくら漏らしても大丈夫だぜ。人としては大丈夫じゃないですね。せっかくペトロイラにも水が来てるんだから、トイレも水洗化するぜ。そういえばペトロイラでグロッサムを育てるって言ってたのに、まだ全然準備が進んでいないね。それもこれから始めるさ。ここに水耕タイルを設置していって、グロッサム畑を作ってやるぜ。あとは配管を水耕タイルに繋げていけば OK だ。
今回はすごい作業量になっているね。ああ、仕事量は多いのにたった二人でやらないといけないときた。全部の施設を作るのに1週間くらいかかるんじゃない？ま、これ以上建築の過程を見せてもグダグダなんで、完成まで一気にスキップするぜ。まずはソーラーパネル。結局全部で5つのソーラーパネルを作ったよ。今後も余裕があればソーラーパネルを増設していきたいな。ブリッスルブロッサムもこの通り、問題なく成長しているよ。収穫したブロッサムは宇宙空間に保管しておくぜ。宇宙空間は滅菌環境だから、腐敗を防ぐんだよね。ああ、作物の温度も低ければ、腐敗を完全に防止するぜ。天然ガス発電機の方も、まああとちょこっと作業が残っているけど完成したと言っていいだろう。あとは気体貯蔵庫を完成させるだけか。いやあ、ここまでしんどかったなぁ。10日間ずっと夜は寝ながらの作業だったし。それは普通の生活でしょ。とにかく、ペトロイラの大規模開発はこれで一旦区切りとするぜ。やっとシュラグエルの開発に着手できるね。その前にペトロイラに管理人を用意しないとな。管理人？油性の圧抜きだけはどうしても手作業でやる必要があるからな。最低でも一人はこの惑星に常駐する必要があるのか。ま、ブロッサムの栽培もそれを見越してのことだしな。次にミニポットが起動した時に、管理人となる人物を選び、私はカード鬼に帰還するぜ。長い単身赴任だったね。ミニポットの起動にはもう少し時間がかかるから、シュラグエルの開拓計画はそちらで進めてくれて構わんぜ。マリサの帰還を待たずに先遣隊を送ってもいいってことだね。その通りだぜ。それじゃロケットの準備が整い次第もう発射するよ。それではパイロットレイム、先遣隊トラバルドの二人組でシュラグエルに向かうよ。ロケットの真ん中でぐるぐるしているのは先遣隊モジュールだな。ロケット内にいる人は、このモジュールに乗って惑星に降下することができるよ。それではジュピター95、これより発進します。そういえば発射台は大丈夫か。この通り、自動化回路で。って、なんかまた伸びてきた。そして壊れた。離陸準備完了の時に足場がしまわれるようにしてたのに、ロケットが発射体制に入ったらそれはもう離陸準備完了じゃなくなるからな。そう。信号の切り替えを遅らせるフィルターゲートがあっただろ。あれかませとけば問題は解決するんじゃないのか。うん、次から使うようにするよ。それからロケットは無事にシュラブエルの軌道上に到達したよ。あとは以前と同じようにモジュールの投下位置を決めるだけだな。というわけでトラバルドをシュラブエルに送り出したよ。ローバー君の探索によって、危険なのは人工衛星とビータ程度だとわかっているが、トラバルドには気を引き締めて任務に当たってもらおう。うっかり金属火山を解放しないように気をつけてね。トラバルドにまずやってもらいたいのはロケット発射台の建設だな。発射台があればロケットを下ろして物資のやり取りができるようになる。シュラグエルの資源をカードにまで運べるようになるわけだね。ああ、ここで一番重要な資源は金アマルガムや金だ。金があれば燃焼剤のオキシライトを生産できるようになって、石油エンジンを使えるようになる。以前コメントで液体酸素の方がいいと指摘をくれた人がいらっしゃったけど、現状では液体酸素を作ることはできないよ。あれを作るには超冷却剤が必要だからな。超冷却剤と液体クーラーの合わせ技以外で、酸素を液体化するまで冷やす手段なんて思いつかないよ。というわけで次は石油エンジンとオキシライトを使って、より遠くの中域の探索を目指すぜ。それじゃあ最後にペトロイラの管理人を選んで終わりにしようか。誰がいいとかあるの？採掘、建設、農業の仕事が可能なら誰でもいい。あと注文をつけるなら、採掘作業に興味がある人物ならなおよしだ。硬い岩盤が掘れるように、硬質採掘のスキルだけは伸ばしていくからな。今回はみんな採掘に興味を持っているみたいだね。なら特性を見て決めるとするか。味覚障害でまずい食事でも満足してくれる虎徹を選んだぜ。虎徹のそっくりさんの虎徹か。前回のコロニー開発の時もいたね。ペトロイラは虎徹に任せて、私はカードに帰還するぜ。果たして今後虎徹の出番はあるのだろうか。今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。今日も元気に地下コロニーを開発していこう。前回はペトロイラを魔改造して、その後シュラブエルの開発に取り掛かったんだったな。しばらくはトラバルド一人で頑張ってもらうよ。シュラブエルにはテレポーターがないから、往来や物資のやり取りはロケットを介したものになる。じゃあまずはロケット発射台を作らないとね。それと住環境を整える必要もあるが、このシュラブエルには一つ難点があることが分かったぜ。一体何さ？思ったよりも浴槽が少ない。
え、それじゃあ酸素の生産に困るじゃない。まあ水と汚染水がそれなりにあるから、電解装置を使って酸素を生産する手段もあるが、酸素散布機のように手軽なもんじゃなくなるぜ。コロニーの温暖化の原因にもなるしね。ま、トラバルド一人分の酸素くらいならしばらくはなんとかなるだろう。ところでトラバルドはなんでこんな岩肌むき出しの場所で寝てるの？隣の部屋を日常的に通らせるためさ。この部屋にある標識は？そう、この場所を自然保護区に指定したんだぜ。自然保護区に立ち入った複製人間は士気が6上がる。トラバルドも様々なスキルを獲得した複製人間で、ストレスなく暮らすためにはそれなりに士気を上げてやらなきゃならん。だがシュラブエルはまだ開発が進んでいないので、士気を上げるための施設がない。そこで森バイオームの自然を利用して手っ取り早く士気を上げているんだぜ。使えるものは何でも使うって感じだね。ワンオペでいかに効率よく働かせられるか考えた結果だぜ。ここは牛丼チェーン店だった。一方、カード鬼ではギリギリナメクジたちを飲み返そうとしていたぜ。石油発電機を2台作ったおかげで、ナメクジなしでも停電することはなくなったからね。今までありがとう。ギリギリナメクジ。ギリギリナメクジに使っていた旧車には、ハッチを入れることにしたよ。石炭はいくつあっても困らないからな。それにハッチ旧車は実家のような安心感があるよ。前回の惑星では最も身近な生き物だったからな。よし、張り切って飼育するぞ。みんなが寝静まった夜は次の日の建築指示を出す時だぜ。あれ、そうだったっけ？いや、今思いついた。夜間の間に建築指示を出せば、日中みんなの行動を追いやすいなーって。なお、注意散漫で追えない模様。そろそろ仮想プラネタリウムを作るか。確かデータバンクを消費して動く研究施設だよね。これで宇宙研究が可能になるぜ。でも肝心のデータバンクがないよ。南海物を調査して出てきたデータバンクもあるし、とりあえずそれを使っておくぜ。でも研究を進めるには心もとないようだね。と思っていたら1研究分のデータバンクはあったみたいだわ。え、そうなの？絶対途中でデータバンクが足りなくなると思っていたから研究シーンをほぼ取れなかったぜ。小手氏の貴重な出番がなくなったね。まあデータバンクが足りたのはラッキーと思っておこう。それで何の研究をするように指示してたの？な、この高速輸送ってやつだ。どういう研究なの？物資を別惑星めがけて打ち出せるようになるぜ。え、ロケットに積み込みをしなくても物資を他の星に届けられるわけ、すごいじゃん。まあロケットのように一度にたくさんの量は送れないみたいだがな。だが定期便としては十分使えそうだな。トラバルドには今ロケット発射台を作ってもらっているが、よく考えればパイロットが惑星に降り立つには発射台も作る必要がある。発射台の材料は鋼鉄だから、新しく作れるようになった高速輸送の設備を使って、鋼鉄をシュラブエルに届けてやろうぜ。うん、今回はそれを目標に頑張ろう。だがその前に、いい加減ここの雪塩水を活用しようか。何に活用するの？もちろんコロニーの冷却だ。コロニーの左側も熱々の空間が出てきたんだぜ。汚染水の滅菌ルームを作ってから、火星バイオームの熱が流れ込み始めたんだぜ。私たちはこのくらいの暑さには平気だけど、ドレッコ旧車のミールウッドが枯れないか心配だよ。というわけで、雪塩水と副車パイプを使ってここら一帯の冷却を行うぜ。その頃、トラバルドは遺跡の探索をしていたよ。こうやってロックを解除するのも懐かしいな。お、内部の様子が見えた。おっと、神経シャッフルマシンがあるじゃないか。デメリットなしでプラスの特性を習得できるから、早速トラバルドに使わせてみよう。なお、デメリットは表面上明らかになっていないだけで、本当にないかは不明な模様。こうやってガシンと拘束されて脳みそに知識を叩き込まれるのだ。ところでこの拘束って他に人がいなくても解けたっけ？あ、まあ大丈夫だろう。ほら、他に人がいなくても、私たちが神の手を使って機能を停止させられるぜ。トラバルドが新しく生命力の特性を覚えたね。これでトラバルドは医者いらずになった。マグマにちょっと突っ込ませても大丈夫なくらいは頑丈になったよ。もはやエヴァンゲリオンより頑丈だな。こうして進化したトラバルドに、次の仕事を与えるよ。それがターゲットビーコンの作成だぜ。星間運輸は物資を打ち出して輸送するけど、ターゲットビーコンはその着弾地点を示す施設だよ。打ち出された物資はこのビーコンの付近に落ちてくるぜ。サクッと完成。
だが電気を送らないとターゲットビーコンは機能しないぜ。ここからさらに配線工事も必要になるのか。まあ配線工事の方は裏でやっておくぜ。それでこっちが物資を打ち上げる生還ランチャーという設備だ。完成シーンを取り忘れたね。あとは電気を通して物資を積み込んでやれば、ここから物資が積み込まれた弾丸がポポポポーンとビーコンめがけて発射されるわけだ。こっちの配電工事はすぐに終わりそうだね。だが残念だが配電工事だけでは済まないぜ。生還ランチャーにはこのようにパイプの入力位置がある。さらに都合の悪いことにコンベアレールの入力位置まである。これがどういうことかわかるか。気体と液体はパイプを使って生還ランチャーに届けて、固体はコンベアレールから届けなきゃいけないってこと。その通り、生還ランチャーは手作業による物資の積み込みができない。だからコンベアレールを作らないといけないんだぜ。確かコンベアレールって、メカトロニクスエンジニアのスキルを持っていないと作れなかったよね。そうだぜ。だから誰かにメカトロニクスエンジニアを覚えさせないといけないんだぜ。というわけでジョシュアにメカトロニクスエンジニアを覚えてもらったぜ。今度からは農家とエンジニアの二刀流で頑張ってもらおう。これで高校の憂いもなくなったし、続きをやっていくとするか。アクセスコロニー作りをしていたら、補給品の中に鋼鉄が出てきたぜ。発射台を作るのに必要だったからちょうどよかったね。だが手に入った鋼鉄は100キロだけ。発射台建造のためにはあと100キロ足りないぜ。もう一度製造ポットから出てくればいいのに。そんな運任せではダメだ。成功は自分の手で成し遂げないと。成功ならもうできるようになってるんだけどね。くだらんこと言ってないで、雪塩水を利用した冷却システムと生還ランチャーの運用を急ぐぜ。冷却目的の配管はもう少しで完成する。出た、アイキャッチの間に作業を進めておくやつ。あとはここのラインができれば完成だ、と思っていたが給水ポンプに電力を送らんとな。まだ動かせそうにないね。冷却に使った塩水はここの淡水化装置で水にして、貯水池に流してやるぜ。また水余りになりそうな気がするよ。そん時は給水ポンプを止めてやるだけさ。で、給気ポンプの配線が終わって、冷たい農園水が汲み上げられ始めたぜ。ちゃんと冷却できているかも確認するよ。ま、当然といえば当然だが、副車パイプの周囲の気温が下がっているぜ。これでミールウッドは安泰だね。ドレッコたちの食事は守られたんだぜ。塩水の淡水化もうまくいってるみたいだね。これで水と、副産物の塩も手に入るようになったぜ。塩は岩石粉砕機にかけて食卓塩にできるよ。あと脱サビ酸素装置にも塩が必要だから、今の私たちにはありがたい資源だぜ。コロニー冷却の方はもうこれでいいよね。ああ、あとは生還ランチャーに集中しよう。ところがここで衝撃の事実が明らかになる。生還ランチャーを動かすには、電力だけでなくラッドボルトも必要みたいなんだぜ。ラッドボルトも？と焦ったものの、宇宙空間には放射線が降り注いでいるからため放題だね。空から降ってくる放射線だけじゃラッドボルトの生成に時間がかかるぜ。じゃあどうするのさ、宇宙空間じゃウィーズボートは育たないよ。ラッドボルトは空中を移動するエネルギーということを忘れたか。岩盤に穴を開けて、既存のラッドボルト生成装置が放つエネルギーの通り道を作ってくれる。確かにラッドボルトは反射させて自由に進ませることができるけど、岩盤に穴を開けて大丈夫なの？コロニーの空気が漏れまくりじゃん。心配するな。ちゃんと対策を考えてやる。まずは機体の流出を防ぐために、機械式エアロックを設置してやるぜ。確かにエアロックがあれば機体が宇宙空間に逃げることはないけど、次はラッドボルトの通り道を塞ぐことになるよ。それともラッドボルトは扉を貫通できるの？いや、できないぜ。だからラッドボルトが来た時に、扉が開くようにしてやるんだぜ。そんなことができるの？このラッドボルトセンサーという設備を利用すれば可能だ。センサーって名前がついているから、これも自動化回路の一種かな。その通りだぜ。ラッドボルトがこのセンサーの上に被ると信号を出すという代物だぜ。こいつをラッドボルトの通り道に設置して、機械式エアロックと連動して動くようにするぜ。でも、ラッドボルトセンサーが信号を送るのは、センサーの上にラッドボルトが被った時だけでしょ。ラッドボルトが通過した後は、また信号が途絶えてエアロックは閉じちゃうと思うけど。霊夢の言う通り、エアロックが開くのはセンサーとラッドボルトが被った一瞬だけだ。だからしばらく信号を保持するバッファゲートを組み合わせてやるぜ。信号が保持されるということは、つまりラッドボルトがセンサーの上を通過しても、エアロックを開きっぱなしにすることができるんだね。そういうこと。
ラットボルトセンサーとバッファゲートが完成したぜ。バッファゲートが信号を保持する秒数は、ここで設定できるぜ。デフォルトの設定は5秒か。ラットボルトが通過したらすぐに閉じればいいから、5秒もいらないと思うぜ。実際の動きを見て微調整するって感じだね。さあ、あとはここのアビサライトを掘削すればラットボルトの通り道が完成するぜ。ラットボルトを反射する装置も設置できてるし、早速動きを確かめてみよう。来てます。念力、来てます。もうちょっとでチャージが済むな。お、出たよ。さあ行くんだぜ。は。ゴーデーシー。お前何やってんのマジで。トップを走るマラソン選手に抱きつくくらいの暴挙だぞ。仮想プラネタリウムを操作するシーンがなくなって、出番がバッサリ消えたのがそんなに許せなかったのか。悪目立ちしおってからに。小手氏が森崎くんのように体を張ってラットボルトを止めたせいで、ラットボルトが消滅してしまった。むしろ森崎くんのように吹っ飛ばされて、ラットボルトに道を譲ればよかったのに。しょうがないからもう一度溜まるのを待つぜ。さあ、第二射目だぜ。進路に邪魔はないことは確認しているよ。さあ、行けラットボルト。オフ？エアロックが開くのがちょっと遅かったか。でもマリサの想定通り、エアロックはしばらく開いたままだね。あとはラットボルトセンサーの位置をもう少し手前にすればいけそうだな。というわけで最終改正版の動作がこちら。一番の鬼門であるエアロックの通過もこの通りだぜ。最後にもう一度ラットボルトを反射させて、生還ランチャーに届けることができたよ。変幻自在に進路を変えられるのが無線の強みだな。生還ランチャーにはコンベアも繋げていることだし、これから物資の積み込みを始めるよ。滑り棒の後ろに隠れて見づらいが、鋼鉄が生還ランチャーに運ばれているぜ。生還ランチャーを動作させるには目的地を設定しないといけないみたい。まあ当然といえば当然だがな。あと目的地が遠いほど消費するラットボルトが多くなるみたいだ。あ、動き始めた。おっと、シュラブエル側のターゲットビーコンを起動させるのを忘れていたぜ。ターゲットビーコンがないと打ち出されないの？打ち出されるかもしれないが、その時は地表にバラバラに降り注ぐだろうな。それは回収が大変になるね。で、物資の積み込みをして目的地も決めたんだが、生還ランチャーは大仏のように動かないな。ここの最小発射質量に達してないんじゃないの？確かに。最小発射質量は200キロだが、今は鋼鉄100キロしか積み込めてないからな。だから最小発射質量の値をいじくってみたんだが、それでも物資が発射されることはなかったぜ。おかしいねー。とりあえず次から次へと物資を積み込んでいくことにしたぜ。これで物資を射出できなかったら、生還ランチャーを爆破させて、爆風に乗せてシュラブエルに運ぶしかない。そんなもんで届くかい。あ、飛んでった。早すぎる射出、私じゃなきゃ見逃しちゃうね。誰も見逃さねえよ。で、物資はどうなったの？フェーズで確認するか。物資を詰め込んだ弾丸がシュラブエルに向かっているな。おお、ちゃんとどの位置にいるのかが見えるんだ。あと50秒足らずでシュラブエルに着弾するらしい。早い。もうこれカード鬼とシュラブエルはお隣さんの家同士って感じじゃん。そう考えるとこの中域は番地でくくられた集落というわけか。一気にスケール感が小さくなった。シュラブエルで到着の様子を見てみよう。さあ、弾丸速達便がやってきましたよ。早速トラバルドに回収させるか。回収することができるの？弾丸を解体すれば可能だぜ。って、危ない。トラバルドの真横に弾丸が落ちてきたぜ。もうちょっとずれていたらトラバルドは潰れたミートパイみたいになっていたよ。なお、実際に弾丸に当たり判定があるかは不明。なぜか背面打ちで弾丸を解体するトラバルド。一人だからってはしゃぎすぎだよ。で、トラバルドに弾丸を解体して物資を取り出してもらっているが、これ正規のやり方じゃないみたいだわ。そうなの？今作っている貨物オープナーという機械に弾丸を入れれば、自動で開封してくれるらしいぜ。便利な装置があるじゃない。最初からこれを使えばよかったのに。存在を忘れていたんだぜ。それじゃあ早速貨物オープナーを使ってみるぜ。弾丸が出てきて尻の部分をカッターで削られているよ。なんか昔の缶詰を開けてるみたいだな。今はプルタブがついていて、手で開けられる缶詰がほとんどだからね。昔の缶詰は幻想郷入りしてしまったのか。あ、開封作業が終わったみたい。うむ。あれ、中身は？
オープナーに保存されて出てこないよ。なんだその入れた千円札が戻ってこないような状況は。どうやらコンベアレールを接続しないと出てこないみたいだ。まあためカトロニクスエンジニアが必要になるのか。ジョシュアー、早く来てくれー。これは早々にシュラブエルに応援を送る必要があるな。というわけでトラバルド、近々ジョシュアを連れてそっちに行くからよろしく。お、霊夢のやつ、公衆電話を使っているな。話し相手はトラバルドか。こうやって電話を使えば、別惑星にいる仲間と話をすることができるよ。離れて暮らす仲間に希望を与えることができるぜ。星間輸送にも成功したことだし今回はここまで。次回はいよいよシュラブエルにロケットを着陸させるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。今日も元気に地下コロニーを開発していこう。前回は星間ランチャーを作って、資源を別惑星に送れるようにしたんだったな。ロケットを飛ばさずに物だけを送れるのはありがたいよ。今のロケットは飛ばすのが地味に手間だからな。で、今は何をしているの？せっかく金火山があるから、ここから金を安全に入手する仕組みを作っているんだぜ。金は金でも溶けた金だからね。何も対策しないと熱でコロニーがやられるよ。で、今はその熱を飛ばすための仕組みを作っているというわけ。断熱タイルで火山の周りを覆っているみたいだけど。今回は吹き出した金の熱で蒸気タービンを動かしてみようと思ってな。蒸気タービンは熱を電力に変える設備だから、金の冷却に使えるね。ゴールドはすぐに固体になるだろうが、それでも熱々なのには変わりない。コンベアレールをまんべんなく敷いて、金の熱を断熱タイル内に均等に伝えるぜ。そして130度くらいになった時に外に排出されるようにしよう。コンベア遮断機とレール内温度センサーを使えばそういう仕組みを作ることも可能だね。あ、やべ。どうしたのさ？レール内の温度を調べるセンサーは、まだ研究していないから作れないんだった。それくらい事前に確認しといてよ。この固体管理の研究を終えないとダメだぜ。当然の義務のようにプラネタリウムを使う研究が必要だね。研究もしばらくどん詰まりだし、そろそろデータバンクを生産できるようにするか。データバンクは惑星調査で手に入っていたね。その生産方法はもう古いぜ。今は自分たちでデータバンクを手作りする必要があるぜ。そんなことができるの？今回はシュラブエルの開発を進めつつ、並行してデータバンクの生産施設を作っていこう。目標を立てたがまずは冷却システムの設計を終わらせよう。まあ大まかなデザインはこれでいいだろう。あとは進捗を見ながらちょくちょく壁を付け足していくよ。でも、コンベアを作るってことはジョシュアがいないとできないよね。ああ、もちろんわかっている。だからジョシュアをシュラブエルに送り届けるんだぜ。人の移動もこれから活発になってくるのかな。と、その前にカード2のブラッシュアップオーバー。現在酸素は脱サビ酸素装置から生成しているが、同時に発生する塩素を処分したい。今のところ塩素は気体貯蔵庫に貯めているね。正直塩素はいらないんだよな。仮に今後需要が発生したとしても、塩素間欠泉があるしね。ということで、脱サビ酸素装置から出てきた塩素を宇宙に投棄するようにパイプラインを作っていくぜ。また人が宇宙を汚染するのか。宇宙の懐は深いから問題なし。案外人の業の方が深いかも。中途半端な位置に通風口をつけると、コロニー内に戻ってきそうだから、完全に宇宙に無酸するであろう場所に作ってやるぜ。施工の手間を惜しんでまっすぐ伸ばすことにしたよ。あとはみんなでパイプを作っていくだけだぜ。惑星が狭いとパイプの延長も楽でいいな。てマリサ、パイプが破損しているよ。しまった、地表付近は気温が極端に低いのを忘れていた。パイプ内で塩素が液化して、塩素が漏れ出ているぜ。それってまずいじゃないの。おいみんな、早くパイプを断熱パイプに作り直すんだ。最初から断熱パイプにしておけという。定番のザルムーブがあったが、なんとか塩素を宇宙に投棄するパイプラインができたぜ。でもいくらか塩素がコロニー内に漂うことになったよ。塩素は下に降りていくから害になる心配はそれほどないぜ。それじゃあ気を取り直してシュラブエルの開発を続けていくぜ。ロケットを飛ばす前にモジュールを変更するぜ。軌道貨物モジュールというやつをつけるんだね。軌道貨物モジュールは、衛星軌道上から物資を投下できるモジュールだが、惑星に着陸した後でも普通に物資を取り出せるぜ。シュラブエルにはロケット着陸台があるから、ロケットを下ろして物資を取り出せるね。逆にシュラブエルで資源を積み込むことも可能だ。
シュラブエルから金アマルガムを持ち帰ることができるわけだ。金の生産は今後の大きな目標の一つだからな。がっつり回収させてもらうぜ。それでなんかロケットの施設に自動化回路を組んでいるみたいだけど、これは足場がちゃんと動作するようにしているの。おう、ロケットが着地した時に足場が出てこないと、降りられないからな。自動化回路を組んで足場の制御をしているんだが、これがなかなか難しい。今は試行錯誤という段階だな。それは大変だね。ま、なんとかしてみせるさ。しかし、その努力が無駄であることをまざまざと見せつけられるのであった。あれ、なんか発射台の足場を使わなくてもコックピットに入れるぞ。なんか起動貨物モジュールを足場にして中に入ったよね。ひょっとして足場として使えるモジュールがあるのか。それなら工夫次第で足場が必要なくなるね。なんだよもう、ロケットの自動化回路を組むのに苦労していたのに。無駄な手間をかけていたね。あれ、EXO スーツ製造所を動かして何を作っているの？これからシュラブエルに行くんだが、その時に土産を持参しようと思ってな。なんか見たことのないスーツが出てきた。こいつは鉛スーツ、放射線を 66% カットする性能を持つぜ。これがあれば、あの墜落した人工衛星の放射線にも耐えられるだろう。確かにこれがあれば、放射線がきついシュラブエルの探索が楽になりそうだね。この鉛スーツといくつかの精錬金属を引っ下げて、私とジョシュアでシュラブエルに降り立つぜ。マリサが行くの？私もロケットの操縦はできるからな。お前はここに残って動物たちの世話をするんだぜ。私の出番が減っちゃうけど。ま、暮らしやすいカードにとどまれるならそれでいいか。というわけで出発だぜ。まだ発射台を残しているんだね。最後に私が作った自動化回路の動作を確認したいからな。なんか速攻で壊れましたけど。もういい、二度と足場は作らん。足場も宇宙スキャナーも不要と分かった今、ロケット革命が始まる。もっと早くに気づいていたら、1時間もこの回路に時間をかける必要はありませんでしたね。まあいろいろ無駄なことをしたが、いよいよロケットを月惑星に着陸させるぜ。マリサとジョシュアがシュラブエルに行くから、開拓スピードも飛躍的にアップするだろうね。ジュピター95、ただいまシュラブエルに到着だぜ。帰りの分の二酸化炭素はあるから、好きなタイミングでカード鬼には戻れるよ。そして当然の権利のごとく発射台をスルー。もう完全にいらない子になっちゃったね。後で宇宙スキャナーともども解体しておくぜ。さてと、ここがシュラブエルか。ライブ映像では親の顔より見てきたが、実際にやってくると印象もまた違うな。野生の植物がたくさんあるね。どうやらトラバルドは野生のミールウッドをわざと残し、実ったら収穫をすることで農作物の世話を減らしているようだ。野生の作物も数が多ければ安定した食料源になるからね。さてと、まずはオープナーにコンベアレールをつなげて、中に収納された物資を取り出せるようにするぜ。コンベアレールとシューターの接続を完了。これで貨物オープナーから物資が出てくるようになったぜ。これで今後は砲弾から自動で資源が取り出せるようになるね。オープナーでは液体と気体も取り出せるが、今は特に必要ないな。水にも酸素にも困っていないからね。ジョシュアも来たことだし冷却システムの方を作っていこう。でも肝心のレールの温度を測るセンサーがまだだよ。そこはお前たちの方で何とかしてくれ。データバンクさえ作れるようになればもう障害はないから。と言われても、私はデータバンクの作り方なんて知らないよ。とりあえず室内が広いロケットを作れ。あとは自分で調べてやってくれ。なんか中途半端な説明だね。私もやることが多いんだ。右も左もわからないような新人みたいなこと言ってないで、たまには自分で考えて動くんだな。これで失敗したら、なんで聞かなかったんだって言うんだよね。わかります。いうか、バカなこと言ってないでさっさと取りかかれ。マリサに言われてロケットを作ることになったけど、地形がデコボコしすぎてロケット発射台を設置できないよ。アビサライトが掘れるマリサとトラバルドは別の惑星にいるし、ここはタイルを使ってなんとか平地を作っていくしかないか。とりあえずここにタイルを作ればロケットを建造するスペースはできるかな。タイルができたらすぐにロケットの建設に取り掛かろう。一方、シュラブエルでは電力強化工事をしているぜ。地表から地下に潜るパターンになったから、ソーラーパネルが大活躍することになったね。地表は最初に到達するエリアだからな。ソーラーパネルの設置のしやすさが需要拡大につながっているぜ。電力消費を抑えればソーラーパネルだけでコロニーの電力を賄えそう。
ペトロイラはともかくシュラブエルではソーラーパネルだけというのは難しそうだな。そうなの。後々詳しく説明するが、ここでは電力をドカ食いする設備も作っていく予定だからな。燃料系の間欠泉も活用して電力の確保に努めたいところだぜ。シュラグエルは開拓の仕事体がありそうだね。さてと、ロケットの建設台が完成したよ。まずはエンジンを決めるんだったよね。今回は飛距離は必要ないから二酸化炭素エンジンを選択するよ。エンジンができたから次はモジュールを乗せていこう。このロケットはデータバンク作成が目的だから、使うのは宇宙旅行モジュールだよ。一人用のオズコーンよりもずっと広くて、いろいろな設備を搭載できる生活重視のモジュールになるよ。それで、ロケットの先端部分をつければ設計は完了だね。今使えるのはノーズコーンだけだから、これを取り付ければいいね。その通りだ。なんだ、マリサ見てたのか。お前が一人でロケット作りができるか確かめたくてな。楽勝だよ。じゃあ、データバンク作りも問題ないな。データバンクの作成には、ロケットに起動データ収集ラボを搭載すればいいんでしょ。そうだ。この起動データ収集ラボはデータバンクを生成する設備だが、衛星起動上でしか使えないという変わった特徴を持つ。だからロケット内に作って打ち上げる必要があるんだぜ。まとまった量のデータバンクを作るためにはしばらく宇宙に滞在する必要があるから、生活環境も整えたいところだね。ほい、無事にロケットが完成したよ。データバンク製造専用ロケット、勇敢なネプチューン1号だぜ。ロケットの名前って前は変えられたはずなんだけど、今回はどこで変更すればいいのかわからないよ。このままじゃクソダサネームのロケットが次々できてしまう。ちなみにこのロケットの名前は何にしたいんだ？データバンクを製造するためのロケットだから、データバンク作るくんだ。ゆで卵のように安直だな。まあ名前の変更がわからないからネプチューン1号でいいや。それじゃあロケットの内装に取り掛かっていくずら。旅行用モジュールの内部はこんな感じ。都内のマンションよりも広いよ。お前の中の都内のマンションどうなってんだよ。ここに生活スペースを作っていくよ。というわけで大体出来上がったのがこちら。このスペースだとさすがに生活環境は揃えられたか。唯一足りないのは手洗い場くらいだよ。はしごとベッドが一体になった施設を使うことで、うまく寝床を確保したな。しばらく宇宙に留まるなら、地べたで寝るのは避けたいからね。それでデータバンクを製造するラボは2台用意したか。使うのに特殊なスキルは必要ないみたいだから、私ともう一人誰かを乗せてデータバンク作りに励むよ。早めに頼むぞ。こっちはもう準備万端で、あとは温度センサーを取り付ければほぼほぼ完成というところまでできてるんだ。あれ、よく見ると液体クーラーがあるね。こいつは外に排出された金の最後の冷却に使う予定だ。タービンを動かすには熱不足と判断され外に出された金も、まだ100度以上の熱を持っている。その熱を冷ますために屈斜パイプと液体クーラーを使ってやるんだぜ。液体クーラーはタービンを動かす熱源になるから一石二鳥だね。まあ金の熱でオーバーヒートしないかが唯一の不安な点だがな。液体クーラーには鋼鉄を使っているが、液体の金は1000度を超えるからな。たっぷり注いだ水を信じるんだ。まあ、オーバーヒートで壊れたら負の惑星遺産として残しておこう。ネプチューン1号の内装が完成したよ。あとは必要な物資を詰め込めばいつでも発射できるな。とりあえずサボイホテルでも出されている2つ星のキャビアを積んでもらうか。そんなもんないからみんなの鼻くそで我慢してくれ。うごえ。物資の積み込みが終わったから、今から出発するよ。足場のいらない楽々登場だな。目的地はカード2の衛星起動場だよ。たったの1マスしか移動しないから、もう庭にテント出して寝るようなもんだな。ちなみにロケットの燃料は移動するごとに消費されるはず。移動さえしなければ、何日経っても燃料がなくなることはないはずだぜ。かなりうろ覚えだけど。そこはちゃんと確信を持った情報を発信してよ。何？燃料が減ったかどうかは次に降りてきた時にわかることだ。それじゃあ早速データバンクの製造を始めていくよ。データバンクの材料はプラスチックだ。プラスチック 5kg でデータバンクが一つできるぜ。つやつやドレッコを飼育していてよかったよ。それじゃ、製造を始めるよ。ふん、とや、ほ、は、ふん、はう。なんだ、関空でもやってるのか。説明書を読んだ通りにしているんだよ。これがデータバンクの作り方さ。岩石粉砕機の操作性といい勝負だな。ひでぶ、あべし、いわらば。はい、一挙上がりだよ。この生活で運動不足になることはないということはわかったぜ。この調子でどんどんデータバンクを製造していくよ。
データバンクのラボと格闘する二人を眺めながら今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。今日も元気にピカコロニーを開発していこう。前回はデータバンクを製造できるようにしたんだったな。これで研究を最後まで進められるようになったね。だが、すべての研究を完了させるためには大量のデータバンクが必要だぜ。いくつくらい必要なの？ 1500 個以上。ってことはつまり、プラスチックが7500キロ以上必要になるし、この作業もそれだけ長くやらないといけないってこと。そういうことになるな。金やダイヤモンドで支払うから誰かデータバンクを売ってくれ。売り手がいないから無理だぜ。ポケットの中にデータバンクを入れて叩けば2つにならないかな。若いってないでさっさと作れ。とりあえず100個作るまで戻ってくるんじゃないぞ。私の労働環境がブラックになる。私たちは引き続きシュラブエルの開拓を続けるぜ。今は溜まった二酸化炭素を宇宙に放出する機構を作っている。炭素スキマーを使わないの？いかにも炭素スキマーを使いますって感じで浄水器も設置しているのに。最初は私も炭素スキマーを使おうと思ったが、直接宇宙に投棄する方が簡単でいいんだよ。それに炭素スキマーは汚染水を出すしな。そのための浄水器でしょ。シュラブエルには砂が全くないのだ。だから砂を消費する浄水器は使うことができない。砂がないのか、確かに水の浄化ができないね。説明しよう。岩石粉砕機を使えば岩を砂にすることができるが、その最も標準的な岩石粉砕機の役割を、二人は忘れているのである。卵の殻や化石から石灰を作ることばかりしていたため、岩を砂に変えるという発想がなくなっていたのだ。基本を忘れるとはまさに資本主義の豚である。誰が豚ぜ？どうしたのさ、マリサいきなり叫んで。いや、なんか罵倒する声が聞こえたんで。マリサ、あなた疲れているのよ。まあとにかく、二酸化炭素を宇宙にぶっ放すパイプを敷設していくぜ。ところ変わってこちらはカードに。久しぶりにペトロイラ行きのテレポーターを使うぜ。向こうに行くのはコテシか。でもなんで今更コテシを送るの？最近天体観測を全くやってないだろ。そのせいで新しい星などの発見がない状態が続いている。せっかくロケットを強化できそうなんだから、そろそろ新しい惑星を発見したいと思っているんだよ。それでペトロイラにも観測望遠鏡を作って、周囲を調査しようと思っているんだ。これまでの星はどれも個性豊かだから、新しい星に行くのは楽しみだよ。それに新しい資源を見つける機会にもなる。資源なんて今でも十分あるじゃん。まあ確かにそうなんだが、別に有り余るほど持っていても困ることはないだろ。というわけでコテシよ。ペトロイラ近辺の宙域を丸裸にするのだ。ペトロイラの周りには何か目星いものはあるのかな？製図を確認したところ、ハテナマークが一つあるぜ。さてさて鬼が出るかじゃが出るか。出てきたのは砂鉱石帯という小惑星群だったぜ。これは惑星と違うんだね。糸川サイズの小さな小惑星が集まったエリアだ。着陸はできないが資源回収はできるぜ。これが採取できる資源一覧になるぜ。パッとしないね。名前の通り、主に砂岩と砂が取れるようだな。一番上に資源の総残量ってのがあるから、いくらでも取れるわけじゃなさそうだね。無限に取れるんだったら間欠泉に次いで優秀なんだがな。それと沼地鉱石帯というのもあるぜ。こっちは汚染土がメインの鉱石帯か。それと限界まで周辺を探索したら新しいハテナマークが出てきたぜ。なんだこの好奇心を煽る仕様は。なんか右下のハテナは惑星っぽい気がするんだよな。1、2、3と鉱石帯が集まるのは不自然っぽいからね。ま、今はどうにも手が出せそうにないから、詳しい調査は新型ロケットが作れるようになってからだな。探索隊長として、シェラブエルの新規エリアに向かうとするか。まだ暗がりが晴れてないエリアがあったんだね。アビサライトが邪魔で、ローバー君が掘り進められなかったからな。この先は放射線バイオームか。放射線バイオームという名前だが、人体に害が出るほどの放射線はないから生身で進むぜ。いやー、惑星がたくさんあるとバイオームも豊かで飽きないね。前回のコロニー開発なんて、火星、ヘドロ、寒冷バイオームがヘビーローテーションで出てきたからな。2009年 WBC の日韓戦勝ってくらい勝ちあったね。やば、ビータノスが光り出した。マリサに放射線が襲いかかる。と思ったらギリギリ手前で無惨してくれたぜ。ビータノスだけには気をつけて進んでいこう。ざっと見たところ、放射線バイオームはウラン鉱石と氷がたくさんあって、あとは少量のサビや漂白石があるって感じだな。あ、マリサ、二酸化炭素間欠泉があるよ。こっちにも一つあるんだがな。
左右に1個ずつ、しかもどっちも放射線バイオームにあるということは、この二酸化炭素間欠泉は双子間欠泉と名付けるべきだね。名付ける意味がどこにある？ほら、観光名所にできるでしょ。観光客がどこにいるんだよ。新しい間欠泉が見つかったぜ。年始で何の間欠泉か確かめてみるよ。水素間欠泉だね。まあこうやって確かめる前から水素間欠泉ってことは見当がついたがな。惑星の情報には間欠泉の種類が載っているから、まだ未発見の間欠泉があれば推測ができる。そうだね。それじゃあせっかくだし、水素間欠泉を活用しようか。まずは水素間欠泉を掘り起こす必要があるね。どのルートで水素間欠泉まで向かう？そうだな、ヘドロバイオームを掘り進んでいくか。でもヘドロは腐敗病菌の苗床になっているんでしょ。採掘したら腐敗病菌が飛散するよ。まあ私に考えがあるから心配するな。それよりもデータバンクの生産はどうなっている？2兆個作ったよ。あっそ、100個以上作れたようだから、一旦カード2に戻って研究ができるようにしてくれ。2兆。というわけで研究を再開できるようになったぜ。これでようやく念願のコンベアレールの温度センサーが作れるようになるぜ。それじゃあ水素間欠泉に至る道を作っていくぜ。ヘドロ、というか腐敗病菌対策はどうするのさ。ふん、そんなの知れたこと。ヘドロを避けて掘り進んでいくんだよ。なんという脳筋戦法。この工夫しているようで全く工夫していない方法は、雪の日に車のタイヤにチェーンを巻くようなものだよ。正しいじゃん。ヘドロもところどころまだらになっているから、そこをうまくつけば通り道くらいは作れそうだな。途中で未詳の遺跡を発見したぜ。中には何があるのかな？床の穴から内部に侵入するぜ。あ、クリオタンクだ。氷漬けにされた古代人を蘇らせることができるな。今度人員を増やしたいときは、製造ポットじゃなくてこのクリオタンクを解凍してみるか。有能な人材だったらいいんだけどね。さてと、ヘドロバイオームを無事に突破できたぜ。水素間欠泉はこの下にあるから、このまま一気に加工してやるぜ。アルミ火山を開けないように気をつけないとね。水素間欠泉にたどり着いたが、水素が噴出しないように真ん中の岩を残しておくぜ。まだ給水ポンプを設置できていないからね。しかし燃料系の間欠泉が一つはあって助かったな。天然ガスか水素間欠泉があればとりあえず安定した電力を確保できるからね。余剰の水素も備蓄できるように気体貯蔵庫も作っておくか。水素を運ぶパイプラインを敷設していくが、ヘドロを避けないといけないからぐねぐね曲がってしまうな。美しくない？まあ今までのパイプラインも大概だろ。さてと、これで水素発電のめどが立ったな。あとは水素発電機を作ってパイプをつなげるだけだね。それとついにコンベアレール温度センサーが作れるようになったぜ。いやー、ここまで長かったね。データバンクを準備するのが大変すぎるんじゃ。データバンク製造要員でも雇うかな。というわけで金の冷却と発電を兼ね揃えた施設が完成したぜ。水がたっぷんたっぷんに入っているから発電はまだ先になりそうだね。こいつの動作が確認できれば、他の金属火山にも同じモデルを作って金属を安全に取り出せるようにするぜ。それで金火山が噴火している時に見てみると、ちゃんと冷えた金が出てくるようになっていたよ。金火山から固体の金が出ているが、これは放出された瞬間に液体から固体になっているためだな。コンベアレールを周回してないけど、金はちゃんと冷えているのかな？コンベアの中では資源は20キロずつに分けられて運ばれる。質量が少ない分冷えやすいんだろう。確かに、温度センサーを見てもみるみるうちに温度が下がっているのがわかるね。このまま時間が経てば内部の水は水蒸気になり、蒸気タービンが動き出すぜ。まあ発電の方は気長に待とう。それと水素発電機の機構ももうすぐ完成だぜ。あとは給気ポンプのところの電線を仕上げるだけだね。水素発電機が完成したら、私とジョシュアはカード2に戻るぜ。最初は金アマルガムを回収するつもりで来たんだが、随分長い闘牛になっちまったな。あれ、なんか放射線バイオームに水素が発生してない？これは獣地獄から出た水素だな。獣地獄？右の方にでっかい種みたいな植物があるだろ。あれが獣地獄だ。普段はペタッと開いているんだが、その上に動物が乗るとパクンと食べちまうんだ。食べた動物を養分にして成長するんだ。あとおまけに水素を出すようになる。ひえ？恐ろしすぎる。
たまたま迷い込んだピップを食べて水槽を出すようになったんだ。今は水素が上層に行かないようにエアロックで仕切っているぜ。まだまだ見知らぬ植物もあるんだね。さーて、水素発電も始まったことだしもう帰るぜ。トラバルド、あとは任せたよ。金と金アマルガムも積んだことだし、シュラブエルからはおさらばだぜ。これでようやくオプチライトが作れるようになるね。シュラブエルに残ったトラバルドには、今度はこいつを使ってもらおう。なんかでかいドッグが来た。こいつは鉛スーツドッグ。ここで鉛スーツを着用することができるぜ。そういえばシュラブエルには鉛スーツを持ち込んでいたね。インフラが整った今、トラバルドには人工衛星の調査をしてもらうぜ。そういえば人工衛星は矢探しができたね。あんな危険物の中にあるものだ。結構価値がある資源が入っているかもしれん。私なら裏を書いてどんぐり3個を入れておくね。裏を書くどころか刺されるレベルの嫌がらせじゃねえか。カード2ではオキシライトの生成を始める準備が進んでいたぜ。私が開発したオキシライト精錬装置がついに日の目を見るか。お前は開発してねえだろ。電気と酸素を供給して、オキシライト精錬装置が動き出したぜ。あ、オキシライトができたよ。オキシライトは放っておくと空気中に酸素を放出して目減りするから、自動掃除機に回収させてパクー水槽に落とすようにするぜ。なんかコンベアレールで運ばれている時も酸素を放出してない。本当だ。普通にプクプク酸素を出しているな。滑り棒とはしごが邪魔でコンベアシューターを下の方に設置したけど、レール内で酸素を放出するならレールは短い方がいいよね。10キロちょいあったオキシライトが、水中に放たれた時には9キロちょいになっていた。1キロのロスは見過ごせんから、滑り棒をぶった切ってコンベアシューターを上に持ってくるか。あとオキシライトが格納庫にしまわれないように、格納庫の設定をいじってオキシライトを入れないようにするよ。む、オキシライト精錬装置にダメージが入っている。そういえば気体フィルターを使っていないから酸素以外の気体もたまに入ってくるんじゃ。途中にメカニカルフィルターをつけておくか。持ち帰った金アマルガムは全部金に加工するぜ。いや、どうした？宇宙船に乗っている時にナイルズが漏らした。トイレ掃除がもうちょっとで終わるから我慢しろって言ってたのに。せえ、ここは地獄じゃ。宇宙船の中はもっと最適化しないとトラブルが起きそうだな。最適化ってどうするのさ。タンクに水や酸素を積んでそれをコックピット内に送ることができる。そうすれば水洗トイレが使えるし、酸素生成器に電力を使う必要はない。次からそういうロケットを作ってよ。ああ、いつまでも二酸化炭素エンジンを使うわけにもいかないし、新型ロケットの製造も考えておくか。シュラブエルでは鉛スーツドッグが完成したみたいだよ。よし、早速人工衛星の調査に向かってもらおう。初の鉛スーツ着用だからしっかりと観察しないとね。鉛が材料の割には柔らかそうだな。でっかい頭がますますでっかくなっちゃった。鉛スーツを着用してもこの放射線はさすがに厳しいか。調査は手早く済ませてもらおう。本当に手早く終わったな。で、何が出てきたの？ボートの獅子が3個とデータバンクが10個、それと事務所のマグカップだな。事務所のマグカップは旧世界の遺物だね。ボートの種は結構なレアものだな。最初の寒冷バイオームで手に入れて以来、新しいボートの獅子は手に入っていないからね。ま、悪くない戦利品だな。後日ロケットを飛ばして回収させよう。当面の目標だったオキシライトの生産も始まったことだし、カード2の未到達地域に足を踏み入れてみるか。水素間欠泉の下にほぼ花崗岩で構成されたエリアがあるから、そこに行ってみるぜ。ところでなんでここに水が溜まっているんだ。ああ、それはね。貯水池のタイルを断熱タイルに張り替える時にこぼれ出たやつだよ。なぜ張り替えたのか。水素間欠泉から出る熱の影響が思ったよりも大きくて、水が温まらないようにするために断熱タイルにしたんだよ。まあブロッサムのことを考えれば妥当な判断か。この量の水は拭き取れないし、またアトモスーツ着用エリアで拭き取る意味もないから、液体エアロックとして使わせてもらうとするか。ほれ、これで一丁上がりだ。水を寄せてあげたね。次は下に掘り進めていくぜ。特に空間がないみっちりしたエリアだな。これもなんかのバイオームの一種なのかな。お、下にマグマがあるぜ。ということはここが地の底というわけか。アビサライトのところまで降りたら左の方に進んでいくか。なんか左の方にもマグマが見えるんだけど。
なるほど、もう残り全部マグマってわけか。ちょっとマグマ多すぎるよ。中山筋肉だってもうちょっとマグマ自重してるよ。これでカード鬼の全貌も明らかになったな。マグマ地帯が4分の1くらい占めるとんでもない惑星だよ。もうこれだけマグマがあるなら、始めるしかないようだな。マグマを使った地熱発電を。というわけで地熱発電の計画が始まることになったよ。だが今回はここまでとするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。